に連絡させていた,いただいた <laughs>、えー、アプリで、えー、進めさせていただきたいんですけれどもまあこれはできれば、えー、今日時間は十分ではないのでなんか囲碁っていうのは慣れることですです。ですから遊,遊んで遊んで遊んでるうちにまあいろんなことを覚えてまあ分かってくるんですけれどもえっ、ー、とまあ、えー、この ページというのは、これ皆さんに紹介した、えー、その、順号の、その、対局のサイトですけれども、えー、っと、まあ、あの、全然これ、えー、ままだ入ってなくても全然構わないんです。えー、紹介するだけですけれども。で、そこで、まあ、対局と、えー、まあ、そうん まあその、その他練習問題っていうのは、まあ、とりあえず遊べるものかと思います。で、今見せるのは、これ、あの、私専用の、えー、この、教えるための、この、ソフトなので、えー、皆さんの方にはついてないので、えー、すいません。で、でも、まあ,とあこ、このような画面です。で、これがですね、まあ、あの、以後,以後の、これ、7路番っていうものなんですが、えー、一般的には、そうですね、あの、5番っていうのは、 このように19路で打つんですね。これから、えー、覚えるその囲碁のプログラムっていうのはこの19路版で、えー、やります、えー。で、これ19路になるとこれものすごい、えーまあ、361、えー、も打つところがありまして、一曲打つのに大変時間がかかります。ということで、あの、最初はこのように、えー、9路版というものからまあ始まるっていうことが、まあ、 今、えー、多くやられてるんですけれども、実はこれ、9路版でも大変難しいんです。今の最新のコンピューターでも、この9路版の,の最善を、えー、特にはまあ程遠いというような状況で、この9路版でも本当にとても難しいということで、今日は、えー、この、えー、7路版ということで、えー、とりあえず遊んで、えー、いただきます。で、この7路版っていうのは、この囲、e、碁は、 えー、このマス目っていうんです、えー、この桂線っていうんですけれども縦の線と横の線で、えー、構成されてますでこの七路盤っていうのは縦と、えー、横七路ずつっていうことで、えー、それで七路盤っていうことですはい、えー、ではまずこの石を置いていくところから、えー、やります囲碁、えー、は、えー、この将棋と違いまして この経線の交差点、こちらに置きます。まあ、これはアプリですから、こういうところでしか、<laughs> 昔は出てこないんですけれども、ね、これであの真ん中に置くっていうことはないんですが、でこのように、えー、線と線の、えー、交差するところに置いていきます。ですから、これ七路番ですと、これが49箇所ありまして、まあ、えー 49箇所を打つところがあるということですね。でそして黒と、まあ、白と、まあ、このように1、えー、手ずつ、えー、打っていきます。そしてこれ、以後は難しいと思われているんですけれども、実はこれ、ルールは1つしかないんですね。本当に1つだけなんです。えー、どういうルールかというと、えー、囲めば取れるというルールですね。囲めば取れる ことがわかればもう囲碁が打てるっていうことですけれども、じゃあ、えー、どういうことが囲むかっていうと、その時にはこの石が傾線に置いているっていうことがこれまあ大きな、まあえー、意味があります。えー、そうですね、あのー、囲んでは取れるのをまあどう理解するのかっていうのは、えーまあ、このように、えー、理解することを進めているんですけれども、この大きな意味があります。そうですね、囲んで取れるのをどう理解するのかっていうのは、このように理解することを進めているんですけれども、 石がこう5番の上にこう置きますと、えー、交差点に置きますと、この石からこの経線が4か所、ねえー、4つの方向からこの出てきますで。この石は、この傾線は、えー、この石が呼吸するところと、えーね、息をするところ、まあ、そのように、えー、考えていただくと分、えー、かりやすいですね。でこの石は、息ができるから、 バンの上に置けると。そういうの考えてください。で、えー、逆に、石の周りが相手の石によって囲まれたら、これ、息ができないから取られると。これが実は囲碁の唯一のルールですね。では、えー、例えばやっていきましょう。えー、このように一手ずつ打って、こうなった時に、この石はこちらしか息ができないということですね。 でそしてこれをさらに違うところに打ってこのように囲まれたらこの石が取られちゃうんですね。実際後で皆さんに対局していただくんですけれどもこのようにあの、えー、囲んで相手を取った方がつまり黒の方がこの白石を,を取り上げるということですね囲った石をまあ取り上げるというのはあの 権利でもあるし、義務でもあります。え、そうやけど、黒が、まあ、このように囲んだら、この石を取ると。こうやって、息ができなくなった石は、盤の上から取り除か,かれる。これが以後の、実は、これ唯一のルールです。これ以外に実はルールはないんですね。はい。えー、そうですね。でも、もう一、ここが大事なところです。もう一回見てみましょう。まあ、つまり、えー、ここで、じゃあ、あの、どうしたらこれ取られそうだってわかるかっていうと、まあ、このように、じゃあ、 ね、このように、この、秋だめっていうのはね、だめという、これ、息できるところっていうことですね。以後の、えー、言葉では、これ、ね、あの、空いているだめと言います。このい、この黒は、1、2、3と3箇所ね、箇所で息できる。この黒の石ですと2箇所。で、そしてこの黒石で2箇所と。で、この1になっているっていうのは、次に取られるっていうことですね、えー。次に取られる石はこれ1になります。 それを、まあ、そのまま相手に打たせると、まあ、このように盤、まあえー、上から取り除かれる、えー。こういうことなんですね。えー、実は、まあ、<laughs> ルールというのはこれだけなんですが、囲、ま、碁、ああのー、はとてもとても変化が多いですね。でちょっとね、あのいえー、他の,、えー、その少し、えー、いろんなケースをまあ見てい,いきたいんですが、さて、 では、囲まれたらまあ取られるかというと、一手ずつ打っているわけですから、えー、それをえ阻止することはできます。この囲碁のルールは、えー、同じ色の石がこの経線によってつながっていると、これが息継ぎできるんですよね。えこの石と石の間でこれ、息継ぎができます。で、このように同じの 色の石が、この形成によって繋がれたら、この石が一体化します。ですから、この二つの石が一つのえグループになって、もう一体化します。以後は盤上に置くとこれ動かないので、この二つの石はもうこれずっと動かないので、俺運命共同体です。ね、あの、生きるの 最後、これ生きるのも一緒、えー、取られるのも一緒ということですね。で、ここではどういう状態かっていうと、このように、じゃあ、諦め、えーね。このように見てみましょう。この2つが、これ1つのグループになって、共にこれ1つ、2つ、3つ、ね、この2つのグループが3つの,この呼吸点、ね、呼吸するところをこれ有します、えー。そして同じ、ね、例えばこのように進めば、 このように、さらにこの3つが1つのグループになって、今度はね、よ4箇所、えー、息ができるところがあるということで、どんどん,どん取られにくくなる、えー、ということですね。つまり、あの、囲碁っていうのは、石をこういうふうに繋げて、継線でつなげていって、グループしていくことによって、相手に取られにくくなるっていう、まあ、そういう、えー、性質です。 あとで対局するときもなるべく、えぇ、ー、すぐこれオーセロと似てるので挟みたがるんですけれども、えー、グループとして育てていった方が、えー、賢い、えー、より勝てるようになります。えー、これがまあ、あの、この囲碁の取るルールですね。えぇ、ー、経営者によって息ができると。そして、 えー、ケースによってつながると、それがグループとして、やっぱりこの息をするっていうことで、えー、だけれども、やはりこれグループになっても、ね、このように、えー、囲まれたら、えー、次ね取られると、えー、そういうことですね。まあえー えー、グループになったと。さて、まあ、えー、ということで、もう、えー、そうです実践に入ってもいいんですけれども、ちょっとね、あの、この、以後の特徴っていうか、まあ、一、非常に大事なこの一つとしては、この5番の橋がありますね。この5番の橋ですけれども、えー、橋はどう違うのかと言いますと、例えば、こちらに、えー、置いたら、 この上に息できるところがないわけですね。ですから最初からこれは3つしか、ね、息できるところがないということで、端に置くと、えー、息がまあちょっと詰まっているので、取られやすいという特徴があります。そして、まあ、例えば、えー、先ほどちょっと、ね、お見せしたように、これ取られちゃうので、えー、じゃあでは大変だといって、この3つを取られることを防ぐ、えー、ところっていうのは、 やはり、ここをね、えー、打たれることを防ぐように、まあ、こちらに逃げる、ね、これ逃げるっていう。これで4つになって、先ほどの例から考えると、これは、息できるところがまあ増えて、まあ、どんどん安全になるということですけれども、ただ、これは橋の方に向かっているので、こういうふうに逃げても、実はまだ、ね、これ2箇所しか息、息できないわけですね。で、この追いかけられると、やはり、 次、ここで取られちゃうわけですね。で、同じように、先のように取られるところを置いて逃げようとしても、これ、端なわけですから、こちらに行きできるところはありません。ということで、このように逃げていっても、えー、まだね、これ、ダメは1つしかなくて、やっぱり当たりという状態なので、この相手の番になって、ね、ここで打たれたら、これ5つ、えー、まとめて、えー、取られてしまいます。 ということで、端に逃げると、取られやすいということですね。これは後で、えー、打つときに、えー、そうですね。えー、ちょっと一つ気をつけた方がいいと思います。えー、っと、そうですね。皆さん多分、非常に囲碁向いているので、このまま対局に進んでもいいと思うんですけれども、一つえ、対局する前に、えー、ちょっとその、 練習のミニゲームを、えー、ちょっとやってみたいと思います。それは石の、えー、取る形になれるためですね。では、えー、そうですね。最初から、えー、そうですね。これは、あの、オセロと同じように、このように5番の中央から、えー、石の互い違いの石をこれ置いてみ、えー、いきます。えー、そしたらこの、 いうことで大事な、えー、割とこう気をつけなければいけないのは、この斜めの同じ石同士、ここの間に罫線はないんですね。ですから斜めの石は繋がってないです。多分皆さんいろいろゲームをやると思うんですけれども、斜めの扱いと縦横の扱いと同じのゲームは結構ありまして、そこはちょっと最初、えー、慣れないところあるんですけれども、言語の場合は、これ斜めのところは、 つながってないので、このように、えー、あらゆる石がこれ2点しかないですね。でそして、例えば、えー、打っていって、すぐ、まあ、こうやって取られて、えー、しまいます。でということで、えー、これからこのように始めて、えー、これ石取りゲームといって、一つでも取ったらゲームセット、どっちかが石取られたら、えー、終わりと、えー、そのような、えー、ゲームを言え。 えー、とりあえずちょっとやってみたいと思いますでは、えー、そうですね、えー、ついでにこの初めてこの囲碁の石を触ると、えー、いう方も多いかと思いますけれども、えー、その私たちの前にあるこの、えー、囲碁の道具を、えー、使ってみたいと思いますセットを用意してください、はいえー 以後は、これは、あの、二人で一つのセットを遊びますので、えー、な、この横に並んでる方の、え、どちらかの、えー、そっとを使えばいいですので、え、はい、これでそれで、ちょっとこの、この、あの、道具を使うのに、コツがありますので、今から紹介します。まず、 えー、袋の中から5、えー、石を出してみましょう。はい、2つ、えー、ご石があります。そしてこれ、開けてみましょう。で、この中にさらに、えー、袋に入っている石があります。で、でこれ、袋に入っているのは、これ、新品のためです。ですから、この袋自体はあまり意味ありません。あ、えと、ー、で、まあ、また戻してもいいし、これ、あの使わなくてもいいです。 でもこれ新品ですので、とりあえずこのええ袋を、えー、このビニール袋の中の石をこのように布の袋の中に、えー、じゃらっと全部入れましょう。はい、全部入れてみましょう。で、普通は、えーていうかまあえー、この中から石を取り出して、えー、打つということです。 そしてえっ、ー、とこの布の袋、えー、服の囲碁、えー、はこれ硬いえー、これゴケといってねあの石を入れる器があります。でもまあちょっと今日は鯛セットっていうことでえー、この布のものになっているんですけどこれ使うコツがあります。まずこうやってえー、っとこのなんていうのかなあの上の口のところを、えー、一人。 じゃあえ二折りしてみましょう。二折りすると背がこれ低くなります。えー、こっちから石を入れた後一折りして外に向かって一折りして二折りしましょう。そうすると袋浅くなります。えー、そうですねあの隣で、えー、もし相手がいらっしゃらない方ももしよかったらこの。 打てるように、こう、移動して、それうか以後は、えー、打って初めて面白さがわかります。え、打つのが一番。え、とりあえず、打っていきましょう。えー、そうですね。はい。えー、このように。えー。背が引く、な、なりますと、机の上に置いて、人差し指で両端を。こう、押してみてください。押します。 そうすると底辺が丸くなって立ちます。このまま置いて、人差し指、両人差し指で両端を押さえると、底辺が丸くなって立ちます。はい。そしたら、この中から石を取り上げて、まあ、打つと。えー、それだと打ち返えやすいと思います。どうでしょうかえー、た、立ちましたかえー、っと、まあ、もし相手、 えとそうですね、まあ、どうしても対局しなくちゃいけないということでもないですが、あとでアプリの方でも対局できますけれども、人との対戦が一番面白いです。囲碁っていうのは、やっぱりこれ、人と人と打って、それ面白しかったから、やっぱりね、これ、アルファ5っていうのがまあ作られたわけですので、えー、この人と人との対戦とまあ面白さをまあ味わっていただけると、より囲碁が面白くなると思います。 えー、どうでしょうか、皆さん、えー、お相手、えー、は。はいでは、そうですね、まああの今日は、ご、え、用、ー、の時間十一時までありますので。 えとそうですまず、えー、今紹介したような、えー、この石取りゲームを一つちょっとやってみましょう。えー、中央の方に、えー、これはあの7の番ですからぴったり真ん中にはならないんですけれどもこれはねあの皆さんこれオーやったことがあると思いますので、えー、まずこのようにしたオーセルと全く違いますよ。あ,の、えー、あまり伝送しない方がいいんですけれど最初は、はい、このように始めて、えー 以後はまああの習慣的に今、えー、黒から始まるですので、えー、黒から、えー、どちらでもジャンケンでもえ、ね、なんでもいいんですがたまたまだ黒持った方がいい、えー、からで,、ね、で黒から、えー、打ってとにかくあのどっちか取られたらゲームセット取った方が勝ちと、えー、そういうことであの一曲終わったら黒白交代して2曲、えー、やってみてください。はいえー 勝ち負けは全く関係ありません。あの勝つと嬉しいと思いますけれども、<laughs> あの取るっていう形を慣れていただくためです。はい、それではお願いします。お願いします。<laughs> そそあい分からないところあったらいつでも聞いてくださいあとそうですねズームで入ってる方も、えー、まあもし、えー、対局の環境があったら、えー、ちょっとやってみて分からないところあったら聞いてくださいどっちかが取られてゲームが終わったら、えー、黒白交代して、えー もう一回やってみましょう。<laughs> <laughs> <laughs> すいません、それこのあの石取りゲマのあの時間、あと二分とさせてください。 ど

そうですねこたえ。皆さん2<ー>曲を歌れたんでしょうか <laughs> えっとそうですねじゃこのイストリウムっていうのはそれなりによくできたゲームなので、えー どうしても相手を取ろうと思ったら相手がどんどん逃げて、えそんなに簡単では取れます。えー、そういう意味でまあやり出すと面白くなるんですけれども、えー、と練習はえここまでえー、とさせていただきます。はい。そうですね。えー、まあ、えー、この以後は変化が多い。えー、やり出すとえどんな形でもできます。えー、そこでですねあのさっきの囲めば取れると。 えー、ちょっとまあ角度を変えてみれば、息のできない石は、ダの上には存在できないと。えー、石の息のできない石は、ダの上から取り除かれると。とにかくルールはこの一つと、まああのはいえー。そのように、えー、理解していただいていいです。えー、ということで、まああのーえー、改めてですけども、ちょっとその説明、えー、する。 えー、した方がいい形があります。たぶここで、まあ、白の番ですけれども、えー、囲碁の一番いいところは自由。どこに打っても、まあ、えー、大丈夫です。えー、どこに打っても大丈夫ですが、息のできないところには打てないですね。ですから、えー、この局面で息のできないところっていうのは、えー、じゃあ、2箇所ありますね。こちらは、えー、置いても、周り全部囲まれているので、 えー、息ができない。これ、ま、実際の5番でしたら置いて、えー、この、息ができないことを、えー、お示しするんですけれども、これアプリですので、ね、<laughs> えっと、ここは自動的に、えー、この他にところですと、スカシは出てくるんですけれども、ここはスカシは出てこない。で、息ができないから打てないということです。これを理解してください。そしてもう一つですね。この白は今、はい、えー、えー これまだ1つ、ね、呼吸点があるんですけれども、えー、もう1つ、えー、っとこちらを、えー、打ってしまったら、はい、こちらに打ったら、この2つのグループが全部囲まれている。ということで逆に白がこちらを打ってしまうと息ができなくなるので、これも打てないです。ねえー、グループになって、 逆に息ができなくなるときもこれいけない。打てないです。とにかくこの息のできない石は5番の上には置けないと。えー、そういうことです。5番の上からと取り除けなければならない。最初から取り、取り除かれる、かれるところは、まあ、打てないと。まあ、そういう決まりになってます。ただ、一、えー、つ例外がありまして、相手を取れるときはどこでも打てます。例えばこのように白が、えー こう来た後黒になったときね、今はこちらはやっぱりすかしは出てこないんですけれども、ここにすかしが出てきます。なぜなら、こう打った後にこの黒2つが取れます。で、打って取ると、この白の2つのグループにこれ、呼吸点ができるので大丈夫ですと。ね、ちゃんと息できますということで、相手を取れるときはえどこでも打てます。それをえ覚えてください。 でも、えー、取れないときに、えーえー、息のできないところを打てないと。まあ、そういうルールになっています。で、このルールがね、実はこれ、まあ、大変重要なルールなんですけれども、えー、そうですね。これはちょっと遊んでみればわかります、えー。ということで、はい、えー、これから、えー、本格的な、えー、異号の対局に入りたいと思うんですけれども、 えー、囲碁の対局っていうのは、まあ、これ、順互っていうことです。実はこれ、まあ、スコア計算の仕方が、えー、違うだけで、その、囲碁そのものなんですけれどもね。また、この順互っていうのは、えー、どう、えー、打つかというと、この、一人ゲームから一歩進んで、5番の上に、最後、残った方が、多い方が勝つと。そういうルールなんです。でプレイルールは、ずっと、えー、全く一緒です。 囲めば取れる、これ一つです。そしてどうすれば勝ちかというと、最後に相手より多い方が勝ちと、そういうルールになります。はいですから、これから対局するにあたって、もう、はいえー、これも何も制限なく、最初から一、ね、手ずつ、えー、打っていきます。そして、えー、これ5番に打ったらもう1点です。ね 5番にもう自分の石があったようこうなったら黒2対1です、ね。で、このように打って、こうなってこう取られると、4対2で黒のリードになる。だけれども、打つところいっぱいありますから、また打っていくと。で、取られるとちょっと不利になるけれども、これ途中経過ですから、気にすることはあります。最後に、これ以上自分が点数増やしたくない、あるいは増やせなかったら、パスします。ね 両方パスしたら終局です。つまり5番の上に置く石を競うわけですから、両方とも自分の、えー、点数はマックスになって、あるいはまあもうこれ以上得点する必要がないと思ったらパスして、両方得点する、さらにこれ以上得点する石,石がなければ、そこで終わりになります。ということで、両パス終局。続けて2人パスしたら終局です。 ただ片方だけパスして、もう片方打ったら、もうパスはリセットされて、まあ、またやり直し、えー、と、えー、両方打てるということですね。えー、両方続けてパスしたら、終局。えー、そして、まあ、あの、どっちか、打ったら、まあ、また両方打てるということで、今までは相手を取るだけを目指して、今、や、やりましたけれども、これからこの7ロバン、49箇所打てるところで、相手より、 多く打てるように、えちょっと、えー、対局してみ、えー、たいと思います。えそれではまあ、えー、そうですね、えー。あまり時間がないので、先ほどえ対局した横の方とえ一つこれを体験、えー、対局してみましょう。これは、えー、囲碁そのものですので、えー、皆さんにとって初めての1曲目の囲碁の対局になります。囲えば取れる。たくさんある方が勝つ。 え考えることはこの2つだけです。ではえやってみましょう。よろしくお願いします。どこに打ってもいいです。そうですね。えー、とりあえずもう両方パスするところまで持っていきましょう。はい。で、分からなくなったらパスしていいです。はい。で、両方パスしたらそのまま5番の上の石を数えて、多、えー、い方は勝ちです。 えー、対局中すいません。あのー、やり出す面白くなりますけれども、できる、あの、5分以内で、え、1曲お願い、え、できると助かります。えー、え、石どんどん置いていって分からなくなったらパスしてください。とにかく最後、えー、一つやね、勝負、え、えー、つけられるといいかと思います。え、5分ぐらいでお願いします。よろしくお願いします。 なので、このままです。 はい。イル あ、えー、どうもありがとうございました。えー、今日時間に限りあり,ありますのでえいつまでたっても遊んでいただきたいところですけれどもちょっと次に進んでみたいと思います。はい。はい、えー、と今あの、まあ、終わったところもあるかと思うんですけれどもちょっと時間が短くてすみません。ええー、と、まあえー まあでも両方パスすれば終わりですのでね。まあ終わらせようと思ったらまあ早いんですけれども、まあ勝とうと思ったら大変です。これはね、この1曲目でもプロでも同じです。はい。えー、っと、そうですね。あの、実はまあこれは午後にね、この、以後のプログラミングするための、まああの時間ですので、えー、っと、ちょっとね、あの説明、えー、しなければいけないところにまあ進んでまいります。まあ特に今のように、 実はあの今皆さん体験したもの、これがもう囲碁そのものです。えー、えー、囲碁はどういうものでかもうこれしか、本当はもう今皆さん体験したものしかないんですけれども、まあだけれども、実はこれいろいろそこに、えー、テクニック、作戦というのが出てきます。え、そうですね。まずこれ囲碁で、一番最初に覚えなければならないテクニック。えー、それは、 スコアを作るテクニック。ね。えー、囲碁の言葉ではこれ、生きるって言います。では、ちょっとね、このテクニックをちょっと説明していきたいと思います。えー、とにかくこの、たくさん置いた方が勝つと。で、今の途中経過は、えー、5対4です。黒が、例えばここでパスしたら、まあ、白がどんどん打ってきて、これ、追いつかれてしまうので、黒としては、ここでパスする理由はありません。どんどんね、あの、自分から、 やっぱり打って相手の石を取り上げて、スコアを有利にしたいという風に思います。まあ、例えばこの白逃げたらまあこれこ追いかけてで、そしてまあ追いかけてまあ取っていきます。ということで、ま心はまあここで3つも取って。まあちょっとまあえ大量リードとまいうことですけれども、まあ白もこのようにこの自分のグループをしっかりさせます。 グループをしっかりしますと、この辺は勢力範囲になりますので、相手が打ってきても素早くここを囲むことはできます。ね、そして、えー、この打てるところはどこでも取れますのこのように黒が囲んでいるこの、ね、角のところでも取れるときはこのように、えー、取れますので、 このようにグループになって勢力範囲となったところで相手が打ってきたらこれ簡単にえ取れるようになるとまあいうことがあります。まあ、同じように白もこちらの方にえー打っていったらこちらも取られますね。でまあこのようにえこちらに打つとこれ取られて得点にならないので白としてはまあこちらで得点をまあ増やしてえいくと。でこちらに入っても取られるのでえなるべく自分のグループとくっついて と,えところだと取られないというとこでここから点数をまあ増やしていきます。で、このように、まあえー、相手の打っているところですと取られちゃうのでお互いこうやって、えー、点数を増やしていきたい、えー、ということですね。で、最後はまあこうやってこれはまあその運動会の玉入れみたいに C66、はい、とまあこういう、まあえー、ことになってくるんですけれども、まあ、例えばここでのまあスコアとしては え白は10、えー、白19。で白が20えー、黒が24、白が19、黒が24として、白はなるべく黒にまあ早く追いつきたいということで、黒を打ったこのま,まで白が負けですので、まだ増やしたいから、これ、打っていきます。ただ、これ、打っていくとどうなるかというと、これ、ここまでね白の得点として5番の方に置いてあったんですけれども、これ、息がここにしかできなくなる。 いうことで、ここに打たれたら、これは全部取られて、スコアが0になってしまいます。それは、なぜそうなったかというと、自分のスコアを作る、えー、テクニックを、えー、忘れたからですよね、えー。では、このスコアを作るテクニックはどういうものかといいますと、このグループの中に、相手のこの打ってないところが2か所、 以上あると、そのグループは絶対取られないです。先ほど紹介したえルールの,その活用ですよね。えー、つまり、黒としては、黒としては、こちらですと、まあ、これ、打てるんですけれども、こちらはもう囲まれているとか、打てない。こちらも囲まれているから、打てないと。ということで、この白のグループの中側にね、あの、 この打てないところが2つある。で、逆に白としてはこの2つ息できるところをキープしているので、えー、この5番の上に置けるわけですね。そして、えー、スコアとして、えー、数えられちゃう。られるんです。えー、ただ、このこれを忘れて欲張って、この自分から こう打ってしまいますと、これ、息できるところは一つしかなくなりますので、えー、この、えー、ま、黒に、ま、取られちゃうっていうわけですね。まあ、まあ、これからまた打っていけるけど、まあ、やがてこれ囲まれて取られる運命になります。えー、そういうことで、この、グループの中で、二つ以上、ね、あの、相手の置けないところを作ると、それによって、スコアを作ることができる。 ね、でこうこうな例えばこのグループはこれ3つ、えー、相手の打てないところがある。こ,れこのままこの白のグループとしては絶対取られないので、えー、これで14点、ねえー。以後ではこれポイントのことを「黙」っていうその言葉で。えー それ数えますこれ白はこれ14目ある <laughs> というふうに、えーま、あの言います。でそこでまだ実は、ね、これもう一つ打ってこれ15目十、ね、五ポイントにすることはできる。で黒ももう一つ打ってる。ただここで白はまあ欲張って打つと、えー、取られてしまうので白としてはここで自分のスコアが最大に達したと,、えー、ということで白はまあここでパスするとこれはいいプレーになるっていうことですね。 でこのように、まあ、あの自分のグループの中に2つ相手の置けないところを、えー、作っておくとそのグループはポイントとして、えー、自分が獲得することができるこれが一番大事な、ね、あのテクニックですねこれを囲碁の言葉ではこれ生きると言いますねでこれ生きないと、まあ、その生きるは簡単になってしまいますのでこれちょっとつらいですですからあのえー 囲碁を打つというのは、石からこれグループに伸ばしていって、そしてそのグループが最後、この相手が2つ打てないところを確保できるような、そういうグループですと、最後、このポイントとして自分が獲得できると。えこのテクニックが分かれば、えー、すごく勝ちやすくなります。えー、ということで、まあえー、実はまあ覚える、えー、べき、えー、テクニックというのは、今日は。 これですすのでつこれをやってみたいいと思まはこのテクニックを活用してもう一回対局をお願いします。よろしくお願いします。もしこれで打って両パスまで行ってそこでよければやっぱり黒白交代してもう一曲打ってください。このまま楽しんで。 12時まで、えー、打ってもらって、まあえー、それだけ休んでもいいし、えー、12時10分から再開したいと思います。でも僕、ずっと見てますのであのあ、11時、はい、すみません。<laughs> 11時10分まで、えーえー、遊,び遊んだり、休、えー、んだり、えー、11時10分に再開したいと思います。でも私、ずっと言います。分からないことあったら何でも聞いてください、えー。いろんな形ができますので、よろしくお願いします。 あえー、皆さん、熱戦中え、大変申し訳ございません、えー。11時10分になりましたので、えー、次に進みたいと思います。えあの対局を、ね、あのこのしていただいてえ、大変ありがたく思います。えただ、あの囲碁というのは、今の皆さんが、えー、遊んだ通りの、えー、ゲームです。囲めば取れると。 ね、このプレールールはこれだけです。そして、えー、スコアの数え方は5番の上に多い方が勝つ。ねえー、これが勝負のつ、えー、け方です。そして一番大事なテクニックはグループの中で相手の打てないところを2つ作る。そしたらスコアは作れるということですねで。このグループの中に相手の打てないところ2つあるというのは。 囲碁の言葉で二眼ね、目が二つと言います。で、この目が二つと、これ生きるということですね。ま、あ,あの、言葉っていうのは結構乱暴で、生きるのに対して、えー、それやっぱり死ぬっていうことは、えー、よく言います。二、えー、つ作れないと最後、結局はこれ取り上げられて、ここはゼロになるので、これ死にと言いますね。囲碁をやっていると、そういう言葉結構、えー、出てきます。そしてこの二つ、 えー、入れないところを作らせないということを、これ、殺すと言います。まあ、あの、<laughs> やり出すと、これ、えー、普通な感覚で出てきます。ただ、まあ、あの、そういうふうに、えー、生かさない、ね、生きない、そういうふうに言っても大丈夫かと思います。えー、ということは、まあ、今日はあまり時間がないので、次進みたいんですけれども、えー、この、生きる以外にも、もう、以後っていう、とにかくこれ、無限にこれ、紹介したいことがあるんですけれども、今日は時間がないので、 えー、ちょっとこのアプリの紹介だけ、えー、させてください。えー、と、この、えー、これはですね、あの、あ今アプリと言ってしまいましたけれども、もともとこれ、えー、アプリとしてダウンロードできたんですけれども、このバージョンアップで今、あの、サイトだけしか機能残ってないです。でも、これ、あの、サイトですと快適に遊べますので、えー、ぜひ皆さん、これパソコンでこれで遊んでください。えー、ただそうですね、この、 えー、登録してログインすると、えー、こちらの画面になります。で、この対局をやりますと、えこの今の囲めば取れる、ね、たくさんある方が勝つというルールで対局できます。で、こちらで相手を選べます。で、こちらはですね、あのえー、この、まあ、この後はまあ投了して、えー、です。 で始めると、まあ、この曲がこれで相手を選べます。で、これ、自分が黒番ですと、こうね交換すと、こ,これ白番になるんですけれども、えー、黒番は、これ、多い方は勝つ、えー。先に打った方は圧倒的に有利です、えー。黒番ですと勝ちやすいので、<laughs> あの勝ちたければ黒番で打つ。で、そして勝つと、こちらの、えー、この今、レベル 1>, 1から始まるんですけれども、勝つとこのレベル2の相手を選べるようになります。えで、レベル10までいったらもうほとんど、この、そうですね、救、え、急、ー、者の中でも強い。えでもまあ,あの、これやっぱり AI、えー、これオンラインでね、AI でお相手してますので、えー、適当に、えー、皆さん必ず勝てるように、進めるように、えー、調整してあります。ぜひこちらで遊んでください。えー、そして、えー、この、 この研究っていうのは、これは番代わりに使います。例えば、スマホですとサイトを開いて、これでこの対戦、これを番代わりとして使います。これ、パスボタンもあるんですけれども、対戦ですあんまり、パスボタンは意味ないかもしれないですいこれ余談です。でも、このように使ってください。そして、この練習問題。 ね、いろいろ、えー、練習とチャレンジのこの、えー、2つの形式で、えー、これ練習問題、えー、お好きなように、えー、そこを楽しんでください、えー、そしてそうですねこの上に上にこれそのジャンルがありますので、えー、このジャンルを選んでまあいろいろこれはその遊んでいくてとていううにわかるんですけれども、まあ、あのまあただこれ切るっていう問題ですが とまあね、こういう問題が出て、できるというのは、このように相手の石、えー、を、えーね、グループを切断すると,、えー、というテクニックという手,手法ですね。まあ、このように、まあえー、遊べます、えー、ということですね。でこれも基重な時間、ついでに、えー、これ報告したら、これはあの教師アカウントというのがありまして、えー、このアプリで 囲碁を教えたい方実はもう皆さん全部この囲碁であの方法で囲碁の先生になります。えー、教えること3つです。囲めば取れる。たくさんあるは勝つ。そして、まあ、ついでに、えー、大事なテクニックでしたら目が2つあると生きる。それが自分の、えー、スコアになると。スコアを作るテクニック。この、まあ、3つあればもう先生になれるということで、えー、それで教えたけどあの、私に言えばこの今のこの えー、教師専用の中には今、えー、私たちが使ったこの、えー、アプリが、えー、入ってる。それだけの話です。はい。えー、ありがとうございました。では、えー、っと次に進みたいと思いますね。とにかく、この囲めば取れると、えー、たくさん、えー、ある方が勝つというのは5なんですが、えー、そうですね。あのあのまあ やっぱり皆さん、この今まで囲碁打ってなくても、囲、え、碁、ー、っていうのは、この字が多い方が勝つと、そのように聞いたことがあると思います。まあ、で、これは今日、その、紹介した内容と違いまして、こ、え、のー、紹介した内容と違いまして、 えー、たくさん5番のある方にが勝つとは、まあ、ちょっと違うと、まあえー、そういうふうに、えー、思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけれども実はこれねあの全て本当はあの同じことなんです。でこの囲、e、碁のスコアの計算、えー、といったこれ集計法ですね。でこれ集計法って実はこれ皆さん今あの初めて碁を打たれた方はそんなに感じないかもしれないんですけれども、えー、実際みんな遊んでいる5番は19路番といってとても大きいです。 となると最後、例えば私たちのように、たくさんある方が勝つということでやりますと、最後それ数えるのが大変と、まあ、いうことが出てきます。で、その数えるのを楽にするために、いろんな方法が考えられてきました。はい。で、それが、まあ、あの、その、 いわゆるあの、普通はルールの違いというふうに、まあ皆さん映るんですけれども、それはやっぱり同じ現象を、まあどのようにする集計するかだけの、まあことだと。まあそのように、えー、理解してください、えー。ということで、まあ英語のスコアの集計法は今、えー、私たちがそんなこの順語っていうのは、石の数ですね。石の数を集計する。そして、えー、この囲碁、えー、この多くの二がね、あの、まあ普通に楽しんでいるっていうのは、これじ という、ねえー、ものを集計して、多い方は勝つということですね。で、まあ、ついでに申し上げると、ね、これからやるこのコンピュータ囲碁というのは、ね、実はこの石と字をプラスした数で、えー、を比べると。で、まあ、そういうルールになってます。で、その辺を、まあえー、ちょっと、えー、説明したいと思います。 では、えー、そうですね、あのー、先ほどの7路版で、えー、ちょっとこう、えー、紹介したいと思うんですけれども、そうですね、じゃあ、あのー、適当にえちょっとこの、あえー、っと、えー、打ってみたいと思うんですけれども、まあ、このような対局が、えー、あったとします。はい、で、確かに。 でこちらあたりになって逃げると取られるのが、まあえー、取られちゃうとそして黒もこの1目を取ったとそして白はまたこちらを取ってでこちらに入ってもちょっと取られるねというふうに思ってこのグループから最大限に、まあ、こうちょっと伸ばして、ね、でそして、えー、と相手の勢量範囲になる入っても初戦取れないし えー、入ったまま相手の場になりそうですの、ね、で、とりあえず自分のグループを最大に伸ばして、でまあ、例えば、そうですね、まあ、こちら、えー、他に打ったら、この場所は打たれてしまって、自分のスコアが減りますので、このように、まあ、打ちますで。そうなったら、えー、っとそうですね、えーまあ、もうあとは、えー、このように、えーまああの 自分のスコアを増やしていくだけですけれども、これはまあ結構上手な方の対戦ですね。つまりもう相手の勢力範囲に入ったら取られるということはわかるとえいうことなんですけれども、そうするとまあ、もうこれからこちらが白がまあ打っても、所詮なること、なるようにしかならないとまあいうことが分かってくるんですね。で、これはまあかなりこれ技量が上がってくるとそういうことがわかるんです。 ということは、どういうことかと言いますと、まあ、この空点は、えー、白が打たないと黒が打たれるんで、そこは変化しますね。でも、こうなった時には、お互いのグループは密接して、これから、こちらの空点は、白の石でしか埋めることしかならないと。ね。こちらの空点も黒が、の石が、えー、置いていくということにしかならないと。 いうことは、やっぱり、この、語の技量が上がってくると分かるわけです。ということで、白が今の手を打った、えー、え瞬間ですね。この、語は実質的に決定されていると。もう、どうにも変わらないということが分かるわけですね。で、これ人間っていうのはね、あのー、なんていうか、めんどくさがり屋なんですよ。ね。 白ここに打った時からこの後は初戦になるようにしかならないもうこの後は決まっているとまあそれならまあここでえ計算してしまえばいいんじゃないかということですねでそうするとまあこちらをえ白のこの勢力範囲をそのままもう全部白が打てるとしてえ黒がのこちらもえそのまま全部打てるとして計算しようじゃないかまあということでそうしたら、えー 仮に。つまり、まあ、このようなことで数えてみようと、えー、いう考えが起きるんですねで。まだ打ってないんですけれども、そこは白石と見なして、黒は黒と見なして、えー、数えようかと。で、そういうふうに、えー、この白がここを打ったときに、もう対局者2人が、あ、もうこれで5がね、実質終わったねと。 じゃあ、これから、白が、えー、白の勢力範囲は、ま、白石を置いたこととして、黒の石を、勢力範囲は黒を石と置いたこととして、数えましょうと。二人が合意すれば、もうここで、これ以上のね、あの、置いていくことをしないで、計算はできると。で、それが合意でできるようになるね。そんなにい方ことはないっていうことで、実は、これが字っていうものですね。この、勢力範囲では、えー、もう石を置いたと見なして、えー 数え、スコアを数えると。で、このように、えーえー、見立てて、えー、数えていくと。で、この、えー、小さい丸のところがこれ字ということですね。で、さらに、えー、これが字なんですけれども、ここでスコアを数えるのに、えー、やっぱり盤上の石と、えー、つまり、えー、この字はこの石と見立てて、盤上の石と、まあえー、一緒にこう数えるわけですね。 そこもね、やっぱり人間というのは知,知恵が働きますんで、ええー、まあ、7路盤でしたら大した問題ではないです。でも少し想像してください。あの、普通の人を打ってる、これ19路盤なんですね。19路盤でもうその5番の上に5石もすでにいっぱいいっぱい置いてあります。で、そこも数えなければいけないのかなというと、いや、数え、ね、実はこれ数えない方法があるんではないかと、まあ、いうことに気がつくわけですね。というのは、まあ、白はここで、 えー、打った時にそのお互いねもうつまりこれでお互いの勢力範囲をじ、えー、つまり、えー、石として、えー、数えることに合意できたら今まで白はこちらと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 これ2つあの3つ黒石を取ってあるわけですね。それが普通ですとこの えー、語の横に蓋があって、その相手の取った石をその蓋に実は入れるんですね。で、その時に、その相手の取った石を、取った相手側の石を、相手のこの、つまり、えー、相手の字ですね。相手の、えー、石になる見込みとなる場所にこれ入れていくんですね。同じように黒は、白の、 石をこれ一つ取ってますのでこれ入れていくんです。これは意味皆さんピンときますかな、えー、どうしてそういうふうに入れるかといいますとそうするとお互いが今まで打ってきた手が全部盤上に戻るわけです。一人一手ずつ打ってるわけですから打った石は全部盤上になると盤上の石の数は同じになります。ね。でそうしたらえー 石の多い方は勝つんですけれども、お互いの盤上の石は数は同じですから、もう盤上の石数えなくてもいいということになります。ね。ということで、えげ、ー、浜と言うんですけれども、相手を取った相手の石を盤上に戻すことによって、盤上の石は同じ数になると。そうなのどうなるかっていう、どっちの石が多いとを予想するのは、もう盤上の石数えなくて、空いているところ、ね、えー、この、えー <laughs> あすいません。では空いているところだけえ数えればいいというえことではちょっと押し間違えました。まあ、あの、えー、そうですね、じゃあ、あの、まあ、えーもうもう、もう、少しだけ時間、今の、えー、対局を再現していきますと、まあ、こうなりますけれども、まあ、そうですね。えーえー、まあ。 えっとね、つまり、白交代時点で2人が合意して、えー、ここで終局ということにすることができます。そして、えー、相手を、えーね、取った相手の石を白が3つこのように置いていき、白えー、黒は、えー、自分の手一つを置いていき、あとはまあちょっと分かりやすい形にして、空いているところが多い方が勝つと。そういうふうに、 集計することができるということですね。これが一般に行われている字、えー、が多い方は勝つということで、この字というのが、えー、相手の意思によって、えー、必ず打てるであろう空点と、えー、そういう意味なんですね。それがまあ、えー、実はこれ字が、えー、多い方は勝つという、えー、意味というのは、ただ、このたくさん置いた方は勝つと、えー、いうことを両者もうそこで 局面がもう変わらない。事実、えー、終了の時に、両者の合意によって、空いているところを石と見立てて、まあ、えー、計算すると。まあ、実はまあ、そういう意味なわけですね。でも、これはやっぱり便利の方がいいわけですから、やっぱりまあ、白が、えっ、ー、と、この手を打った時点で、えー、終局となると。つまり、この空いているところが、えー、この相手が入ってきても、ね、あの、 自分から取るこれ技量が十分に備わっていれば、えー、それができるわけですね。えー、ということがその字の多い方が勝ちっていう集計法です。もうこれ以上局面は、ね、決まった、えー、変動しないと両者対局者両者が合意した時点でその勢力範囲を、えー、必ず石のおけるこの空点として、えー、それを 集計して数えるこれはがそのね、こちら、えーえー、字の数の多い方が勝ちという、これ、集計法なんですね。これがまあ一般行われてる集計法。これはやっぱり早くて便利ですから、えー、その方がいいですね。で、その集計法をやるときは、そうですね、先ほど、えー、ちょっとあの紹介しなかったけれども、相手を取った、ね、相手の石を取ったの、それ、上げっというんですけれども、 5番の上の多い方は勝つだけでしたら、この相手を取った相手の石は意味はないんですけれども、この字が多い方は勝つという集計法をやるときは、その取った石は置いといて、最後を番の上に戻して、番の両者の数を同じにするとまあいう役目がありますので、石、この、これから皆さんね、あの、囲碁の腕がね、上達して、これ、 えこれ以上この局面が変化しないということが分かれるようになるとまあこの字のえ集計法ね字が多い方が勝つという集計法をまあ使うようになりますただそうですねあのこの字のね数で集計する字の数で集計しで集計するこのやり方にねまあ 時にはこれちょっとまあ微妙な問題をはらむんですね。というのはこれはやっぱり対局者同士の合意が必要ということですで。人間はねこれ実はなかなか合意しないものなんですけれども不思議と5を打つ時はすぐ合意できちゃうんです。これねお互いの便利のためですから。ということでまあ ほとんどこの5を打っても途中である時点でやっぱり両者が合意に至ってそこで G の多い方が勝つという集計法ができるようになるんですけれどもまあでも5は変化が多いのでえ時にはそれがねあのまあ問題その合意に至らないというケースも出てきますそうですねえそこを例えばちょっとえそうですねまあ例えばまあこのような5でしたら えー、じゃあちょっとねまあじゃあ早送りにしてえさっきの、まあ、とちょっと変わった進行になって、まあ、例えばこのような局面ですねこのような局面で同じように白はここに打ってこれですやっぱりまあ、えー、ある程度これ慣れてきたらもうここでその実際この局面は動かないと、えー、で黒がこれは逃げてもどうせ取られると。ということで えこれから、これでもまああの集計できるんですえ。これは集計はやはりどうなるかというと、この黒の石は今存在しているけれど、えいずれはこれ取られて、これ白石になるということで、結局、このエリアは全部白と、で、このエリアは全部黒石として計算すれば、もう早く結果が得られるということは分かるんですね。じゃあ、その時きはまあどうすればいいかと言いますと、すみません。ちょっと <い>どうするかと言いますとまずここで両者合意へね終わりですねっていうとやっぱりあの何が終わりかでわ分からない人には分からないでも対局者同士には分かっているとこの黒は、まあ、いずれ私が取れますねと言ってこの石は、えー、取り上げますはい、えーはい、そしてこの白もいずれ黒に取られてここは黒石で打てますねっていうことで えー、これは取り上げますそして今取り上げた黒の石をやはり相手のこれはまあ目、ね、こそこ陣地っていう概念が生まれるんですねどうせこれは相手の石で打たれ、ね、どこでも相手を打たれて全部黒石として考えることができるとでそういう陣地で,で同じように先白も1つ取りましたはこれで戻すと。 でさっ先の対局は、えー、石上げはまってなかったので,で同じようにこういうふうに打ちますとやはり打った手が全部盤の上にありますので盤の上の石数はまあ同じであると、えー、いうことが何、えー、ていうか、ね、予想できるということなので、えー、この盤の石は数えなくてで、えー、白の空いているところ、えー、白はこれ8目ということですね。 で黒は十三目と、えー、そのように数えることができると、えー、そういうあんばいですね。は、えー、はい <laughs>、はい、えー、とまああのこのように、えー、そうですね相手のその石を あちょっとまあ、今の,今の、ね、紹介した局面のように、まあ、相手の位置がまあ取れている、えー、時でも、まあ、このように字が多い方が勝つというケース集計法は、まあえー、大体簡単に成り立つ。ただ、まあ、以降にはまあいろんなケースがありましてそうです、ねまあ、例えば、まあえー、こういう局面だと、えー、どうでしょう。まあ、例えば、今、白はそうですね。 え今白はえ仮にはいえ今えここに打ったとしますね。まあここでえまあこの黒2にも西を制したと。でそこで黒がねこれでえ私たちねあのこれで局面がもう大体決まりましたのでもう大体じゃなくてもう完全に決まりましたのでこれで、え。ー そのスコアの集計ね、ね字の、えー、を数えましょうかといったらえ、白はいやえ、私はこちらにたくさん <laughs> 石が、えー、生きてますとで、そういうふうに主張するわけですね。で、これはまあ生きてるかどうか、ね、生きてるっていうのは、このグループの中で2つ、ね、相手が入れないところが最後できるかどうか、まあ、ということですけれども、まあ、これはですね、やってみなければわからない。 まあいうことですけれども、まあそれならやってみようということですが、では、えー、実はこれで行く前に、まずこちらをやらなければいけないですね。えーはいえー、そうですね、これ難しいですね。じゃあ、こちらちょっと、あの、すかはいえー、じゃあ、こういうふうに打つんですけれども、いや、そうですね、じゃあ、えー つまり白はまだ取られてないと主張するんですね。ではじゃあ黒は取って差し上げましょうというふうにこういうふうに入れる。あれ <laughs> ちょっとこれあの、ソフトが。はい。でまあこのようにまあ取りに行くんですけれども、先ほどね、紹介したようにこの G の集計法というのは、空いてるところを 黒石が打つだろうと思、見立てて、そして空いているところだけ集計する方法ですよね。これ大丈夫ですかあの、わからなかったら聞いてくださいね。ね。大丈夫ですね。で、このように黒が、この白を取りに行きますと、自分の空いているところがどんどん少なくなるので、つまりスコアがどんどん損することです。で、まあ実際、まあ、じゃあ、あの、こちらの、えー、黒、白を取れるかどうかという、えー ことですがまあ、例えば黒としては、まあ、このように打ってで,で例えばこちらのように打ったらこれはこのグループの中で2つ相手のできないとかできてしまいますのでちょっと技量の問題も、えー、出てきます。でそしてまあ仮に、えー、そう黒は正しく打っても黒は自分のこれより陣地ね黒の石で置けるあろうと。 置けるだろうと見込まれる空点を自分で全部消していくわけですからこれ損するわけですよねスコア的に損するわけ。ということでこのここで黒はこの白が取れると見込んで えー、これでその字の計算をしようと提案しても白としてはこれ取られてないと取れるなら取ってみろと主張されると黒が取りに行くとスコアに損すると困ってしまうんですよね。これがまあ字の数を、えーね、比べる計集計法のまあ 欠点というか、まれにこういうケースが起こりますので、そこはどうするかっていうといいですけど、第三者の裁定とかね、まあそういうことが必要になります。えー、これがまあ、えー、つまりこの、えー、字の、えー、数を比べるこの集計法の、まあ、えー、問題点の一つと、まあ、言われているところですよね。えー、まあ、ということで、えー、こちらに戻り、戻りましょう。え 今までええ、今日私たちが遊んできたこの順語ですね。こっちは石の数を、こっちは石の数を比べるだけですから、とにかく5番の上だけ見てればいいということで非常にわかりやすいです。ただ、実技量が上がってくると、実質的に 局面がもうあの勝敗もスコアも決まっているのに、まだ作業しか、えー、しなければならないと、えー、そういう欠点があります。それましては、これまあ、7ロバ。今私たちね。あ、そんな5番でもそうなんですけれども、これ19ロバになるとこれね。もうあのー、7, 7倍も8倍も広いわけですから。これ集計するだけでちょっとこう。嫌になっちゃうということで、この字の数、えー、石が置けるであろう。えー とえー、両方合意した空間を比べるだけで、えー、この結果がわかるとそのような集計法を、まあ、一般的には体局には採用している。ね、ただその方法にはこれはやっぱり合意が必要なんですね。両方ともこれはあなたのこちらはあなたが置けますねこちらは私が置けますねっていうかなまあ実際に慣れてくると置けるという。 こんな概念もなくなって、もうそっちはあなたのもの、こっちは私のものと。ね。で、このように、まあ、これ、それこそ、例えば、えー、リアルな世界です。例えば、家の境界線ですねで。境界線が両方とも納得すれば、まあ、問題はないんですけれども、片っぽが納得しないと、まあ、いろいろ、ね、あの、ね、話が、これ、折り合えないということもあります。そこでです。え、あの、 1プラス字の数を数えるという方法もあるわけですよね。これはまあ実はまああの今の中国が行われている方法であるし、コンピューター囲碁が採用している方法なんです。はい、でこれが先ほどの局面を見ると、これ分かりますね。ここであのただ字の数、空いている空点を予想して、 えこの集計するということですと、これ予想するっていうとは、両者が合意しなければならないということで、合意ができないときにはまあ困る。特に例えばコンピュータープログラムですと、人間のようにこれ話せないから、これは合意するのは難しいと,ということで、コンピュータープログラムは、石と字とのプラスでえあの集計すると。 それをしてそれどういう利点かっていうと、まあ、ここで例えば黒はじゃあ数えましょうと、まあ、いうことで、で白は嫌ですよ、そうですか、それならまあ取りに、ね、行かせていただきます。白がパスしても、まあ、黒としては、まあえー、どんどん、まあ、このように、えー、取りに行って、えあちょっと、まあ、これはソフトの特性であれですけれども、えー、あの黒としては、えー、どんどん豚をこう取っても、まあ、このように。 えー、黒は、えーまあまあ、取りに、まあ、行くことができるわけですよね。はい、でそこは、えー、もし G の、えー、数で勝負するという集計法を取っていたら黒のスコアはどんどん減っていきます。でも1プラス G ですと結局このエリアで、ね、この,エリアつまりこの 床面積と壁ですね、というか、を足したものが、この自分のスコアになるということで、えー、やっぱりこれでも一応、この最後、終局というのは、パスパスで終わるんですけれども、さすがにここまで来ればね、コンピューターも、あこれは全部黒石で、えー、打たれるだろうエリアっていうのは分かるので、えー、コンピュータープログラムですと、えー、このように石プラス字の合計のスコアで、 えー、勝負すると、えー、そういう仕掛けになっていますえ。以上、この囲碁のスコア集計について紹介してきました。皆さんね、今、えー、この遊んだこの順五っていうものは、碁盤の上だけ石が多い方が勝つと。えー、実はまあ別にこれでいいんですけれども、えー、これ技量も、えー、何にも知らなくて、えー、最初、囲みン取るだけでこれプレイできる。ただ 技量が上がってくると途中で結果が分かっちゃうんですね分かった時には人間は物腐ですからもうこれ単純作業ね、えー、は嫌ですそうしたらお互いこう合意したところで えー、予想した、えー、最後のスコアをその時点で簡単な方法で知ることができるとても、えー、賢いこれ字というねあの実はこれ、まあ、概念と言ってもいいんですけれども両方両対局者が合致、えー、一致したらその概念を使って、えー、スコアの集計ができるとただまあそれが合意できない時には、えー、一つのやっぱり、えー、方法としてはまあじゃあそれで えー、たくさん置いた方を勝つというふうにやるかというと、まあ、その必要もなくてそこは石と自由のプラスでやるとほぼ、えー、全ての局面でこれ合意に至るところまで、まあ、やっぱりまあさ一番ねあの手間が省けていけると、えー、そういうことでこの、えー、今の中国、えー、そして コンピュータプログラムではこの石プラス地この局面ですとまあこちらですねこちらですとまあちょうど黒は七七二十八白が残りの二十一ですね白黒二十八目白まあこれちょっと目とも言わないんですけれども目っていうのは地のあの 単位なんでですよねでこれ G プラス石ですともうこうなったらやっぱり黒石、えーえー、28白石21黒のまあ7目ではなくてこれ中国ルードですとまああの、えー、3と2分の1っていうねそういう単位になってくるんですけれども、まあ、それはちょっとまた置いてとにかまあ 7, つ、えー、7ポイント勝ちということになります。はい、えー えー、そういう具合です。えー、ということで今日はその皆さんにこの囲碁の一番わかりやすい形たくさん置いた方が勝つということを紹介して、まあ、ちょっと打っていただいてでその形にこう、ね、熟練してくると途中でこの結果が予想できる時点が来るとその時点でこのスコア集計するのが え字が多い方は勝つと、一般的に人間が行われているスコアの集計法と。でそしてそれがねあの、時には合意に至らない、まあ。特にコンピュータグラムの、コンピュータプログラムの場合はですと、会話ができないので、えー、なかなか合意できない、えー、ケース。実はこれ、アルファ号も日本ルール、つまり字の多い方は勝つというルールはできないんです。ええー、それだけ難しいんですよね。 アルファ号もあの字が多い方は勝つというルールで打たれたら、まああのえー、もちろんこれ、これあの資金投入して、ね、あのやればできるんですけれども、アルファ号プロジェクトが終了するときまでも、えー、この字が多い方は勝つというルールで打つと、えー、ちょっと問題が起きるということでね、えー、この字が、えー、字で。 合意して終了してスコアを集計するというのが逆にこれ人間だからできるゲ、えートであるというところを強く感じさせます。えー、ということでね、これからまああの、えー、この囲碁のタイトルのプログラミングをしていこうということですけれども、この字というのがね、まさに、えー、このコンピュータ化と人間の,その違いを見る非常にこの面白い ポイントだと思うんですね。えー、人間同士ですとこの字という概念を生かしてこの語を、えー、もうつまり、えー、つまらない作業なしに最大限に楽しむ、えー、そういうことができるわけですね。でも逆に、えー、コンピューターというのは別に退屈っていうことを知らないわけですから、まあ、あの少し手間かけて、えー G プラス石という、えー、そういう方法で集計しています。でもちろんこのコンピューターはこの今私たちのやった順号 G、あの石だけで勝負する。逆にこれは、えー、わけないです、えー。一番簡単にプログラミングできると思うんですけれども、これは人間社会、えー、今あまり使っ,てない、えー、使ってない方法ですので、普通ですとやっぱり便利なのがいいですので、まあ えー、字で、えー、勝負していくということで、プロえー、コンピューターとして、まあ、基本的には字が多い方が、えー、勝つというふうにやまあ、理数的には一緒ですね。どの集計法でやっても、理術的には全く一緒なんですけれども、まあ、あのコンピューターですとね、まあ、こういう意味で、石プラス字と、まあ、そういう理由で、えー、それをの、その集計法で、えー、その、 ね、あの決めていいますす、えー、そういう具合ですね、まあ、とにかくあの語はやりだすと面白いです。純、えー、語でも石だけの,、えー、その集計法でも、えー、字だけの集計法でも、そしてその間の石プラス字の集計法でも、まあ、どれでも、えー、楽しめます。ただその時の自分の技量によって一番適しているその集計法がありまして、それを使っていって、えー、囲碁を楽しめればと思います。 え大体今日の、えー、もう一方的にどんどん話してしまったんですけれども、ちょうどこの12時まで時間を、えー、残してますので、えー、ぜひ、そのわからないところ、えー、ありましたら、えー、聞いてくださいというか、わからないこともしかしたらだらけかもしれないんですけれども、まあえー、最後、今日の要点は、まあ、こちらの方ですね。あの 共有のとこをしたか。はいあすみませんはいまあこちらのほうですねえー、あれあっそうかあ <laughs> はい。 まあ、えー、今日の、えー、結論というか、まあ、要点は、まあ、こちらのほうになりますけれども。はい、もう、あの、残り12時まで、わからないことがあったら、えー、何でも聞いてください。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございました。あ、まあ、ここで聞いておきたいことがあれば、あの、はい。あの。から打って。はい。 はいはい、はい。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 まさに、えー、その通りです、えー。ということで、その、えー、石だけ数える集計法。そして、字だけ数える集計法。そして、石と字両方足して数える集計法。それぞれ少しずれてくる、えー、ケースが え、あるあるっていうか、あの、今おっしゃったような、えー、ケースですと、半分の確率で、えー、黒の方が、えー、その、盤上に一つ多いというケースが出てきます。でも先ほどね、あの、紹介したように、人間っていうのは面倒くさがり屋です。それは無視すると、え <laughs>、いうことで、えー、囲碁の世界は、えー、やってきました。ですから、あのー、 字を数えるときは、えー、で、勝負するときは、まあ、半分の確率で黒が一つ多くなるけれども、まあ、それはね、あの便利のためにはそこは無視しようということで、えー、字を数えるときは、字は数えると。で、実はですね、今おっしゃったようなことの、いわゆる補正ですね。黒が一個たくさん置いたときに、実はここに黒に、えー、一目足してあげると。で、場合によっては逆に、 G だけ考えて、石プラス G で考えるときもあるんですけれども、それ逆に黒のスコアが多くなって、逆に黒から1個引いてあげると、そういう補正を行われるルールもあります。でもそれを話し出すと、実はこれいろいろありまして、何日もかかってしまう。ということで、一般的には、そういうところ G で数えるんでしたら、片方がちょっと多いことはもうそれは無視して G だけ数えましょうと。で、石だけ数えるときは逆に、 片方だけ G 少ない時があるんですけど、それも無視して、えー、処刑しましょうと、えー。対局する前に、ね、あのーえー、G が多い方は勝つのか、それとも石を加えるのか、ね、それとも、まあ、えー、その、純粋に石と G のプラスした方が多い方を、えー、2を選ぶのか。これは対局する前に、 まあ一応、えー、対局者の合意。で、基本的な囲碁っていうのは、まあ結構誤解消とかね。まああとはあの、なかなか初対面っていうのもじゃなくて、まあ割と打ち慣れたということは多いですので、まあいつものルールねっていう、そういうことでやってます。すかおっしゃる通り、この、えー、この集計法ですね、少しずつずれが出てきます。でもなぜ、この3つの集計法ができたかという、まあ、 主にですね、まだこの、今のおっしゃったように、これ補正を入れるルールと補正を入れないルールといろいろありますけれども、えー、これ便利のためにやってるので、そういう意味では小さいさは目をつぶると、えー、そういう考えでやってきたの以後の、えー、歴史、えー、です。はい。ですから、まあ、あの、少しずれはあるんですけどですから、あの、石と G はこれ互換性があるけれども、完全の互換性ではないと。 でも、えー、完全完全ではないほとんど互換性があるので、一応石と地は、まあ、ある意味では同格として扱う、えー、大きい、えー、あの方向としてはそうなっています。ありがとうございます。ははいいはい。はいあはい はい。もうとにかく、はい、やっぱりもう大変素晴らしい質問です。はい。えー、っとですね、まあ、以後は、えー、い石をの多さ、石の数でも、字の数でも、あの多さだけ、単純に競うので、えー、先に打った方が圧倒的にこれ、有利になります。ですから、試合ですと、この1局だけですとね、 昔はのんびりした時代なんで、実は2曲打って、先ほどのようにね、お互いが1曲ずつ黒ボって、それで競ってたりしてたり、やっぱり、まあ、人間もそれを上手じゃないので、有利の方は負けたりもします。1曲ずつですといいと。でも最近はね、まあ、そうもいいず、一1曲で決着をつくので、えー、そこで黒がその先に打った有利さを補正する判で、これ、コミというんですけれどもね、えー、そのコミを出す、えー、ようになっています。<laughs> でこれがですね、あのだいたいこれ字の、ね、G を数える集計法ですと、えーえー、今の英語 AI から見たら、6目半が 一番五分に近いんではないかというのは今の囲碁 AI の見解ですね。で、六目半、本当これ半はあまりいらない。ですから、もしくは本当七目でいいんですけれども、半というのはこれ人為のもので囲碁には存在してなくて、つまり半、六目半はどういう意味かというと、黒が六目、えー、勝って、六目相手を上回っても負け。でも七目上回ったら勝ちと、つまり勝ちか負けかしかなくす、しかないようにするっていう、まあ、 えー、ルールなんですよね。で、本当は英語にはこれ、あの、1ポイント1ポイントですから、当然これ引き分けもあります。ね。ですから、まあ、もしかしたら、えー、黒が7目込み出して、で、七目、えー、黒が7目勝ち勝ったら引き分けという、えー、のが今の AI から見たら一番公平ですけかもしれないんですけれども、とにかく今、あの、のんびりし,していられないから、今の世の中ね。あの、 えー、引き分け再試合って言ったらみんな忙しいから、そこは6目半で引き分けできないようにしています。まあ、6目半というのは今、AI の、えー、考えている、えーまあ、一番5分の、まあ、判定ではないか、コミではないか、えー、そういうことになってますありがとうございます。はいえー はいはい方にはいはいはいはははい、はい、はい、えーはい、そうですえっ、ー、と実はまああの先ほど紹介したようにその集計法によって、えー、わずかな差があるっていうことでその打ち方にはもちろん当然影響してきますただ実はですね 囲碁というのは難しすぎるんですですから人間はこの囲碁の中では実は結構そんなに高いところで戦ってないわけなんですよね。ということで少しの差は実は人間にとってそれほど大事な、えー、その意味はないと。それよりも便利な方がいいということでとにかく2人の間で一番やりやすい、えー、その手集計方がいいということが、まあ、今までの囲碁の歴史なんですね。まあ、ただ実はね でこれも本当に素晴らしい質問なんです。これ,はこれから大事なことを、えーえー、関係してくるんですよね。というのはこの AI の研究によって実は、えー、手法が、えー、結構みんな同じようなことを打つ。でそれ一番その何、えー、て言うのかまあ目立っているのはいわゆるこの、えー、星というものにすぐにその5番の端の方に入っていくという打ち方なんですけれども。 それがですね、えー、多分ね、これ専門家の目から見たら、それが G の数を、えー、G の集計法、ね、G を比べるそのルールですと、そのいわゆる、えー、19路番の五、えー、というのは、隅の4の4に印があるんですけど、そこの印に先に打った時に、そのさらに端のところに打っていく方法っていうのは、えー、G の、えーえー、比べる5ね、えー 私たちのこの字を比べるときにはそれいい手になるんですけれども例えば順語の石をねだけ比べる計算法ですとその打ち方は実は通用しないんじゃないかというふうに考えています。まあそういうふうにおっしゃるようにこの集計法によって手法は変わってくるけどもただそれはまあ,あのなんていう気持ちの問題で実は人間が楽しむレベルではそれはあまり大きな問題ではなくやっぱり 2人の技量に合わせた一番いい集計法が対局者にとって一番切実の問題ということになります。ありがとうございます。ありがとうございました、えーと。それでは最後にもう一度大きな拍手で終わりたい,と思いますあ。どうもありがとうございました。えとそれではこれで一旦あの、えー、中小休憩に入りたいと思います。えー、っと、よいしょ。 ええー、と注意事項をちょっとあ書きましたけれどもあの、えーと、次は13時半から、えー、開始になります。で、それまで昼食休憩となります。この部屋は、あの最初にもうちょっと申し上げましたけれども、基本的には飲食禁止なんですが、飲み物ぐらいは OK ということなんですけれども、飲食は禁止です。で、えー、この部屋で食事をすることはできません。 でえー、と隣にまあコンビニとかあって、コンビニでなんか買って、そこら辺で食べるということはできますけども、まあ、もう結構混んでますね。<laughs> はい。えっ、ー、と、あのー、まあ、調布駅の方に向かうとですね、飲食店たくさんありますので、そちらの方でお食事していただくことができると思います。で、まあ、電通の中の、えっ、ー、と、えー、学食とかは、今日は休みだっけどうだったっけ え土曜日、やってるっけやってないか。なので、多分あのはい、調布駅に行った方が、はるかに美味しいものは食べられると思いますので、<laughs> 学食あんま美味しくないので <laughs>、あんまりお勧めしません。<laughs> はいであ。調布駅のほうに向かっていただいてあの、お食事していただければと思います。で、えっ、ー、と、えーまああの、13時半から開始しますので、少し時間に余裕を持って戻ってきてください。 でえー、お,お荷物等はなるべくあの持って出ていただいた方がいいと思います。えー、貴重品以外は置いてても、まあ多分盗まれることはないと思いますし、それから一応学生は1人置いておきますけれども、貴重品はあの各自ご管理お願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ、えー、と昼食休憩に入ります。すみません、申し訳なかったです。あの えと録画の方にあの音声が入ってなかったらもう一度取り直させていただきます。午後の講習会よろしくお願いいたします。それではあの改めて最初からご紹介申し上げますけれども、午後の講習会は、えー、とコンピューター以後のお内容になってまいります。でえーえー、講師の先生はあの小林優樹先生です。えー、小林優樹先生はあの電気通信大学の卒業生でもいらっしゃいまして、今、国内の,あのトップクラスのプログラマーの方でいらっしゃいます。 えー、レイというプログラムを開発されていて、えーまあ今日はわざわざですね、えー、この講習会のために、えー、いろいろとご準備なさって、えー、くださっています。えー、それでは、えーと、早速ですが、えー、小林先生の方にマイクを譲りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、えーと、ご紹介にあずかりました小林です。えー、とでは、えーと、コンピューター囲碁講習会、囲、え、碁、ー、エア編ということで始めていきます。 はいえー、本講習会の目的ですが、えー、と2つあります。で1つ目が、α5、えー、登場以降の要素、えー、技術の概要を知ること。で2つ目が、えー、と特に、えー、と皆さんにできてもらいたいことなんですけど、えー、とベースとなる囲、e、碁 AI を使って、自分独自の囲、e、碁 AI が開発できるようになることとしています。 はい、で講習会の日程なんですけど、えー、今日の、えー、コンピューター囲碁講習会に関しましては、基本的に、えーとまあ、あのお手元でプログラムをいろいろ動かしてみて、えーと、試していただくのは、えー、と全然構わないんですけど、特に、えー、と動かせる状態じゃなくても、えー、と大丈夫な構成にしていますで、えーと。来週は、えー路版のミニ大会ということで、えーと、今日学んでいただいたことを踏まえて、まあ、ちょっと自分で 何がしかの,あの工夫なりを入れて、えっ、ー、と、臨んでいただければと思います。はい。えっ、ー、と、ちょっと自己紹介、詳細は詳細ですね。はい。あえっ、ー、と、改めまして、えっ、ー、と、小林優輝と申します。でえっ、ー、と、ま、経歴としましては、えっ、ー、と、2016年の、えー、と3月に、そこの、えっ、ー、と、電気通信大学の博士、えー、前期ですね、修士。 えー、お卒業して、えーと、4月から日立製作所で、えー、と今に至るという、えー、経歴ですで、えーと。学生時代はあの学部生の時も院生の時も、えー、と研究テーマはコンピュータ英語で、えー、とちょうど、えー、修士論文の発表会のタイミングにかぶって、えー、とアルファ号対イーセドルの対局があったっていう、あの非常に何ですかね。 記憶に残る上に自分の研究を台無しにされたという <laughs> 経歴を持っております。はい。で、えっ、ー、と、ま、あの、社会人になってから、あの、ちょっと委員会等をやらせていただいて、えっ、ー、と、情報処理学会のプログラミングコンテスト委員会を、えっ、ー、と、4年ほどやりました。で、えっ、ー、と、去年から、あの、コンピューター囲碁フォーラムの理事をやらせていただいています。 でえっと、趣味の方はまあバドミントンと E5AI の開発と、あとコンシュー,マーゲームということで、ちょっとバドミントンを除くと、お、ま、お、あ、よそ電気通信大学生のような趣味を持ってますね。はい。えっと、写真はちょっと古いですけど、去年の UECI の時の写真です。はい。で、えっと、開発プログラム、ちょっと3つ載せてるんですけど、えっと、1つ目が E5AI のレイですね。えー、これは、えっと、まあ、今自分の手元にあるものは、あの 最新の技術まで、えー、と取り入れて開発しているんですけど、えー、この公開しているものについては、えー、とアルファ語登場以前の技術を使って、えー、と実装したクラシカルな、えー、囲碁 AI です。で、2つ目が、えー、と囲碁 AI 卵ということで、えーと、こちらが皆さんに使っていただくプログラムになるんですけど、えー、とこちらはの Python で書,き、ま、書いておりまして、えー、と最新の囲碁 AI の技術を手軽に試せる、えー、教育、学習を目的とした囲碁 AI ということで公開しております。 で、あと3つ目は、えっ、ー、と、アオバゼロです。で、これは C++Python で書いてますね。で、あの、これ私一人で開発したというわけではなくて、えっ、ー、と、電気通信大学の保木先生と、えっ、ー、と、将棋だと YSS、英、え、語、ーえー、だと、えー、AYA というプログラムを開発されている、えー、山下さんと、えっ、ー、と、3人で、えー、と一緒に開発して、私は、あの、あまり働いてないプロジェクトですね。 でこちら、将棋版の α0、えー、の追試を目的とした囲、e、碁 AI となっております。はい。で、えっ、ー、と、本日の講習会の内容です。で、えっ、ー、と、まず最初にコンピュータ囲碁の概要をお話ししまして、で、そこからコンピュータ囲碁の技術の紹介に移ります。で、えー、技術の紹介以降は、えっ、ー、と卵、卵ですね、えっと、プログラムの本体の説明に入りまして、 えっと、それを強くするためにはどうすればいいかということをお話しします。で、最後は、あの、まとめと、まあ、ちょっとキュ、9ロバミニ大会来週に向けての、ちょっとした連絡事項になっています。はい。では、えっ、ー、と、まず、コンピュータ囲語の概要ですね。 はいえー、コンピュータ囲碁が人間を超えた日ということで、えー、と私があのまだギリギリ,ギリ終,始、えー、終始2年生だった時に、えー、ですね、えーと2010いや、2016年3月に、えー、と Google ディープマインド社が開発した、えー、アルファ語が、えー、と韓国のイース・ドル九段、ね、に、えー、と4対1ですね、勝利しました。でえー、とこれ、まあ、何ですかね、囲碁をやっている 方はあの、まあ、割とショッキングでしたし、まあ、開発者としても、えーまあ、結構ショッキングな出来事でした。でまあ、なぜかというとです、ね、えーとまあ、それまでコンピューターのなんですか、ね、プ,ロプロに対する戦績って、だいたいハンデを、えー、と4試もらって五、えー、分五分、で3試はまあ勝てなかったですね。でえー、とコンピューターの強さとしては、だ、ま、い、あ、その東京だったらまあ各 えー、市区町村で、まあ、一番強い人と、まあ、同じかいやでもそれより多分弱いなっていう気がする強さですまあアマチュアの講談ではあるんですけどトップアマとは全然、えー、言えないレベルですねでまあちょっと、えー、結果書いてるんですけどえっ、ー、と、まあ、1局目から3局目までえっ、ー、とアルファゴがもう3立てして、えー、5番勝負なので勝ち確してからえっ、ー、とイーセドルの九段の、えー、何ですかね 人間の底力というべき一手を放って勝った一局で返してで最後勝ったというところですね。はい。で、以後なんですけど、まあ、あの午前中に、えー、と講習会受けていただいた方あの、のーン先生のお話で、えー、とご理解いただけたと思いますし、えーとまあ、以後やってる方の,の社会に説法なんですけど、えー、とまず、あの 一番の最初の重要なポイントとして、えー、と黒い石と白い石を交互に打つゲームということで、あの2手連打したりしないっていう、まあ、比較的分かりやすいゲームですね。で、ルール自体はまあ結構シンプルなんですけど、まああのー初、初心者の参入の妨げになるのは多分、終局の判断とか、そこの処理がまあちょっと難しいっていうのがありますね。で、えー、と5番のサイズ自体は、えっ、ー、と、 まあメインはあの19路ということで 19×19 19なんですけど、えー、とスマホのアプリで遊ぶときは 9×9 だったり 13×13 13っていう9路13路っていうのがあります。で、まあ、これはあの人知多く囲った方が勝ちっていう、割と勝敗はシンプルですね。はい。で、えー、とコンピューター語の研究の歴史なんですけど、まあ、研究始まったのはあのもう60年前ですね。もうだいぶ前なんですけど、 1962年から始ままっていますで、まあ、そこからずっと、えー、研究続いてるんですけども21世紀入っても、まあ、全然、えー、ちょっと強くならなくて、えーとまあ、アンマチュアの9位者のままでした、まあ、ただ2006年のモンテカロキ探索という技術が登場したことによって、えーとまあ、アマチュアの講談者第、まあ、位レベルにはあの結構簡単になることができて で、そこから、えー、アルファゴがえいきなりあの、プロに勝って、えー、まあイゴエアがプロ,プロ級になったと思ったら、1年経って、もう、なんですかね、人間の理解が追いつかないというか、まあ、ほぼ勝てない、えー、超人級の強さに、を得たという流れになっています。で、えっ、ー、と、まああの、技術的なブレイクスルーの、えっ、ー、と、 時期は、えっと、先ほどの前のスライドに載せたんですけど、えっと、KGS というのはネット5会場での、えっと、一番強いコンピューターのランクでも、まあ、それが、えっと、結構分かりやすく見えていて、えっとまあ、最初はあれですね、えっと、本当にクラシックというかもうすごい昔の方法でミ i マックスを使ってたんですけど、えっとまあ、それが2006年モンテカルロッキ探索が出るまでは使われていてでそれの時の強さがまあ6級ぐらい。 でモンテカルロキ探索の,の、えー、とブレイクスルーによって、えーとまあ、急に、まあ、2級に上がって、そこから階段で、えー、と2012年までに6段ぐらいまでこう順調に上がるんですけど、でそこからの 3, 3年、4年ぐらい、えー、と強さが停滞していますで。そこからのディープラーニング、まあ、アルファゴの技術も含めてですけど、それによって、えー、それによるブレイクスルーによって、 まあ一番上の九段、えー、まで上がったというふうに、えー、と強く差が変わっていっています。で、えっ、ー、と、まあ、アルファ5が出て、まあ、人間超え,えました、おめでとうございますで、えっ、ー、と、まあ、ニュースバリューとしてはそこで終わるんですけど、まあ、技術としてはまだまだ、えー、そこから、えー、と進歩していって、まああの、アルファ5ゼロっていうあの自己対戦型の囲碁、えー、AI、 があのすごい超人級の強さになったんですけどそこから、えーとまあ、適用できるゲームの範囲を広げていったりあと学習を効率化するっていう方向で、えー、と研究が行われてます。で、まあ、アルファ5-0自体は、えー、と2017年に出て、まあ、割とすぐにアルファ0ロという、えー、アルファ5-0の枠組みを、まあ、チェスとか将棋で,使もでも使えるよねっていう、えー、まとめたものですね。でそこから2年後で μ0 っていうので えーとゲームのルール自体、えー、とアルファ0だったらアルファ,ァ50って教えてあげないといけないんですけど、まあ、そこも一応あのがあの学習して経験的に済ませれば、えー、ルールに従って打てるようになる、させるようになるという手法ですね。で最後に2年前に、えー、とガンベル α0 ルルっていうのが出たんですけど、これは学習の効率化をしたものになります。はい。 で、えっ、ー、と、コンピュータ囲碁の技術ということで、まあ、ここが結構重いんですけど、えっ、ー、と、まあ、6種類ですね。えっ、ー、と、お話しします。ちょっと、あの、ミンマックス法はあんまり、なんですかね。えっ、ー、と、もう知っても意味ないんですけど、まあ、モンテカルロキ探索以降については、今でも、あの、十分に役立つ、役立つというか、囲碁 AI としては使われている技術なので、えっ、ー、と、そこについて解説していきます。 えとまずはミニマックス法ですね。でミニマックス法って、えー、と2人ゼロ,、えー、ゼロは有限確定完全情報ゲームっていう、えー、とプレイヤーが2人で、えー、とどっちかが勝ったらどかたもう片方は負けるで。引き分けなら引き分けっていうのが、えー、とゼロはですね。で有限はあの有限の手数で終わる。で確定は、まあうんえー、と運用素がないで。完全情報っていうのは えー、例えばマージャンのようにあの相手の手配が分からないとかトランプの手札が分からないとかそういうことはなくて、えー、とゲームの情報が全部分かるっていうゲームですね。そ,の、えー、そういう種類の、えー、とゲームについては、えー、とミニマックス法が使われています。で、まあ、こ,れこれはなんか結構直感的に、えー、と皆さん分かっていただけるかなと思うんですけど何、まあ、てか先まで、えー、と全部の組み合わせを見て相手がどう頑張っても自分が得するように動く、あ得,得できる手を えとまあ、見つけよううっていう方法ですで、まあ、現在の,あのオセロとかチェス、将棋、まあ、これあの、えー、2人ゼロは有限確定完全情報ゲームなんですけど、えー、そのプログラムはもうこの手法をベースに、えー、と実装されています。まあ、ちょっと将棋に関しては、この方法まだ使われてるんですけど、えーとまあ、ちょっと以後、 囲碁が使っているモンテカル浮き探索を使った、まあ、正確にアルファゼロの手法を使ったプログラムが、えっとまあ、かなり強いです。で、えっと、ちょっとミニマックス法の動作の説明ですね。で、えっと、はい。うん。はい。で、えっと、 ちょっとこれはあれですね、模式的に2手ずつ自分が読んで、相手が打って、自分が打つっていう図を書いてるんですけど、評価したい局面をここの一番上に書いてますね。で、相手、自分が打つと相手の手番になって、相手が打つと自分の手番に戻って、自分が打つと相手の手番になるっていう。で、これ3手先まで読んでますね。で、この例でいくと、この一番3手先まで。 読みますっていう状態にしてから、えー、とこの一番下のところですね。で、局面評価関数っていう、あのこの局面がどれだけ自分にいいか悪いかっていうのを数値化する関数を使って、えー、この末端の部分にスコアをつけます。で、えっ、ー、と、ここは自分の着手を、ここでこの2段目ですね、下から2段目のところで、えっ、ー、と、選択できるので、これ自分、 があの一番得すするスコアを反映します、まあ、この3手ついてるんですけどここで3とマイナス5って出されたときにマイナス5ってこれ自分,の自分が損するえ手なのでまあ選びませんと、まあ、2, 2と1だったら2の方が大きいので2を選びますとで6も同様ですねでマイナス2もマイナス3よりはマイナス2の方が大きいのでこっちを選ぶとでえと次この1個上なんですけどこの時はあの相手の手番なので相手が得する すなわち自分が損する手を、えー、とはめます。なので、えーと、3と2だったら2選びますし、6とマイナス2だったらマイナス2が選ばれる。で、最終的にこの局面は、まあ、2っていう評価を得ます。あのまあ、2マイナス2だと,、えー、と、自分が得するのはマイナス2よりは2な方なので、こちらがいいとなります。従って、えーと、この手が最もいいあの相手がどう頑張ってきても、まあ、 2は得するでしょうということで、この手を選ぶっていうのがミニマックス法の動きになります。で、えー、とこのミニマックス法の特徴なんですけど、えー、と計算にかかる時間は、えーとまあ、局面あたり、えー、という1局面です、ね、あたり読む手の数、まあえー、とこの局面10って読みますって言ったら 10, 10ですし、100手読みますって言ったら100で。 でそれに対して読みの深さが、えー、とこの類乗でかかります。なので、えー、と自分が100点読んで、相手が100点読んでってやると、えー、最初に自分が読もうとした100点に対して、相手が100点を押するということで、100×100、えー100まあ、正確に100の2乗ですね。100の2乗ということで、まあ、結構あの、この数値って、えー、爆発しやすいです。 爆発といいいうかすすごい膨大なな数になりやすいで,すで、す、えー、あとあ、末端の局面を評価するための、えー、局面評価関数が必要になります。まあ、あのさ,さっき数値、勝手に書いたんですけど、えー、とあの数値を求めるための、えー、ものが必要ということですね。であとあ、強くするためにはどうすればいいかっていうところなんですけど、えーとまあ、正確な評価関数を用意して深く読む必要があります。 えっとまあ、ちょっと評価関数2つ分けて書いてるんですけど、まあ、着手評価関数っていうのは、まあ、読む手をえっと絞り込むために使い,使いたいっていうところですね。えー、っとこの上のえーっと B と D っていう数値だったら B を小さくする。でえー、っとあと曲面評価関数っていうのはまああの末端でえっとどっちが有利不利って評価してるんですけど、これがあの不正確だと結局、 不正確なまま行って勘違いして思った集局して、あれ、終わったら相手勝ってたじゃんってなるのを避けるためにはまあ正確な評価が必要ということです。で、えっ、ー、と、囲、え、碁、ー、におけるミニマックス法なんですけど、まあ、2006年までは囲碁でもミニマックス法が使われてました。まあ、ただ、アマチュアの初段というか、段位には満たない強さで。 えーまあ、全然弱かったと。まあ、厳密にはあのミニマックス法って原始,原始的というかあのナイーブな方法で、まあ、より効率的なアルファベータ探索というものを使ってました。で、えー、とこのミニマックス法で全然強くならなかった要因っていうのは、えー、2つありまして、えー、まず1つ目があの、まあ、正確な曲面評価関数の作成が困難っていうので、まあ、これ未だに多分人で,で、えー、って設計することはまあほぼ不可能だと,、えー、と思っています。 でもう一つが、えー、と1曲目あたり読む手の数が膨大で深く読めないということで、まあ路えー、とああ路19路って 19×19 19で361手で、えーまあ、361箇所全部埋めるっていうわけじゃないんですけど、まあ、単純にその半分の180手がまあ平均的にまあ読まなくちゃいけないっていう手なんですけど、えー、と読む手の幅が広すぎて、えーとまあ、4手先。 読んだだけでも180の4乗なんで、どれぐらいですかね、まあ、あの結構時間かかるなっていうのは感じますね。で、えーとまあ、これがうまくいかなかったんですけど、まあ、2006年にモンテカロー探索というので、まあ、モンテカロ法と機探索を組み合わせた、えー、と探索アルゴリズムですねが登場して、えー、と劇的に強くなりました。 ということで、えっ、ー、と、モンテカロロ気探索の話に移ります。で、えっ、ー、と、モンテカロロ気探索は、えっ、ー、と、まあ、英語でモンテカロロトリーサーチということで、MCTS って、えー、言います。で、まあ、先ほど言いましたけど、モンテカロロフォート気探索を組み合わせたっていう、えー、探索アルゴリズムで、えぇ、ー、まあさ、さっき、あの、なんかあの、あの、えー、局面評価関数を使って、えっ、ー、と、 また、ね、評価するって言った部分なんですけど、モンテカル期探索ではこの乱数で、えっと、対局のシミュレーションを行ってで、それを何回か行った平均値ですね、えー、勝ち負けの平均なので、まあ、勝率として、その勝率を、えー、局面評価関数として、えー、使用しますで、えっと。まずモンテカル・ロフォーって言われて、なんだろうって、まあ、思う方が 多いと思うんですけど、えーまあ、F1 とかテニスやってると、モンテカルロっていう名前を知ってる人は、うん、いるんじゃないかなと思います。で、モンテカルロってまああの、まあ、カ,ジカジノのイメージが強いのか、えーとまあ、これはあの乱数を、えー、と用いてシミュレーションや、えー、と数値計算を行う手法っていうので、まあ、あのなんで乱数を,を、えー、と使っているのかっていうとですね、えー、と ス,スロットあい、問題の定義として、えーと、スロットが何台かあって、その中で、えー、と一番当たるのを探したいっていうときに、えー、とすごい原始的なところで期待値を求めたいとすると、そのスロット、えー、それぞれをめちゃくちゃ試行回数増やして、あの期待値を求めるっていうことを、えー、考えられます。で、えーと、それを行うっていうのが、えー、とモンテカル法で,で、これはあのたくさん、えー、と試行回数、 まあ乱数を用いてですけど、シミュレーションを行うことで、近似解を求められます。で、試行回数をこの、えー、増やすと、精度が上がるっていうので、えっ、ー、と、重さが、あの、均一なサイコロを振るとあ、6面サイコロを振ると、えっ、ー、と、期待値って、まあ、体積的にというか、あの、すべての面が同じ確率で出るなら3.5ってなるんですけど、モンテカロル法は、とりあえず大量に振ってみて、その合計値と試行回数で、 からえー、と期待値を求めるというので、えーと、この下の図の例が、円周率を求め,る求めるというか、この右のスク,スクリプトですね、実行した結果なんですけど、えーまあ、N10 回、まあ、10回サイコロを振って、この黄色い円に入った、えー、と点の数を分子として、えーと、打った N を分母とすると、これ7個入っているので、えーと 十分の7。で、4分円なので、π、えー、を求めると4.8っていうので、まあ、この時点でもうまあまあ近い値は出てるんですけど、まあ、試行回数を増やすと、えー、3.14152965でしたっけなんかそんなんそんな数値なんです。だったはずなんですけど、π がそれに近づいていくっていうので、えー、と試行回数を増やすと、あの精度が上がって正確な答えに近づきます。 囲碁、えー、と,とモンテカルロ,ロ法って結構相性がいい,相性がい,いというか、まあ、正確には、えー、局面評価関数が作れなかったからこれでやるしかなかったんですけど囲碁、えー、でモンテカルロ,ロ法をやると考えると、まあ、評価したい局面から、えー、とこの手評価したいなっていう手を一回打ってそこから、えー、ランダムに着手して、えー、終局まで行って、えー、その終局の勝敗を見て、えー、勝率の平均を求めるっていう。 え挙動になりますで、えー、と対局シミュレーションを行って得られた勝率をまあ評価関数とし,して使用しますで。勝率が高い手ってまあすなわち勝ちやすいということはまあゲームって勝ちたい、あの勝つことを目標とするのであればまあ勝ちやすいって言っていい手になるのでまあその手を選ぶ。でえー、とコンピュータイゴの話をする,するとですあ 曲名評価関数の難しさの話をするとですね、えー、これ、えー、と人間、あ私は全然囲碁できない、ああのルールは分かるんですけど、どうだろうな、まあ、10級から5級ぐらいの,あの間の強さなんですけど、えー、とこの局面を見て、えー、とど,っちかどっちが勝ってるのかはまあ全然よく分かんないです。でも、まあ、あの実際はあのこれ、白番の勝ちで、えーと、ある程度の強い、えー、プレイヤーだと、 なんかここら辺が見合いになっててこの白殺せないから、えー、と黒がちょっと足りなくて黒がは勝てないねみたいになるんですけど、まあ、これあの人間がそれを、えー、とルールとして記述するのも難しいですし、まあ、人間が記述できないということはもうコンピューター認識させる術はないということで、えー、とここの状態であの、まあ、勝,勝負の判断は困難というところで,で、まあ、もっと進むとこれぐらいになると,、えー、とまあ自分でも えと勝敗が分かって、えーとまあ、ここの黒と白はせ、えー、っていう形で、えーとまあ、取りお互い取りに行けなくて生きてて、えー、白はここ生きてて黒がここに生きててこの1個残ってる白が死んでいますっていうので人間は分かるんですけどコンピューターにこの白が本当に死んでるかどうかっていうのを分からせるのが結構難しくてですね、えー、とまあありえないんですけど黒,の黒がずっとパス,パスし続けて白がここをずっと詰めるとここの黒が打ち上げられますっていうので。 うん、こ,れこれをちゃんと記述するの難しいなというところで、まあ、とりあえず、えー、ともう本当に埋められるところまで埋めようというところで、えー、と完全にあの右側のこの状態まですると、えーまあ、コンピューターの目線で、えー、終局するしたいということになって、えー、とここまで行くと、えー、機械的に、えー、勝敗が判断できます。まあ、この盤上に残っている石っていうのはもう全部自分のスコアになりますし、えー、とこう なんか点が空いてるんですけど、これはもう完全にどっちかの石の色で囲わあ色の石で囲われてて、えーと、そっちの陣地だって分かりますし、まあ、あの左上の,あの、えー、と何も置いてない場所に関しては、えー、と残ってる石があの相互に、えー、と違う色なので、まあ、お互いどっちの陣地でもないねっていうので、まあ、結構機械的に求められます。まあ、ここまでいかないと,、えー、と、コンピューターとして、えー、と勝敗が認識できないので、 まやっぱり囲碁って終局難しいなと思います。はい。で、えー、とモンテカロール探索ということで、まあ、モンテカロール法を,を使って気探索するということなんですけど、まあ、ちょっとあの動きが直感的ではないので、ちょっとここで説明します。でまあ、さっきのと似たような感じで、えー、と探索儀を書いてます。ただ、ミニマックス法みたいに、ちゃんとなんすか、ね、バランスの取れた綺麗な形じゃなくて、ちょっといびつな形をしてます。 で現在、自分の手番からこう着手して、相手の手,手番になるので、相手が着手してっていうので、2手ぐらいまで読んでて、真ん中全然読んでないですけど、っていう局面を考えます。で、えっ、ー、と、まず、この一番下の末端に到達するまで評価したい手を、何らかの基準で選んでいきます。で、えっ、ー、と、末端に到達したら、えっと、乱数を使って、体験育のシミュレーションを行って、えー こんな状態ですね。ちょっとちっちゃくて見づらいんですけど、えー、この状態にします。で、ここまで行くと、えー、と機械的にコンピューターで、えっ、ー、と、陣地、スコアをカウントできるので、この結果を、えー、辿ってきた、えー、それぞれの部分に、えー、と反映させます。 で、えっ、ー、と、これはまあ、モンテカルロ法なので、何回も何回も繰り返して平均値を出すっていうのをやるんですけど、まあ、ただ、これだと、えっ、ー、と、読みが深くならないので、えっ、ー、と、ある程度読んで、ここ良さそうだなって思ったら、えっ、ー、と、深い手、深く読むように、えー、手を展開して、えー、深く読めるようにしていきます。で、えー、この評価したい手を選ぶっていうところがあるんですけど、まあ、結構、まあ、難しい、難しいというか、 ちょっと悩むところがあって、まあ、評価したい手を選ぶ時に、まあ、勝率が高い手ってあの、まあ、有望な手なので、まあ、そこは安排でしょだからそこを選びますっていう人もいれば、まあ、一方で全く見てないところとかあんまり十分に探索されてないって言ってまだまだなんかどうなってるか、えーとまあ、モンテカル法でいうと十分に、えー、と繰り返されて終局しあし、えー、収束して収束 してないんじゃないか、そっち行った方がいいんじゃないかって思う人もいたりで、まあ、このジレンマが発生します。で、このジレンマは、えー、とうまいこと扱うために、えー、とモンテカルウキ探索では評価する手を選ぶ基準として UCB1 という値を使います。で、えー、とこのちょっと式なんですけど、えー、とこの第1項の部分はあの着手自衛の勝率ということで、 勝率が高い手を探すようにします。で、第2項の形がちょっと複雑なんですけど、この nj という分母の部分ですね。分母の部分でその手の探索した回数で、分子の方にログというか、ログ e の n ですね。で入ってる、その局面全体の探索回数ということで、この分母が 小さくて分子,分子が大きい状況っていうのはたくさんいろんな手を探索したけどまだこの手はそんなに読んでないっていう状況ですね。そういう状況だとこの手が大きくなります。で、この2つを足し合わせて足し合わせることでこのジレンマをうまく扱うという評価値になります。で、まあ、これ自体を UCB1 以外にも、えー、といろいろ評価基準というか、えー、選択基準があって、まあ、かなり研究が進んでいます。 でえー、とモンテカルロキ探索を使った、まあ、AI を強くするためにはどうしますかというところで、えーとまあ、3つあります。で1つ目が、えー、と評価する手を絞り込むということで、えー、とさっきの基準だと,、えー、と探索してない手、まあ、1回も読んでない手って基本的には、まあ、読んだ方がいいですねという、まあ、挙動になるんですけど、まあ、そもそも囲碁、えー、って一番最初に 縁,縁というか一線というんですけどあの一番端っこに打ったりしないっていうので、まあ、そこを読まない方がいいよねとかいうあと19路で言えばいきなりその中央付近に打つのってあんまり得しないので、まあ、そこは読まなくていいねとか、えー、とそういうな何らかの基準で、えー、と評価する手を、えー、読まない手を切り捨てていくっていう感じですねでそうすると,、えー、と考慮する手が減るので深く読めます で、二つ目が、えっ、ー、と、このシミュレーションの部分ですね。完全に乱数でやっていくと、例えば、その、攻め合いって、えっ、ー、と、手を抜かなければもうこっちが勝ってるの確定だけどラ、ランダムなので、えっ、ー、と、そっぽを向いちゃうことがあるんですよ。で、そうすると、えっ、ー、と、その攻め合いの勝敗が入れ替わって、結果、対局の勝敗、シミュレーションの結果ですね、の勝敗が、えっ、ー、と、 逆転すするということがありますでそういうふうになると、えー、と得られた勝敗って、まあ、あんまり信頼できなくて、えーまあ、それ乱数、うまくいい値が当たったからそうなったんじゃないのっていう話に、えー、なりますで。そうならないように、あの乱数の要素は残しつつ、ちゃんと囲碁の知識を持って、えー、それらしいシミュレーションを行うということをすると、この得られる勝敗が確からしくなって、えー、強くなります。 であとは、モンテカルロ,ロ法の特性なんですけど、まあ、たくさんシミュレーションすると、えー、と勝率が正確な値に近づくので、えー、と評価が正確、あの比較、あれですね、いい手の比較の評価が正確になって、であとプラス、期探索の効果としては、たくさん読まれたところっていうのは読みが深くなるので、えー、強くなるということになります。 でえー、とモンテカルウキ探索にもまあ弱点がありまして、えー、と圧倒的に優勢だったり、あともう、失敗の状況、劣勢だったりすると着手がおかしくなりがちですと。これなんでかっていうとですね、えー、と全部勝率が同じ値を取り始めると、えー、と手の良し悪しがほぼ、えー、と分かんなくなって、えー、とまあ優,勢もう優勢だったらまあ何打っても勝てますし、劣勢だったら何打っても勝てないっていうので、えー、と変な着手になりがちですと。 で、あとは、まあ、あの、モンテカル期間作でちゃんと読んだとしても、攻め合いとか、えっ、ー、と、主張っていうのは、あの正確な音種をあ絶対で受けないといけないので、あ絶対な手で受けないといけないので、これが発生すると、あの、シミュレーションの勝敗の信頼性が低下します。で、左の、えっ、ー、と、攻め合いって書いてある局面なんですけど、これは、えっ、ー、と、ま、黒が、えー、この、 補給点ですね諦めが3つで白が2つっていう状況なので、えー、と白が仮に詰めてきたとしても黒が応酬すれば、まあ、基本的にはこの3つって知らないんですけどあの白が2点連打すると逆転して、えー、と黒が取られてしまう。で主張っていうのはこの、えー、となんか階段の形でこう伸びていくんですけどこれはあの結構手数がかかるのでなおのことを、えー、分からないという弱点があります。 ディープラーニングですの話に移りますで、えーと。ディープラーニングって、えー、と何ですかっていうところで、えーと、これは4層以上の多層のニューラルネットワークによる機械学習の手法と、まあ、ちょっと端的に言っていますで。ニューラルネットワークって何ですかっていうところなんですけど、まあ、人間の神経細胞、まあ、ニューロンとそのつながりを数式的なモデルで、えー、と表したものになります。 で、えっ、ー、と、まあ、最近の、えっ、ー、と、まあ、音声とかあの画像の認識とか自然言語の処理の性能を、えー、向上させた、えー、技術にもなってます。まあ、あの、有名どころで言うと、えぇ、ー、まあ、最近、本当に最近ですけど、チャット GPT も、まあ、のニューラルネットワークのあの、すごいでかい版みたいな感じですね。で、ま、あの、2012年ってもう11年前ですかね、のあの、画像認識コンテストで、 まああの圧倒的な性能で、えー、とディープラーニングを使ったモデルが優勝したのことが、まあ、現在の人工知能ブームというか、まあ、最近の人工知能ブームの、えー、ときっかけになっていると思っています。まあ、ちょっと画像認識の式図と,とかイメージなんですけど、このこれ、えー、ともう 7, 7年か6年ぐらい前の小林の写真なんですけど、えー、これニューラルネットワークでこうゴニャゴニャとすると、ここの ここに顔があって、この人は小林ですっていうのを判断するみたいな動きをします。で、えーとまあ、画像認識におけるディープラーニングっていうのは、まあ、の畳み込みニューラルネットワークっていう、まあえー、アーキテクチャを用いるのが一般的です。でまあ、最近はあのビジョントランスフォーマーっていう、えー、と言語処理で使われているアーキテクチャをそのままあちょっと組み替えて使うっていうこともあるんですけど、 まあ、畳み込みニューラルネットワークを使うのが一般的です。で、えっ、ー、と、まあ、人間がやるべき処理って、まあ、基本的には、えっ、ー、と、細かくはもっといろいろあるんですけど、このが写真から、えっ、ー、と、RGB 成分ですね、えっ、ー、と、赤いのと緑と青を立ち合わせると、この写真ができるので、これをあ、えー、と分けてあげると。 で、これで、えー、と顔の特徴って、まあ、頭の形ちょっと丸いな、ここら辺が黒で固まってるなとか、あとあこ,、えー、この横はまっすぐで、えー、下はちょっとカーブしてるみたいな、えーまあ、線の特徴だったり、えー、と色の特徴、えー、薄い濃いっていうのは、マニューラルネットワークがけ、えー、自動的に抽出、この中でですね抽出してくれます。 で、えっ、ー、と、囲碁を画像に,に置き換えると、まあ、囲碁ってめちゃくちゃ画像に近いなっていうのが分かって、えっ、ー、と、まあ、写真ってすごい、今高、高画質なので、えーと、画素数たくさんあると思うんですけど、まあ、囲碁は、あの、9路だったら 9×9、で、えっ、ー、と、13のだったら 13×13 13、19路だったら 19×19 19の、えっ、ー、と、画像として撮られます。で、まあ、各交点って、まあ、石の打てる場所ですね。ね状態は、 えと黒い石があるか白い石があるかもしくはそのどちらもないかっていう3つの状態を取ります。でこの3つの状態って考えると、まあ、さっきの RGB 成分っていう、えー、赤青緑の成分に近くてなんかより画像認識に近いなというのを感じますね。でえっ、ー、と以後でニューラルネットワークを使って推測することってまあ結構あまあなんかいろいろやりたいなっていうことはあるんですけど大まかに多分4つぐらい 四つぐらいというか、四つ上げています。で、えっと、一つ目が、えっ、ー、と、ポリシーって言って、えっ、ー、と、どの手、どの場所が。打った方がいいかっていう手の良し悪しを、を評価する。まあ、すなわち、えっと、着手用過半数にすることをするものですね。 2つ目が、えー、とその局面の勝率を表すというので、まあ、モンテカルロ法はあのたくさんシミュレーションして求めてたんですけど、そこを技似的に1回入力したらこれぐらいだよねって一発で出せるようにするっていうのがバリューといいます。でこれはあの局面評価関数ですね。であとまあオプションですけど、オーナーシップってどっちが、えー、と各工程のど、どこ どっちの色がどれだけ取ってるかっていうので、まあ、この図だと右下が、えー、と白っぽくなってて、左上は黒っぽいっていうので、まあそえー、左上は黒,黒が取っ,ってるっぽくて、右,は、えー、右下は、えー、と白が取ってるっぽいっていうのを評価するの、えー、とオーナーシップと言います。であともう、まあ、どちらかというと人間はこのそれぞれ上の3つよりはあの目数で、えー、とこう 計算して、うん、今これぐらい勝ってるかなっていうのを、えっ、ー、と、なんか暗算すると思うんですけど、えっ、ー、と、そこを出すのをスコアと言ってます。で、えっ、ー、と、この4種類を、えず、ーえー、予測の難しさで並べると、まあ、スコアが一番難しいのは、まあ、なんとなく分かると思うんですけど、で、その次に、えっ、ー、と、バリューで、オーナーシップ、ポリシーって順番で、 変わはい、で、えっと、まあ、アルファ5の技術ですね。で、まあ、モンテカルロキ探索とディープラーニングを組み合わせた、えーイゴ AI がえっと、A ルファ5です。で、これは、あの、Google の、えっと、ディープマインド社が開発したイゴ AI で、えっと、モンテカルロキ探索とディープラーニングを組み合わせています。で、モンテカルロキ探索実行時に、えっと、2つのニューラルネットワークを利用しています。 で、さっきあの、ポリシーとバリューとオーナーシップとスコアって言ってたんですけど、まあ、それのうちのポリシーとバリューですね。で、ポリシーはあの、その局面での着手の優劣を数値化するということで、これは着手評価関数として使って、えー、バリューはその局面でのある、その手番の勝率ということで、えー、局面評価関数として使います。で、ポリシーネットワークは人間の寄付から教,教師あり学習して、まあ、人間の手を真似するようにやるんですけど、えっ、ー、と、バリューネットワークは、えー 自己対戦で、えー、とデータ生あ教科学習して、えー、とデータ生成して、それを元に学習しています。で、ちょっと今教師やり学習と教科学習っていきなりワードが出てきたんですけど、えっ、ー、と、まあ、イメージ、えー、表した図ですね。で、教師やり学習ってお手本をまあ真似する。で、そのお手本が本当に正しいかは別に考慮しない。まあ、たまになんか人間で間違えたことを言っても、 他金が,が正しいこと言ってれば別にその人に言ってることはまあ正解だよねってまあ認識した方が楽っていう感じですね。で、でこれをやるためにはあのお手本が必要です。で、一方であの教科学習っていうのは、まあきょえー、行動した結果をフィードバックする方法で、まあ、教師というかお手本は別にいりません。まあ、ちょっとこの例だと、えっ、ー、と、一番上のやつはみんなで、えー、と勉強会やったらテストの点数でよかったっ。 で2番目が、えー、と授業中漫画を読んでたらテスト悪くの点数が悪くなったで。3番目はあの自分でこう勉強した結果をまとめて、えー、と発表したテ,、えー、テストの点数が良くなったということで、えー、その行動、えー、に対する結果あんを、えー、とフィードバックして じゃあ、みんなで集まって勉強した方が点数高くなるじゃんとか、あと、まあ、自分が勉強したことを積極的に発表したら点数高くなるじゃんっていうので、えー、とテストの点数が上がる行動を、えー、と選べるようになるということです。で、えー、とアルファ語の作り方なんですけど、まあ、ちょっと結構複雑な手順を組んでまして、えー、とまず人間の対局のデータ、まあ、10万曲ぐらいですね、これを、えー、と真似するように。 した、えー、とポリシーーネットワークを作りますでこのポリシーネットワークを、えー、と自己対戦して強化学習して、えー、できたポリシーネットワークを作りますで。このポリシーネットワークと教師あり学習で作った、えー、とポリシーネットワークを、えー、合わせて自己対戦してデータ生成します。でこれが急に、えー、と3000万曲ってオーダーが変わるんですけど、えー、この3000万曲生成したデータを使って、えー、バリューネットワークを学習します。 で、アルファ号で使っているのは、この、えー、と教師ある学習で作ったポリシーネットワークと,、えー、と、この生成した3000万局のデータを使ったバリューネットワークです。で、教,師ああ教科学習したポリシーネットワークは特に使いません。で、えー、とモンテカルロき探索に、この各ポリシーネットワークとバリューネットワークってどう組み込むかっていうとですね、えー、この 上の機探索の部分で、えー、と読む手を絞るために、えー、ポリシーネットワークを使ってポリシーネットワークが出し、えー、この手はいいよって出したものは読んで、えー、よくないねって言ったもんを読まないっていう、えー、枝刈りというところですねをします。でえー、とバリオネットワークはな対極の、えー、とシミュレーションを行う末端の部分の評価を補正するために使います。なのので、えー、とアルファ語の時 時点では、えーと、モンテカルロ法はまだ残っていて、えっ、ー、タの評価はモンテカルロ法の勝率の平均値と、えー、バリューネットワークの出力が出したバリューを、えー、と重み付けして足して使っていました。はい。で、えっ、ー、と、α50 の手法に入ります。 えとアルファ5ゼロも、えー、と Google ディープマインド社が作った囲碁、えー e、AI になりますで、えー。先ほどのアルファ5は、えー、ポリシーネットワークを学習するときに人間の棋譜を使っていたんですけど、アルファ5ゼロはもう完全に強,強化学習の,のみで、えーと、人間が生み出したデータは一切使いません。でまあ、特徴としましては、さっき、えー、とポリシーネットワークとバリューネットワークを別々に学習していたんですけど、これを、えー、と2つまとめて扱えるようにしたデュアルネットワークを使っています。 で、アルファ5を作る上でも、まあ、さっき3000万曲っていう、えっ、ー、と、なかなか膨大なデータがありましたが、これを生成するにも、えっ、ー、と、結構、計算資源、えー、パソコンを使わなくちゃいけなかったんですけど、えー、アルファ50に関しては、それと全く比較にならないレベルで、えー、計算資源、パソコンが、えっ、ー、と、必要になります。 でえー、とデュアルネットワークっていうのは、えーと、ポリシーネットワークとバリューネットワーク、アルファ号の時点では別々に学習してたんですけど、えー、とこれを一つにガッチャンコとしたネットワークになります。でえー、と入力に近い部分は、えー、とつながってるんですけど、えー、出力の部分ですね、バリューとポリシーを出す部分だけちょっと分岐させて、えー、くっつけたものになります。 でえー、とこれ別々に、ね、学習するよりも一、えー、つに統合した方がこのポリシーのフィが、うん、こういう形はこの手が良くなりそうだなっていうのをこの共通部分に戻しながらバリューはその戻ってきたのも参照しながら自分の結果を戻していくっていうので、えー、と相互に作用して効率的に学習できます。 でえー、とアルファ5ゼロの強化学習のサイクルなんですけど、まず最初に本当に適当に作ったランダム,、まあ、ランダムに打つようなニューラルネットワーク、まあ、デュアルネットワークを作って、でこいつで、えー、と自己対戦してデータを生成します。でこの生成したデータをまっ、あ、たちょっとデータのプールに登録しておいて、でこのデータのプールから、えーと、この元あるネットワークに、えー、とデータを食わせてあげて、えーと まあえー、生成したデータを学習していきます。で、この強い、あこのネットワークが、えー、と学習前で強くなっていれば、このデータ生成用のネットワークとしてまた使うっていうので、で、ここからまたあのデータを生成して、データ登録して、学習して、えー、ネットワークの強さを比較して、差し替えるっていうのを、えー、ぐ,るぐ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 る繰り返すというサイクルになっています。で、えー、とこのデータを登録するデータのプールって、えーとまあ、ずっと無限に増え続けて、 止めないと無限に増え続けてしまうんですけど、まあ、強く、えー、これであのどんどんネットワーク強くなっていくんですけど割と初期に作ったデータってまあプレイヤーとしても弱いですしデータの質としてもまあ,あまり良くないのでじゃあまあ,なんかある程度溜まったら、えー、と古いデータ消していこうっていうので、えー、とこのデータプールがの、えー、とデータ数は一定に保つようにします。 でえー、と自己対戦のときってどういうふうに動いているのかというと、えー、とモンテカルロ基探索の、まあ、ちょっとアルゴリズムの一種である PUCT アルゴリズムを使います。えー、PUCT アルゴリズムってさっき出た UCB1 の親戚みたいな PUCB、えーえー、っていう値を使うんですけど、ちょっとこんな感じですね。でさっきはあの、えー、と勝率のところはあのモンテカルロ,ロ法のシミュレーションで求めた。 勝率、えー、を使ってたんですけどそこをバリューに置き換えてで、えー、と探索第2項の部分が、えー、ポリシーを参考にして、えー、と重み付けするっていうふうに変わっていますただ、えー、とモンテカルロ法を使ってた時ってえっ、ー、と乱数によってその局面の勝敗って入れ替わったのであんまり気にすることなかったんですけどニューラルネットワークって基本的に 1>, あの1つ入力を入れたら、まあ、常に同じ値を返し続けるということで、えー、自己対戦しても結局あのずっと同じ局面を無限に繰り返してしまうという問題があります。で、それを回避するために、えー、とこの下に書いてある2つのランダム性を入れています。えー、とこのポリシー、えー、とこの、P、式でいう PJ の部分ですね、これポリシーそのまま使うんじゃなくて、えー、とポリシーと,、えーとディリクレ分布に従ったノイズの荷重平均を 使うようよに差し替えます。で、あと三十手目までって、まあ序盤から3ですね、あ序盤からじゃない、えっ、ー、と最初から三十手目のあの序盤の部分だけ、えー、と探索回数の分布に従って着手します。で、えっ、ー、と一手あたりの探索回数は千六百回となっています。で、えっ、ー、とまあポリシー改善するにはどうしたらいいんだろうってうんでえっ、ー、と PUCBeach って、えっ、ー、と、 ポリシーとバリューをバランスよく評価する式です。ただ、えーと、たくさん探索していくと、この第2項の右側の部分ですね、ポリシーの重みって、まあ、だんだん小さくなっていって、えー、とバリューが大きいところを手を、えー、と集中的に読むようになります。なので、えー、と探索して得られた、えー、探索分回数の分布って、疑、ま、似、あ、的にあのポリシーとして見なせて、 でまああのまあ、直感的にもその人間がこう局面を評価するときにもう本当一瞬パッとその局面を見てあこの手がいいかなこの手もあるかって考えるのに対してよく読んでみたらあこの手が良さそうだなっていうふうに思うことがあると思うんですけどそのパッと見た直感がポリシーでそれに対して、えー、とよん探索してけ、えー、得られた探索分布ってたあの読んだ結果 結果になるので、まあ、この読んだ結果をもあらかじめ最初からパッと見た瞬間分かっていれば、まあ、もっといい探索できるんじゃないっていうのが、えー、思いつくことですね。で、なので、えー、とポリシーとバリューってそれぞれ α50、えー、では、えー、とこのように、えー、と学習してます。で、ポリシーはさっき言ったあの、えー、探索回数の分布を、えー、と学習していきます。 でも、ポリシーは、その局面を見ただけで評価した手の良し悪しの評価で、探索回数の分布っていうのは、その局面である程度読んで得られた探索、えー、手の良し悪しの結果なので、まあ、基本的に、何ですかね。まあ、すごい感覚的ですけど、まあ、前者よりは後者の方が評価正確そうだし強そうだよねっていうので、まあ、ちょっと前提にはバリューが正確じゃないと、PUCB があのちゃんと正しくっていうか、 探索の,あの評価が新しくないので、えーとまあ、バリューが正確であるっていう前提はあります。でバリューはの自己対戦の対局,対局の、えー、と結果を、まあ、そのまま学習します。でまあ、これはあの、まあ、自己対戦の勝敗って、まあ、強いプレイヤーであるほど、まあ、妥当だと思われるっていうので、えーとまあ、最初ランダムに着手してあんまり学習 してない状態だと、まあ、すごい弱いなと思うんですけど、えー、とポリシー,、えー、バリューが少しで学習すると、ポリシーがそれに従って、えー、と今よりもうちょっと良い分布,分布というか出力を得られるように学習して、でポリシーが賢くなると,、えー、と、その時に行える探索がより正確になって、でえー、その正確になった体験 状態で対局すると、過去の自分よりも対局結果がそれらしい強いものになるってっとので、えーとまあ、ポリシーとバリューっていうのは相互に作用しながら、えー、と強調して強くなっていきます。はい。で、えっ、ー、と、アルファゼロですね。えっ、ー、と、こちらはあの、教科学習の枠組み、アルファ5ゼロで使っていた枠組みを、えー、と汎用的にまとめたものです。で、あの、アルファ5ゼロってもあの以後にしか適用できてなかったんですけど、アルファゼロっていうのは、 囲碁に加えて、まあ、チェスト、将棋で、えー、と実験して検証しています。Alpha50 の、えー、と強化学習のサイクルで、えーと、ネットワーク学習したら、えー、と今使っているネットワークより強く確認して、強かったら差し替える、強くなかったら、えー、とそのまま残すというふうにあの振り分けしていたんですけど、Alpha0、えー、はもう常に、えー、と新し最新のネットワークを使って自己対戦します。でそれぞれ、えーと まあ以後はアルファ5-0と比較して、ちょっと強いねっていう話ではあったんですけど、チェスだとストックフィッシュっていうまああのすごい強いオープンソースのチェスプログラムにえと28勝72分けで、将棋はあのエルモっていう2017年のえとコンピューター将棋選手権のえと優勝プログラムですね、にえと90勝8敗2分けということで、当時最強のプログラムに勝ち越しました。 でえー、と最後は、えー、とガンベルアルファゼロということで、えー、とこれがあのあ卵というプログラムであ AI で採用している学習手法になります。でこの話ですねで、えーと。アルファゼロの課題って何ですかっていうところなんですけど、えー、とアルファゼロの要求計算資源量ってもう非常に大きくて、まあ、ちょっと、まあ、会社の人とはあの 話してどれぐらい大変なのっていうので、まあ、じゃあ見積もってみてよっていうので出したのがこの下の表なんですけど、えっ、ー、と、アルファ5以前だったら、まあ、割と安いマシンを使って、えっ、ー、と、3ヶ月ぐらいで、まあ、ネット5の2段なので、日本のアマチュアの段位で言えば、まあ、3、4、5段ぐらいまで、まあ、結構すぐに行けました。で、アルファ5の手法も、まあ、ちょっと GPU を載せないといけないので、ちょっとマシンの価格がちょっと跳ね上がるんですけど、 えっと、開発期間は1年って割と現実的なところでプロ級にはできます。ただ、アルファゼロになるともう急激に、あの、リソース要求量が増えて、ちょっと開発期間100年って書いてあるんですけど、パソコンその前に壊れるだっていう思いますが、まあ、このぐらい開発期間欲しいなって思うぐらい要求計算資源量は膨大です。まあ、ただ、あの、アルファゼロの えと強さっていう観点だと,、えー、と人間の知識をつ知識っていうかドメインの知識を使わないようにしてるので同じ強さにするぐらいだったらいろいろ工夫すれば12年ぐらいで、えー、できるというか、まあ、できましたというぐらいですねでこれなんでそんな時間かかるのっていうのでこれはあの自己対戦でのデータ生成がもう大部分を占めます でニューラルネットワークの計算って、まあ、ニューラルネットワークがどれだけ大きい、大規模かっていうのにも依存するんですけど、えーとまあ、重いですとで。探索1回行うたびにニューラルネットワークの計算を1回する必要があります。なので、さっき自己対戦で1手あたり1600回探索したって言ったんですけど、まあ、その1600回分ニューラルネットワークの計算が走っています。で生成すべきデータの量も、えっ、ー、とまあ、 100とか1000とかだったら全然許容範囲内なんですけど、数百万オーダーで、えー、とてもお多いです。なので、えーと、ニューラルネットワークの計算、重い計算をたくさん実行しないといけないというところで、自己対戦は、えー、とすごいリソースを食います。で、まあ、ここで、えー、とニューラルネットワークの計算回数を減らせば、まあ、学習時間を短縮できるんじゃないのって、えー、と思うんですけど、一、えー、手当たりの探索回数を減らすと、えーとまあ、得られる探索回数に。 の分布って、えー、とノイズの影響が大きくなってちょっと,、えー、とそれらしくないと。で、あともう一方で、えー、とやり方としては1曲あたりの学習データとして使用する曲面数を増やすっていうので、えっ、ー、と、まあ、アルファゼロの強化学習ではそのデータプールに溜めた えと対極データの全部局面を一気に学習するっていうよりはそこからサンプリングして学習してるんですけどえこれのサンプリングの密度を上げていくとバリューが作家学習っていう過剰適合ですね起こして学習に失敗するいうんでまあ,あの簡単には減らせませんとで自己対戦と対探索回数の重要性とこ,とこでこれちょっとミュゼロの話なんですけど9路、えー、版の囲碁ですねで探索回数2回と4回と16回と32回と 書いてるんですけど、2回と4回と16回って、あの開始点が500ぐらいに設置してる。あるのに対してなんかそれより下に落ちちゃってて、えー、強くなるどころか弱くなってます。で32回になると強くなるんですけど、これ200回で到達する。高さよりは全然低くて、うん、やっぱり探索回数って多くないとダメだよね。っていうのが、えー、この図からわかります。 で探索回数が少ないとなんで弱くなるんですかっていんで、まあちょっとさっきも触れましたけどポリシーに付与されたノイズの影響が大きいというところでえっ、ー、と PUCB チって、えー、とポリシーとバリュー、えー、とバランスよく評価してくれるんですけど探索回数少ないときってポリシーが結構強く効いて、えー、とバリューを踏まえたらいい感じの分布が得られませんとであとは探索回数が少ないっていうことはあのそもそもあのよ 読みの幅ですね。読みの幅として読まれない手が増えるっていうので、α0、えー、の手法だと、まあ、このある局面、左の下のですね、ある局面のポリシーがこんな感じで、えー、と C と D ちょっと低めだねっていうので探索していくと、えー、と A と B がこん,なこんな感じの分布が得られて、もうじゃあこれを学習しようってやる,やるんですけど、いやこの C と D って読んでないけど、本当にそれ0でいいのって。 いやどのぐらいいい手か分からないから、まあゼロで学習しますっていうのがアルファゼロの手法なんですけど、この C と D って本当に無視していいのか分からないというので、でも無視しちゃう。で、その無視した結果、C と D がより読まれなくなって、本当はこれがいい手だったら、もう全然いい手を見つけられずに、えっと、スタックしてしまうっていうのが問題点になります。で、えっと、ガンベルアルファゼロって、えっと、 まあ自己対戦の探索回数が少なくても学習が進むように、えー、と変形したアルファ5ゼ、0の、アルファ5じゃない、アルファ0の学習の枠組みです。でえーとまあ、少ない探索回数でもちゃんと強くなるんですけど、プレイヤー,プレイヤーとしてはあの弱いので、ちょっとバリューの正確性が落ちて、最終的にはよあのちょっと弱めになります。まあ、ただ、さっきみたいな初,初期状態から弱くなるとかいうことはなくて、ちゃんと強くなると。 でえーとまあ、ちょっと単結構いろいろ工夫されているんですけど大まかに、えー、と探索アルゴリズムと、まあ、付与するノイズとポリシーのターゲットがちょっと違いますというところで、えー、と探索アルゴリズムは α0、えー、は PUCT というのを使ってたんですけどガンベル α0 ルは SHOT というのを使いますでノイズも α0、えー、はディリクレン分布を使ったのを、えー、とガンベル α0 ルはまあ名前に <laughs> 冠しているものが あるんですすけどガンベル分布を使いますでポリシーのターゲットは、α0、えー、は探索回数の分布だったんですけど、これをインプルーブとポリシーというものにしています。で詳細を解説するとこれだけでもあのお時間来ちゃうので、えー、と詳細はこの、えー、ポリシー・インプルーブメント・バ、え、イ、ー・プランニング・ウィズ・ガンベルっていうのを論文があるので、ちょっとそっち見てください。ただ、ちょっと触れないのもあれなので、えー、と少しだけ触れますと。 えとこの図はちょ,ちょっと再計なんですけど、えーとまあ、このピンクの μ0、えー、の、えー、と気力向上グラフに対して、えー、とガンベル μ0 って青の線で、まあ、200回に行くとちょっと他のいろいろ混み合ってくるんですけど、まあ、でも200回でもどうですかね、ちょっと μ0 より上にいるのかなで。2回とか4回だったらもうダントツで上にいるっていうので、ちゃんと探索回数少なくても強くなります。 で、ショットという探索アルゴリズムって、まあ、ちょっと説明、かなり簡略化してるんですけど、えっ、ー、と、まあ略、略語で、正式名称は c ーケ h シ v i ハビングアプライズト t ー e a s っていうので、えー、PUCT アルゴリズムって p、p u c p 値の値に従って着手を選ぶので、えーと、探索する手の幅ですね、読みの幅って、これ、局面に依存して変わります。で、これ、あの、決して悪いことではなくて、あのむしろいいことなんですけど、 まあ必然の一手ですねもうたりあの、囲碁で言えば当たりにされた手、助かるから逃げようってやって、もう他は読まないで,でそうすると、その手しか読んでないので、読みの幅は狭い。まあ、ただ、読みの深さは深くなります。でもう、もう一方あの、いい手が見つからないときは、たくさん,こうん読んでみるけど、でも、たくさん読むと、えー、と同じ時間で、えー、と2、3箇所読むよりは、読みの深さが、えー、と浅くなるというので。 えとまあ、局面の状況によって、えー、探索する手の幅が変わります。でショットはもうそこを、えー、とあらかじめ、えー、と何手か読みますあよく、この局面何手か読みますっていう手を、えー、と決めてしまって探索をします。なので、えー、PUCT アルゴリズムに比べるとショットって、えー、とかなり、えーえー、と読みの幅と深さが安定します。 で探索回数が少ないときは PUCT よりショットの方が強いんですけど、私が試した範囲だと、ー路だと400から800回ぐらい探索すると PUCT の方が強いです。で、ちょっとこの右に、えー、とイメージ図があるんですけど、えー、これ4つですね。4つ手、えー、候,補手候補手を選んで、それを評価して、えー、と最後一番いいのを選ぶというところで、えー、これ探索回数は64回かな。64ですね。 えとそれ最初、えーと、この 4, 4つの点に対して、それぞれ8回ずつ探索して、えー、とこれはれですね、2と8と6と7って、これは多分勝った回数だと思うんですけど、えー、とこ,うこの状況だと8と7が、えー、といいので、じゃあ残りの探索回数を投入して評価しますなので、えーと、まだ8回ずつしかやってなかったの、回まあ、16回ずつ探索して、 ああじゃあ、この、えー、と20回買ったこれがいいねって選ぶのがこの探索のアルゴリズムです。はい。で、えっ、ー、とインプ e ー p ドポリシーっていうのは、えっ、ー、と、α0 だと、えっ、ー、と、この上の探索実行して、得られた探索回数の分布そのまま学習して、で、えっ、ー、と、この C と D 読んでないからよくわかんないよねっていう、ちょっと問題があったんですけど、インプローブドポリシーっていうのは、えっ、ー、と、探索したっては、えっ、ー、と、バリュー、 得られたバリューでポリシーの値を補正してあげて、未探索の手はこの探索した手のえっとポリシーとバリューをうまくごにょごにょして、その手の価値はそれぐらいあるんじゃないのっていうのを推定します。で、えっと、まあこれちょっとあの最低でも1個、あ1個じゃない、2つ手をえ探索しないとちょっと評価できないんですけど、えっと、2つ手を探索すると、他のやつもおおよそ今、 えっと、A と B がこれぐらい離れてるのはこの間にあってもおかしくないよねとか、A と B が同じぐらいいいから他の手はそんなに読まなくてもいいかもねとか、なんかいろいろ計算して出してくれます。はい。じゃあちょっとここで卵なんですけど、えっ、ー、と、一旦ここでえーと休憩に入ろうと思います。どうしましょうかね。えっ、ー、と、今37分なので45分まで。 じゃあちょっと一旦休憩とさせてください。はい、よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、では、えっ、ー、と、再開します。えっ、えー、と、ここから、えっ、ー、と、今までのあの理論的な話というよあの、ちょっと実装実践よりの話がえ始まります。で、まあ、卵と、 いうのでえー、と皆さんあの、この講習会の参加要件にこのスクリプトが動く環境があることと言われていた、えー、とプログラムですで、えーと。卵の話なんですけど、えーとまあ、概要と,、えー、と AI のクライアントとしての えーと実装の内容とデータ構造、あとニューラルネットワークの実装と,、えー、と各種、教師あり学習と教科学習の、えー、と使い方とポイントについてお話をします。はい。で、えー、とまず卵の概要です。で、えー、と卵は あの最新の囲、e、碁 AI の技術を取り入れた教育学習用の囲、e、碁 AI として、えー、と私が作りました。で、えー、と言語は Python で書いてるので、えー、Python 慣れてる方は、えーまあ、なんか読んで理解できると思いますし、えー、とそんなになんか Python 特有の記法をたくさん使っているわけではないので、えー、とまあ他のプログラミング言語の開発経験があれば、まあ、ちょっと多少は、えー、と読めると思います。 でえー、と機能的な特徴は挙、えー、げてますけど、えーとまあ、ニューラルネットワークを用いた教師やり学習と教科学習を、えー、サポートしています。であとあの、大会に、囲碁やな大会に参加するための、えー、と必要な人通りの機能を実装済みです。GTP っていうあの通信のお約束にも対応してますし、えーと、持ち時間いくらって与えられたら、まあ、それに対して、えー、とどれぐらいこう 使いますかっていう配分もします。で、あとはニューラルネットワークを用いた、えー、とモンテカルオキ探索を実装しています。で、まあ、ソースコードの URL はあの講習会のページに貼ってあるものと同じですね。で、えっ、ー、と、ちょっといきなりあのここで皆さんにご確認しさせていただきたいんですけどあの、このスクリプトを動かす環境を用意,用意できましたかっていうのが 伺いたくてちょっとあのできていない方がいれば、ちょっと挙手をお願いしたいです。あちょっとあの加藤さんと山下さんいおられますかねあれあ,あ、いますかえっ、ー、とちょ、ちょっとあの、えっ、ー、と、サポートを入ってあげてください。で、まあ、ちょっとあのお、話に関しては多少飛んでも。 大丈夫だと思うので、えーと、ちょっとこのまま進めていきます。で、えっ、ー、と、卵開発のモチベーションというところで、ちょっと完全に個人的な話なんですけど、えっ、ー、と、最新の囲、e、碁 AI の改造するにはちょっとハードルが高いという問題があります。で、えっ、ー、と、まあ片にしろ、リーダーゼロにしろ、まあ結構強いプログラムって、基本的には C プラプラで、 えと探索の部分を実装していて、学習の部分を Python で実装するっていうので、この2つの言語を学ぶ必要があります。で、特に Python は結構参入障壁低いとは思うんですけど C、C++ ってまああの結構難しいし、バグりやすいですし、メモリの問題起こりやすいっていうので、ちょっと難しいと。で、あと、開発コミュニティのコミュニケーションって基本的に英語で、たまに中国語を書き込んでくる人いるんですけど、基本的に英語ができないといけないっていうので、 あまり僕は英語が好きじゃないというところで、まあ日本語で話せると嬉しいよねと思ってます。で、あとあの、まあ、アルファゼロって、えっ、ー、と、すごいなんか個人の環境でやるにはもう無理で、それこそ大学の研、大学のサーバーを借りてできるレベルの要求リソースするようなんですけど、まあガンベルアルファゼロを使えば、まあ個人でできると。 えいうところで、まあ、個人環境で囲碁やの教科学習を試せるようにしたいというのがありました。であとはまあ最新の、まあ、手元にある例ですね。ちょっとソースコードぐちゃぐちゃで、OSS にするにはちょっとつらいソースコードなんですけど、そこのノウハウをピックアップして使えるようにしています。でまあ、それぞれに対しては、えーとえーまあし、プログラミング言語のスキルに関しては、ちょっとシー 使えないのはまあ我慢して、えー、と速度遅くなっちゃうのは許して Python のみで実装しています。で、えー、とコミュニケーションに英語を使わなくちゃいけないっていうのも、えー、と私自身がこれ、えー、と1人で全部開発して、ノウハウも全部持ってるので、えー、とまあ日本語で聞いてくれれば日本語で返しますっていうので、えー、と日本語でアクセスできるようにしてます。で、えー、と個人環境でできる、えー、教科学習で試せるようにしたいっていうのは、ガンベルアルファゼロを使って、 えと要求計算資源量を、まあ、すごい減らしています。まあ、ただちょっと強さという観点だとあのちょっと弱くなってるんですけど、まあ、でもそれでもあの条件揃えてあげれば十分人間より強いというか、まあ、勝つのがすごい難しいプログラムを作れるように書いています。で、えー、と最新の例の、えー、とノウハウの公開については、まあ、学習の設定とか、えー、と各種ハイパーパラメーターのバランスの取り方とかは、えーと 利用しているので、まあ、ちょっとそのまま使っていただければ、えー、とうまくいくと思います。で、えっ、ー、と、まあ、GitHub からあのクローンしてもいただいても、えー、ZIP でダウンロードしていただいても、まあ、こんな感じで、えー、とプロジェクトの構成ができていると思うんですけど、えーとまあ、左側がフォルダで、右側はスクリプトですけど、えーとまあ、結構たくさんあります。で、ソースが入っているところは、 フォルダ名で言うと、ボードとコモンと、えっと、GTP と MCTS と NN とセルフプレイと SGF っていうので、えっと、それぞれ、ボードはの5番のデータを表現するスクリプトで、まあ、コモンはあれですね、多分コンソール出力のラッパーみたいなやつが入ってると思います。で、GTP は GTP の、えっと、GTP クライアント をえー、と実装するスクリプトで MCTSS はモンテカロキ探索のスクリプトで NN はニューラルネットワークの、えー、スクリプトでセルフプレイは、えー、と自己対戦のスクリプトで SGF は、えー、SGF ファイルっていう寄付、えーま、の電子データですねそれを読める,ように読めるのとあと書けるようにした、えー、とスクリプトですで右側に、えー、と7つ、えー、とスクリプトがあるんですけど えっと、皆さんが実行するのは多分メインパイとトレインパイとセルフメインパイの3つで、えー、他はあんまりあの直接実行するということはないです。で、えー、と赤字で書いてるんですあ、書いてる部分が3箇所あるんですけど、まあ、多分ここの3箇所が、えー、と皆さんがその卵をベースに開発するときに、 編集することになるだろうと思っているスクリプトが格納されているフォルダとスクリプトになります。で、えー、とちょっといきなりこうフォルダ構成こんなんですよって話はしちゃったんですけど、えー、とちゃんと動く AI を作るためには、まあ、大きく分けてちょっと3つ要素が必要だと考えています。で1つが GTP という、えー、ゴーテキストプロ x トル r プロトコルっという、えー 通信のお約束を処理できる部分。で、これは GTP フォルダ内のスクリプトがそれに値します。まあ、正確には GTP フォルダの中のクライアントパイってやつですね。で、あと5番を表すデータとその処理分に関してはボードフォルダの中のスクリプト。 ここは多分たくさん入ってると思います。で、あと思考処理部に関しては MCTS フォルダ内のスクリプト。これはモンテカローキ探索の実装が入っていて、NN フォルダの中に、えー、ニューラルネットワークの実装が入っていますで。ちょっと時間が足りないので、えっ、ー、と、モンテカローキ探索の実装については割愛します。でえっ、ー、と、モンテカローキ探索のところは、ちょっと、あの、ちょっと手を出すにはハードルが高い上にあの、結構簡単にバグって、そのバグった原因を探すのが難しいっていうので、 あの自信のある方は全然触れていただいていいんですけど、ちょっとあまりあの積極的に触ることはお勧めできません。ただ、MCDS、フォルダ内にあの試行時間の割,合というか割り振りを処理している部分があったりするので、えーと、サーチマネージャーだっけな、タイムマネージャーだっけな、なんかあるので、そこをいじるとかは大丈夫です。あのなんか、ツリーっていうスクリプトだけはあのでかい上になかなか難しいので、ちょっと触れないことをお勧めします。 はいえーまあ、GTP、えー、クライアントとしての卵ということで、ちょっと余談なんですけど、えー、とチャット GPT っているじゃないですか。であの私は GoText プロトコルの GTP っていう単語を知ってたので、毎回この読むときに間違えないようになっているの集中した上で間違えているので、まあ、ちょっとそこは、あの ゴーテキストプロトコル、今触れてるんだなっていうので、ちょっと保管をお願いします。はい。で、えっ、ー、と、ゴーテキストプロトコルって何ですかってうので、えっ、ー、と、まあ、これ、平たく囲碁 AI で使われている通信の規約です。で、ちょっとお隣のコンピューター将棋の話になりますけど、多分あそこは多分一1個に統一されてない。 されてなかった気がしますが、あの、以後に関してはもうこの GP、あ、GTP1 <laughs>、えー、つで。あとあの、なんだっけな、GMP とか結構古いのがあるんですけども、基本的にはもう全部、えー、GTP でやっています。で、この GTP に対応することで、あの、g u i とか、えー、リジーとか、さばきとかの、まあ、画面というか、GUI があるんですけど、えっ、ー、と、それの思考エンジンとして使えます。で、ちょっとここに、えっ、ー、と、 コマンドプロンプトの例ですね、えー。メインパイを起動して、ネームって入れると、卵って返してきて、バージョンって入れると、0.6.1って返して、ショーボードって入れると、えっ、ー、と、なんか5番の表した文字列を出してくるっていう、えー、動作の例を示してます。で、えっ、ー、と、この卵がサポートする GTP コマンドの一覧、これ一部抜粋してますけど、えっ、ー、と、どうだろうな。えー まあ、対局に必要な GTP コマンドはまあ実装済みです。まあ、なんかバージョンとプロトコル、バージョンとネームとか、なんかこれ対局に使うのってあれなんですけど、一応あの、この人の情報を取るために使いますとあっていうのはこの。この人は誰ですかっていう情報を取るために使ってますね。まあ、実際はあのクリアボードっていうボード、えー、5番の初期化とかボードサイズって5番の大きさの変更とか、 えっと、ジェムーブっていう着手、生成してください、考えてくださいってコマンドだったり、相手がこう打ってきましたっていうのをプレイで送るんですけど、ここ,このあたりが、えー、と重要ですあ、で、えっ、ー、と、ちょっと実際に動かしてみます。えっ、ー、と。で、ちっちゃいですね。 ちょっと待ってこれはうんと,ちょ,っとちょっとでかいでかすぎるでかすぎるかなまあ、いっかあこっちじゃないなこっちだった もうちょい大きくします。まあ、これぐらいでちょっと見えますかね見えますかね見えるのかな本当に見えるのかなまあ、ちょっとこれでいきます。で、私はちょっとズームのなんかメニューが出てて、えー、少しちょっとずらして、えー、っと、モデルの、 モデルで、えっ、ー、とここ、ここちょっと、あの、モデル、えぇ、ー、円ク SL- モデルビンっていうのを取って使ってるんですけど、えっ、ー、と、これは GitHub の,のえっとリリースのページに、えっと、貼って、貼ってある、貼ってあるというか、ダウンロードできる、これ SL なのでスーパーバイズドラーニングということで、教師あり学習モデルです。で、できたかな。 あ、できてますね。で、これでちょっとネームって打ってあげると、えっ、ー、と、卵って言ってきて、バージョンって打つと、えっ、ー、と、0.6.1で、プロトコルバージョンって入れると2って出て、えー、 リストアンスタースコアコマンズって入れると、えー、と対応している GTP のコマンドを出していきます。で、あとはなんあれか、ジェムーブかな。えっ、ー、と、ジェムーブ、えー、まあブ、本当はブラックって入れたいんですけど、B でも動くので、ちょっとジェムーブ B ってやると、まあ、ちょっとここであの試行しているので、ちょっと時間かかるんですけど、まあ、数秒で変えるはずです。 ってきました。8秒かかりましたね。で、えっ、ー、と、まあ D の4って言ってるんですけど、D の4は、えー、ショーボードで、ショーボードで見ると、この位置ですね。この位置に着手しましたと。というので、あの一通りそのコマンド、GTP のコマンドを覚えてしまうと、えっ、ー、と起動起動して、えっ、ー、と対話的にあのコマンド、あ、コマンドじゃない、卵を動かすとことはできます。 ただちょっと皆さんにあのちゃんとお伝えして申し訳してなくて申し訳なかったのが、えー、とこいつは起動に成功すると何も言わずにずっと入力待ち状態になるので、これ本当に起動してるのかどうかは分からないという,という問題があります。あのネームとか入れて、応答返ってきたら起動は成功しているなというので、えー、とご理解いただければなと思います。はい。 あえー、とこれあの、本当はその、あ、ちょっとあれですね、えー、とリモート参加の方のために、ちょっと質今の質問、えーと、この状態で、えーと、人と対戦するモードにちゃんとなってますかというところなんですけど、えーと、できると言えばできますというので、えー、と今ここ D4 打って、じゃあこの対角の位置にある F6 を打ち,打ちますねっていうのを送る。 送ると、えっ、ー、と、W の F の6ってやると、あ、で、これあの、何も言わなかったらな、ちゃんと受理されてるので、えー、出してみると、あの、確かに F6 にあの白い石がいて、で、これに対して、えー、ジェムブブラックをもう一回やると、えっ、ー、と、考えて返すっていうので、一応できます。ただ、あの、 いちいちこう、ポチポチやんなくちゃいけない大変さがあるので、えっ、ー、と、さ、ま、ば、あ、きなり、リジイなり、えー、ゴグイなりで、えっ、ー、と、思考エンジンとして登録して、えっ、ー、と、実行するのがおすすめです。それらしいって言ってますね。はい。で、えっ、ー、と、動かしてみた結果ですね。 でえー、とさっきちょっと,、えー、とこちら手で動かしたんですけど、えー、ネームとバージョンとプロトコルバージョンって、まあ、なんかそれっぽい、えー、と卵と0.6.1と2って書いてたんですけど、えーと、これの応答は、えー、卵の、えー、とフォルダを開いてすぐあるプログラム .py っていう内容のそれぞれ、えー、と大文字で書いてあるプログラムアンダースコアネームってやつと、プロ,グラムあ違うプロトコルアンダースコアバージョン、あ あダスコーバージョン2っていうのと、バージョンイコール0.6.1っていうので、えっ、ー、と、これがそのまま返ってきてます。まなので、えっ、ー、と、ちょっとここ、これソースなんですけど、まあ、変えちょっと <laughs>、いい名前か別として、ちょっと生卵に変わりました。 ね、ネームって入れると、まあ、生卵に変わったっていうので、えっと、ここの部分が、えっと、プログラムの、えっと、名前になりますと。えっと、なので、えっと、ちょっと皆さんに、えっと、まずこの卵をベースに開発していただくにあたっては、えっと、このプログラムネームっていうのを、あと皆さんがあの考えたあの囲碁プログラムの名前にちょっと変えていただけたらなと思います。 まあただあの名前つけるのって意外と簡単そうで難しいので、まあ、ちょっと来週のミ,、えー、とミニ大会までにえっとつけていただければと思います。でまあ、バージョンもあの卵0.6なり0.6.1なりをあのベースにあの皆さんで好きにバージョン付け替えていただいても別にかあの構わないので、バージョン変えても大丈夫です。ただ、プロトコルバージョンの2ってやつは変えないでください。でこのプロ,プロトコルバージョンっていうのは GTP の、えー、とプロトコルのバージョンを表していて、 えとこれがあの1とかになる、変えると、分あのクライアントとかであ、あクライアントじゃない、GUI のえーエンジンとしてうまく動かなくなります。で、この GTP クライアントを起動するえときに、いろいろオプションがあります。さっきあのモデルファイルを指定するときに、えー、フンモデルっていうのを指定したんですけど、他にもえとえと11個ですね。 上げてます一つ目があのサイズっていうので、これはあの5番のサイズを指定してます。で、9路番、あのデフォルトのサイズを9路番の9っていうふうにあの値をはめているので、えこいつは変えなくて、変えなくてっていうか指定する必要はないと思います。で、2番目があのスーパーコーっていうので、えっ、ー、となんか、えー、行き過ぎた。えー、あの、午前中の、えー、と講義を受けていただいた方の、 なんか同じ局面をすぐ反復する取り返しの手は打っちゃいけないみたいなのがあったと思うんですけど、それはあのもうちょっと拡張したやつですね。同じ局面にしちゃいけないっていうえールールですで。中国ルールはこれ、有効化しない、こ,このルールがあるので、中国ルールで参加するときはこのスーパーコーっていうオプションをえとトゥルーで設定してえやってあげてください。 でモデルオプションは、モデル、ニューラルネットワークの学習済みモデルファイルの指定で、えっ、ー、と、ユーズ GPU オプションは、えっ、ー、と、ニューラルネットワークの推論を CPU じゃなくて GPU で実行するようにするためのオプションです。まあ、あの、さっき指定してなかったんですけど、これデフォルトで、えっ、ー、と、オフになっているので、えっ、ー、と、このノートパソコンも CPU だけで動いています。えー、ちょっと5、5番と6番は、あの、私がデバッグ表にくっつけたオプションなので、えっ、ー、と、特に、えっ、ー、と、使うことはないかなと。 まあ、あのシーケンシャルハビングっていうのはさっき説明したショットで探索するので、えーとまあ、これで打つとどういうふうに着手するのかなとかいうのを、まあ、見るのは、まあ、見るのはまあ,ありだと思います。で、7番目がコミの指定ですね。デフォルト7で動いてるんですけど、それを変えたいときはこれで指定するというところで、あと8と9と10は探索回数とか試行時間、持ち時間の指定です。 で11番のバッチサイズっていうのが、えーと、ニューラルネットワーク推論時のミニバッチサイズっていうので、えー、とニューラルネットワークって計算のときに1入力に対して1個計算するっていうのも、まあ、それはそれでありなんですけど、GPU ってあのすごい並列でたくさん計算するのが得意なので、えーと、入力を一気にまとめて送って計算するっていうことを、えー、まあ考えます。で、デフォルトここ1に設定してるんですけど、えー、GPU 使う方はここ13とか26とか、 なんかそんな,値,かな値にすると,、えー、と結構早くさっき、えー、なります。まあ、さっきあの、えー、と1秒あたりの探索回数110回とかになったんですけど、それが500とか600とか結構上がります。で、えーとまあ、ちょっと GTP クライアントとしての使い方の例を書いてます。であのもうすでに、えー、と実行して、 えとお見せしましたけど、このメインドットパイっていうのが、えー、GTP クライアントのエントリーポイントって、まあ、開始点ですね。で、例えば、一手400プレイアウト、あ、違う、400プレイアウトって言っちゃった。えー、400回探索して着手生成してくださいっていうのをやる場合には、えー、Python メインパイ -model にモデルファイル指定して、で後ろの --biz400 ってやると、一、えー、手当たり400回探索して着手を生成してくれます。 で、えーと、2つ目があのコンピュータ囲碁大会で使うときに、これ GPU が使え,使える人向けのオプションですけど、えーと、メインパイのモデルファイル指定は同じで、えー、タイム600って、これは秒、えー、と600秒持ち時間あります、ね。すなわち10分ですね。10分切れ負けで、えーと、GPU 使って、バッチサイズは13で、えー、スーパーコー、あ、えっ、ーえー、と、これスーパーコー、トゥルーですね。 ちょっと今直しちゃいます。トゥルーです。ちょっと今言ったそばから本当にトゥルーでやってるかっていうのが心配になったんですけど、えー、スーパーコスー,パースーパーコディフォルトブール、あ、はい、あってました。 スーパーパー、まあ、これ、中国ルールでやるためにですね。で、注意点なんですけど、タイムオプションとコンストタイムオプションとビジットオプションってそれぞれ、えー、と持ち時間指定と一定あたりの試行時間指定と,、えー、と探索回数、えー、一定あたりの探索回数を指定するオプションなんですけど、これ全部同時に指定すると1つだけ有効になります。で、その優先度が、えー、とタイムが一番強くて、えーと、タイムオプション指定のときはコンストタイムとビジットは無視されます。 でコンストタ,タイムを指定したときには、美術が無視されます。ので、えので、同時に指定しても、えー、とこの順番で、えー、と優先度が効いていて、えー、とそのより優先度低いオプションは無視されます。で、えー、GTP クライアントとして開発するときの注意点なんですけど、このコンソール出力に、えー、GenMoveB とかえショーボードってやったときに、あのイコールの前にいろいろ出力が出てたと思うんですけど、 えーとこの例だと GemoveB って、えー、と文字がここにいて、これはあのこちらが手で入力したやつで、でその後にポスイコールホニャホニャホニャ,ホニャで5.07セカン、え、ズ、ー、197.08イコール E5、e、って書いてるんですけど、この、えー、とイコールの前に の業までは、は、えー、全部標準エラー出出力で出してますで、えー、最後の、えー、と、e、イコール E5 っていうのをだけ標準出力です。で、これなんでかっていうとですね、そのクライアントとして、えー、と標準出力でつながるので、えっ、ー、と、この途中で出てるやつって標準出力に出しちゃうと、いやそんな音を GTP、えー、の音として何もないですよって言って、GUI があのエラーでこけたり、あの大会出力で 大会のサーバーも切られたりってあるので、えっ、ー、と、なんかあの、この値どうなってるんだっけとか、ここ表示したいなっていうときは、えっ、ー、と、原則標準エラー出力で出してください。で、この標準エラー出力で出すための関数っていうのをちょっと、えっ、ー、と、コモンの、コモンフォルダの下にプリントコンソールドットパイっていうファイルがあって、ここに、えっ、ー、と、プリントアンダースコアアウトとプリントエラーっていう関数、 アンダースコアエラーという関数があるんですけど、このプリントアンダースコアエラーが標準エラー出力に出すので、えー、とこいつを使って、えー、と出してあげてください。ただ、コンソールでこう動かす分にはあの見た目的にどっちがどう出てるとかはないので、えー、コンソールからこうポチポチ使ってデバッグするときには、あのこの関数を使ってあげると,、えー、と見やすくなっていいと思います。はい。で、えー、と卵のデータ構造ですね。で、 えとまあ、人間は5番見たらそれが5番で、えー、と石がどこにあってっていうのをなんか脳みその中でうまく処理できるんですけど、えーまあ、コンピューターはそ,れそういう知識って特に持ってないので、えー、情,情報データとして、えー、と作ってあげないといけません。で、まあ、対局盤面5番を見て、えー、とこれはどうなってると判別したい。 で、えっ、ー、と、ちょっといろいろ情報を付与してあげます。で、この表現しておかないといけないのは、もうそもそも5番、五なので5番の、五番がないといけないです。5番の上には石が置かれていますし、で、もっと言えば5番にはないですけど、えっ、ー、と、5ケっていう、あれですね、えっ、ー、と、5石が入っている容器の,あの蓋には相手から取った石を置いとくとかあるので、えー、そういうのを表現しないといけないです。で、まあ、本当にあの、内部、 なあのし情報で言えば、えーと、この5番の石の配置と,、えー、と5件の中に、えー、とあと取って打ち上げた石が分かっていれば、まあ、とりあえず局面としては、えー、と大丈夫なんですけど、えーとまあ、他にもいろいろ処理の補助になる情報はありますと。で、まあ、あの着手のレコードですね、あの今までどういう履歴をたどって、えー、とここに来たかっていうのと、あとあ、局面だけパッと見ると、えー、とそこの こう取り返せる取り返せないっていうのが分からないので、えー、と今ここがこうで取れないですよとか、えー、これは過去のこうだからここ取り返して大丈夫ですよとか、そういう情報を与えたりする必要があります。はいでえー、と5番の表現自体は、えーとまあ、でそれに対応するデータ構造で行っていて、えー、これは、えー、ボード。 フォルダの中にある、えー、と Go underscoreboard.py っていうのを、えー、Go board クラスで定義してます。で、盤上の、えー、と各工程の状態っていうのは、えー、と同じくボードフォルダ以下に,にある、えー、stone.py っていうス,、えー、スクリプトの stone クラスで表現してます。で、stone クラスの中って、えー、と値を、えー、4つ取る、えー、と列強型のような定義で書いていて、えっ、ー、と、 それぞれ、えー、とエンプティーが空点、石がない場所で、ブラックは黒い石で、ホワイトは白い石で、アウトオブボードってははあるんですけど、あ本当の5番はあのそんなものはないんですけど、えっ、ー、と、まあ、プログラミングやってる人だと、あの、は配列の境界突破するから、ちょっとここケアしなくちゃいけないなっていうのが、えっ、ー、と、それをんですかね、えー、簡略化するためにあの一周囲ってます、まあ。アクセスしてもアウトオブボードで別に何でもねえ。 データがあるぞっていうのが分か,分かるので、えー、とそこがあのそれ以上外はみ出ちゃダメだねっていうのが分かるってところですね。なので、えー、とこれちょっとゴロの表現,表現ですけど、えーと、石、黒が4つと白が4つで置いてあるんですけど、これなんで番号、えー、を表現すると、一周ぐるっと,、えー、とアウトボードが、ま、囲ってて、そのい、えー、内側に、えーとい EEWEE e, e って、まあ、E がエンプティで W がホワイトでブラックが、えー、とあ B がブラックですけど、まあ、こんな形で、えー、と内部では表現しています、まあ、ただ GoBoard、えーえー、ーークラスの、えー、とボードっていう変数が、えー、こいつをこの5番の状況を表してるんですけど、えー、と5番って2次元なんですけど、えー、とこれ内部的には1次元に えー、持って、えー、と実装しています。なので、えーと、さっきの局面ですね、これ、こんな、えー、左側の2次元のやつって、えー、とこの左上をから横方向にベロッと剥がしておいて、2列目をベロッと剥がしておいてっていう感じで、こんな感じで、えーとえーとえー、と1次元にまとまっています。で、GoBoard、えー、クラスの中に POS っていうあのメンバー関数っていうか、関数の 変数のような関数がいるんですけど、こいつが、えー、と2次元で座標で表現したものを1次元のインデックスに変換する処理を担当してます。なので、えっ、ー、と、ポス25って入れると、x 方向が、んあ、違う。あ、x 方向が2で、えっ、ー、と、y 方向が5なので、えっ、ー、と、これ計算逆ですね。えっ、ー、と。 Y 方向は足し算で、X 方向は掛け算になるので、えー、とこれ従って37とかに多分なると思います。失礼しました。で、あとあ、番外って、なんか特別アクセスする必要があ,のあえてアクセスする必要がないので、えー、とこの番として本当に表現されているこの内側の部分をまとめたのがオンボードポスっていうの変数で持って座標を持っています。 で、えっ、ー、と、まあ、そこまでで、えっ、ー、と、大体5番のシンプルな表現はできているんですけど、まあ、より簡略、処理を楽にするために、えっ、ー、と、石の塊をまとめて扱う概念を、えー、つけています。で、この石の塊って言ってるのは、あのまあ、上下左右にちゃんと,、えー、と隣接した、くっついてる、えっ、ー、と、同じ石のあ、同じ色の石です。で、これは、あの、 この塊って運命共同体で、まあ、以後のルール分かってる方なら、あれですけど、えっ、ー、と、この L 字に固まってる黒の石ってあ、上、上にあるちょっと出っ張ってる2つだけ取るか、みたいな感じで、あのちぎり取ることはできなくて、えー、この4つの塊は、えっ、ー、と、盤上に残っているときは全員残ってますし、えー番えー、5番から取り除かれるときは全員一緒に取り除かれるので、えっ、ー、と、まとめて扱いたいと塊です。で、この石の、 つら、えー、なりを連と呼んでます。まあ、あと、海外で言うと、うん、グループとか言ってますね。で、えー、とこのグル,グループなんですけど、えー、とこの左の局面だと、えー、と黒のこの L 字のやつが1個と、えー、と一番左端にある 6, 6って書いてあるところですね。よいしょ。これ。これが1個と、この一番上にある。 やつが1個と、えー、白。二、えー、2つ並んでるのが1個っていうので、えっ、ー、と、この局面では連が4つあります。という状態です。で、えっ、ー、と、連のデータ構造って、えっ、ー、と、ちょっとややこしいんですけど、えー、さが2つあります。で、えっ、ー、と、まあ、ボードフォルダーの string.py っていうクラス、あ、クラスじゃない、スクリプトが、 えっと、連の、えー、とデータ構造の定義と、えー、処理の管理をしてるんですけど、えっ、ー、と、盤上にある連を統合的に管理しているのがストリングデータっていうクラスで、えっ、ー、と、一つの連の情報を保持しているのが、えー、ストリングクラスです。で、えっ、ー、と、まあ、この局面でいろいろちょっと考えたいんですけど、えっ、ー、と、これは、十六あ、ここ、ここの白ですね。 白36ここを打ったんですけどあここここ6個取られそうだなっていうのを知るためにはこ,この石はこうつながっててここにダメがありますとあ。ダメというか空きダメがありますと。加えて、えー、とこの石を助けたい時って、まあ、周りの石を取,れ取るか自分の石に繋がれば、まあ、助かるんですけど、まあ、ちょっと周り囲まれて,てダメだ。ただよく見るとここって、えー、この えと白2子が当たりになってるので、この33と29の間に打つとこっち助けられるってので、えーと、隣接する連って何,何があるのとか、なんかそういう情報を持つようになっています。で、えー、とストリングクラスのメンバーって、えー、と変,数変数ですね、えーと。8つあります。で、それぞれ、えーとまあ、ちょっと今言ったような情報が並んでるんですけど、 1>, 1つ目がカラーっていうので、これはあのレンを構成する石の色っていうので、えー、とレンってあの同じ色しかないので、まあ、ブラックかホワイトかですね。で2番目のリブスっていうのは、レンが持つ点、見せじゃないですね。<laughs> 呼吸点の見せじゃなくて、えー、と点数の点ですね。えー、呼吸点の数です。なので、呼吸点の数が1になってるってことはもうあの、あと1て打たれると、 えー、その石は打ち上げられてしまうっていうのが分かりますし、えー、呼吸点がたくさんあれば、その石は死なないよねとか、あとは、たり、えー、呼吸点が2位だと,、えー、と、どっか詰められると当たりになって、あともう,もう1手詰められると取られる状態になるよねとか、そういうのが判断できます。で、えー、とリブっていうのは、その呼吸点の座標,座標ですね、諦めの座標を持っています。 でえー、とネイバーズは、えー、と隣接する敵の連の数とネイバーは、えー、と隣接する敵連の ID ということでさっきあのここの2子、えー、取ればこの黒石助かるねっていう情報をたどる時に使う情報です。であとあの 6, が、えー、6のオリジンっていうのは、えー、と連を構成する石の視点で、えー、とここから始まってつながってますっていうのを表している座標でサイズは、えー、と連の石の数です。 さっきだと6個とか2個とかですね。で、フラグはあの、完全に内部処理用なんですけど、えっ、ー、と、ここがあの、true だったら、えっ、ー、と、この連は5番上にいて、フォル e だったらないですよっていうフラグですね。で、それぞれあの、値を取得するメソッドが用意してあって、ネイバーズだけないんですけど、まあ、使う場面がなかったので、ちょっと作ってないですっていうところですね。なんか関数ちょっとややこしいんですけど、getNeighbars っていうのが、えっ、ー、と、いるんですけど、こいつはあの、隣接する適連を全て。 すべて ID を取り出すという関数ですあ。関数じゃなくてメソッドです。はい。あえっ、ー、と、結構動,動的にやってます。えっ、ー、と、最初、えっ、ー、と、空いてる状態、あ石が何もないので、えーと、空いてる状態で石1個打たれると、それがもう石1個出て構成されてる連ということで、えー、と1番から空いてるところを探してって、えー、まあ、石が何もないので1って 選んで、えー、と2個目置かれたら、そいつは、えー、と1番目はもう ID として使われたから2を使う。で、えー、と石が取り除かれた ID があ、取り除かれて使われなくなった ID、若いのがいたらそいつを使うっていう処理を内部で行っています。はい。で、えっ、ー、と、その,あのあ、ちょっと今、ID ってどう振られるんですかっていう質問があったんですけど、それに、えっ、ー、と、 それを管理しているのがあのストリングデータクラスですで。このストリングデータクラスって、まあ、ちょっとんですかね、あの内部で処理を補助するために変数が、えー、とあるんですけど、えーと、ちょっと意味のあるものだけ抜粋してますで3つで、えー。3つ取っていて、ストリング ID とストリング、あストリングとストリング ID とストリング next っていうので、えー、ストリングはさっきのストリングクラス、各れの情報を持っているクラス。 のえー、とインスタンススですでストリング ID は、えー、と各交点の連 ID を持っています。で、連がないところはゼロで持っていて、えっ、ー、と、連が存在していると、その交点にある連の、えー、と ID がくっついています。で、ストリングネクストって、えっ、ー、と、なんであの、ちょっとこのストリングクラスを振り返るとですね、え連、ー、を構成する石の座標って、まあ、このオリジンっていうのがあるんですけど、 ただ視点で1箇所しか持てないんですね。これ配列じゃないです。で、なので、えっ、ー、と、この連を構成する座標は、この stringnext っていうのが持っています。で、これなんでこんな、えっ、ー、と、各、えっ、ー、と、ストリングクラスで持ってないかっていうと、えっ、ー、と、盤上にある交点、交点1箇所に対して連が2つ以上存在するということがありえないからとなります。 で、えっ、ー、と、このちょっと、ここのデータ構造を話すとなかなか大変なんですけど、えっ、ー、と、えー、この GetStoneCoordinates っていうやつを使うと、えっ、ー、と、指定した LANID の、えっ、ー、と、石の座標を、のリストを取れて、で、GetID、えー、っていう関数に、えー、と座標を入れてあげると、えっ、ー、と、指定した座標の LANID が取れます。 なので、ゲット ID、えー、ここの連のを構成する石の座標を知りたいなってなったら、えっと、ゲット ID、えー、その座標のを引きすにゲット ID を呼んで、その戻り値を使ってゲットストーンコーディネートっていうのをやると、えっ、ー、と、取れます。ただ、このゲットストーンコーディネートってやつが、あの、連が存在するか確認してないで処理を走らせているので、ちょっとこれ使うときに、あの、指定した連の ID がちゃんと存在することを確認してください。 ということで、えっ、ー、と、この、その string.exist カッコ閉じでやって、これが true だったら処理していいよっていうところですね。で、ちょっと、えー、連の、えー、とデータ構造の話を、えー、かいつまんで行ったんですけど、えっ、ー、と、ゴーボードクラスにはちょっとたくさんメンバーがいてですね、えっ、ー、と、これ全員抜いてあるかな ?18 個かな ちょっと18個ありますでここはあのもう完全にリストアップしてい,ているだけで、えー、と特別何かを説明することはないんですけど、えー、とここですね6番目に、えー、とさっき説明した連のストリングデータクラスの、えー、とインスタンスがいてあと最初に説明した5番の表現はここのボードって言いますであとあの打ち上げた石はこのプリズナーっていうところに入っています あとは、処理の補助の情報ですね。えっ、ー、と、現在の手数を表すムーブスで、えっ、ー、と、あと、項が発生した、えっ、ー、と、手数と、あと、座標とか。ですね。あ,あと、このチェックスーパーコーっていうフラグがこれてるだと、えっ、ー、と、さっきのポジショナルスーパーコーを確認するっていう処理になります。はい。で、えっ、ー、と、ニューラルネットワークの実装ですね。 でえー、とニューラルネットワークってどうやって構成されてますかっていうので、えーとまあ、大きく2つ要素が必要だと思っています。で1つ目があの入力特徴の生成部っていうのでこの画像認識の例だと,、えー、とこの写真から、えー、と赤と緑と青の成分を分けるっていうのをやってるんですけど囲碁、まあ、あで言えばあの白石の座標と黒石の座標とあと空手の座標を分けるみたいな感じですね。 こういうしょ、えー、と入力特徴を生成する部分と、あとニューラルネットワークの本体の2つです。で、えー、とこの卵の入力特徴は、NN、えー、フォルダの feature.py の g e n e r a t e i n p u t p ーンパイという、えー、とスクリプトにあります。で、えーと、生成される入力特徴ってすごいナイーブであの機械的、機械的に取れる。あの,以後の 知識を全然使わないものを使っています。で、えー、と1つ目が空点で、えー、2つ目が自分の石で、3つ目が相手の石で、これ、黒石、白石にしてないで、自分の石、相手の石ってしてるのは、えー、とその多分その方が、えー、ニューラルネットワークとして分かりやすいと考えたからですね。で、それぞれは、えーえー、この3つは、えっ、ー、と、その状態にある交点を1で、そう,そうでなければ0にしてます。 でえー、と4つ目の,あの直前の着手箇所ですね。これはあの直前の相手の着手の箇所は1にして、そうでなければ0にしています。ただ、パスってえとこの5番の 9×9 の,の中に入ってないので、えー、相手がパスしたときはもうこれは全部0です。でえー、5番目の,あの直前の手がパスか否かというのは、それを着手箇所、表現しきれないパスを入れるためのえ特徴ですで。あとは手番の色というので、 囲碁、まあえー、って対局するときに黒番にあの先手の有利のハンデを背負わすためにコミを設定すると思うんですけど、えー、それを、えー、と白番から見ると,、えー、とあ黒番から見ると,、えー、と7目ハンデを受けさせられて、えー、白番から見ると7目ハンデもらってるっていう状況になるので、えー、それを内部でうまく処理できるように黒番のときはこれは全て1で白番は、えー、とハンデを え与えるもらうの関係が逆,逆転してるんでマイナス1っていうのにしてます。で、ここまでことで説明してなんだそれゃって話なんですけど、えー、とこの5番、5×5、えー、の5、6番の、えー、データで、えー、データというかこの局面で入力特徴を考えると、えー、と空点、まず一つ目の空点ですね。で、たくさんあるんですけど、こ,のここの L 字とあと外の広い世界が1になって、この え石があるで、えー、この局面ってえと4つ4つ置いてるので次黒番になってますで黒番ってこの真ん中に L 字に置いてるので真ん中 L 字のところが1になってますで、えー、と白番はえとそれに沿うようにあるのでえとその部分だけえと 1, 1になっていますでこれちょっと ここから、ここからとていうか遠、遠くから見はすごい見づらいんですけど、えー、とこの一番上のところがあの数字が振ってあって8っていうので8、えーと手番、8番目に打たれた石っていうので、これが直前に打たれた石です。で、ここ、えー、直前に打たれた石なんで、この一番上のてっぺんのところだけ1にして、えー、それ以外0。で、えー、とその直前に打たれた手って、えー、とちゃんとぜ。 石を打っていてパスじゃないので、えっ、ー、と全部ゼロです。で黒板なので、最後のえっ、ー、と入力は全部一に統一してっていう感じで、えっ、ー、と生成しています。で、えっ、ー、とニューラルネットワークの入力はここまでなんですけど。えっ、ー、と実装は、えっ、ー、と。n. N. フォルダの中に、ネットワークっていうフォルダがあって、その中に。えっ、ー、とデュアルネットパイって、えユースクリプトがあるんですけど、そこの、えっ、ー、とデュアルネットクラスで実装しています。 ででえー、とデフォルトの実装は、えー、とレシュデュアルブロックという残差ブロックを6段重ねた、えー、レスネットです。えー、あのすごいえ概略図でしかないんですけど、えーレスブロック、残差ブロックを6個積み上げて、そこからデュアルネットなので、ポリシーを処理する部分のポリシーヘッドと、バリューをするする処理する部分のバリューヘッドとは2つに分かれています。 で、それぞれのこのブロックとかヘッドっていうのは、えー、とそれぞれ NN、えー、フォルダ以下の、えー、とネットワークフォルダの中にある、えー、クラスで定義してます。でえー、とレスネットの構造はあレスネットねレスブロックの構造は、えー、と畳み込み層、バッチ生息 レル畳み込み込層、パッチ生息化ここで、えー、とこの入力足し合わせて最後レールをかけるっていうあの標準的な、えー、実装にしてます。でポリシーに関しては畳み込みやってパ、えー、ッチ生息化やってレールかけて最後リニアって、えー、とフルリーコネクト全結合ですねやって 9×9、えー、のる九のョ上とパス含めた、えー、と81たす1の、えー、82出力を出してます。 で、バリューヘッドは、えっ、ー、と、もう完全にバ、えー、ポリシーヘッドと同じなんですけど、最後の出力が3つになっているという状態です。あえっ、ー、と、えー、レスブロックのところは64にしてます。で、えっ、ー、と、ポリシーヘッドとバリューヘッドは、それぞれ、えっ、ー、と、2と1ぐらいですかね。あ、3かけ 3, 3です。 標準のあ、標準のというかあ、標準じゃないですね。えっ、ー、と3、3×3 の、えー、と一番小さいやつしか使ってないですね。で、でどうこうもそう、あ、違うな。えっ、ー、と、ポリシーヘッドとバリューヘッドのこの畳み込みだけ 1×1 っていう、えー、チャンネル方向の畳み込みっていうやつを使っていたはずです。まあ、ちょっと、ちょっと、ちょっと記憶が曖昧なので正確じゃないかもしれないんですけど、ただ、あの、一番そこの重要なパラメータの部分に関しては、パラメーターというか、あの、 いいろろ特徴を処理してくれる部分のレスブロックに関しては、3×3 のフィルターを64個使っています。すあえっ、ー、と、ちょっとその先で説明をします。は <laughs> い <laughs>。すみません。あいや今,の今の質問はす,すごい鋭いなと思います。えっ、ー、と、バリューの算出力って何ですかっていうところですね。ちょっと先に、あえー、と次のスライドで説明します。 はいでえー、とポリシーヘッドの出力に関しては、えー、と各交点と、あとまあプラスパスの部分ですね、それのよし悪しを数値化したものになります。で、これ、推論するときはのソフトマックス関数っていう、す、え、べ、ー、ての出力のを合計すると1になるように、ちょっと処理する関数があるんですけど、それを適用したやつなので、えーと、全部足し合わせると1になります。ちょっと左と右の図っていうのは、5グイを使うと卵が。 えと今の局面のポリシーの値どれですかっていうあの解析コマンドを、えー、使えるので、それを使うと表示されるやつですね。であまあ、ちょっとこの下に口頭で説明した内容ですけど、出力の個数は交、えー、点の個数なので9路、9×9、まあ、で81とプラスパスでプラス、A、1で、えー、82個ありますで、えーと。バリューヘッドの出力3つあるんですけど、えー、と以,後以後ってコミが偶数だと えーと引き分けが発生,発生しますで、えーとまあ、正確に言えばあの引き分けの種類もたくさんあって、ちゃんと打った結果引き分けになるのと、えー、となんだん参考になって、えー、と無限に続くからそこ引き分けにするねとか、なんかそういういろいろあるんですけど、まあ、そこは特に考慮せずに、えー、と勝ちと引き分けと負けに分けてます。で、えー、とちょっとコミット話をすると、α0 って、えー、とここは一つの出力。 出力を3出力に分けるんじゃなくて、1出力にしています。で、その1出力が予測しているのは、勝率の数値ですね。0から1の間の数値になってるんですけど、これって、勝ち負けのイエス・ノーの問題に帰着するのであれば、その形式で全く問題なくて、1出力でいいんですけど、勝ち引き分け負けっていう分類する対象が2つに、あ2つじゃなくて3つか、3つに分かれると、 えーとちょっとそのやり方だと,、えー、と α0 のやり方ってちょっと悪いことが出るということで、えー、とこの3つに分けてます。まあ、具体的にはこ,れ、えー、この状態って、えー、と勝率44って言ってるんですけど、えー、と例えば、えー、と引き分けがここ0になってここあ勝ちが0.44で、えー、負けが0.53って、まあ、局面で見ると引き分けの確率が違うので評価としては違うんですけど えとアルファ0の出力はもう勝率だけしか出さない44で、えー、と全く同じになると。で、機械学習の話のより詳しい話をすると、えっ、ー、と、クラス分類っていうこの、えー、どの結果になりますかって分類するときには、えっ、ー、と、2クラスだったらアルファ0のやり方でいいんですけど、3クラスって3つ以上に分かれる場合は、この分け方がした方がいいですと。いうことで、こういう出力にしています。はい。 で、えっ、ー、と、デュアルネットクラスにメソッドがちょっとたくさんあって、役割重複してんじゃんっていうのがちょっとあるんですけど、えっ、ー、と、これ、あの、広く、えー、端的に中のその、えっ、ー、と、レスブロックとポリシーヘッドとバリューヘッドの計算全部共通で、最後に、えっ、ー、と、ポリシーの出力とバリューの出力にそれぞれソフトマックスをかけるか、かけないかっていう処理で分かれてます。で、 一番上のフォワードっていうのはどっちもソフトマックスかけてなくて、これは教,師教科学習で使っています。で、二番目のフォワード 4SL ってスーパー、スーパーバイズドラーニングのために使いますよっていうのは、ポリシーだけソフトマックスかけています。で、フォワード with ソフトマックスって、えっ、ー、と、ポリシーとバリューに両方かけてるんですけど、その四番目のインファレンスが全く同じことをしているので、使用する場面は特にないと思います。ただ、あの自分がこの四番目を実装したことを忘れて作って、えー、使ってる箇所があるので、えっ、ー、と、 使われてないわけではないです。削除すると、えっ、ー、と、たぶん解析、さっきの、こいつですね、これを出すために使っているので、ちょっとこいつが動かなくなります。はい。で、えっ、ー、と、最後のインファレンスウィズポリシーロジっていうのが、えっ、ー、と、これ、ポリシーはソフトマックスかけなくて、バリューはソフトマックスかけるで、これはあのガンベルアルファゼロの、えー、とセルフプレイあ自己対戦の、えー 実行するときに使う評価で、えー、実行するときの評価に使っています。で、ああの4番目と5番目のインファレンスってついてるやつは、えっと、CPU から GPU に、えっと、データ転送するとかいう、えー、処理は内包してるので、えー、っと特に、あのー、そこのお作法を気にしないで使えるようにラップしたものになります。で、えっと、ポリシーヘッドとバリューヘッド、ちょっと書き換えたりするかもしれないんですけど、あ書き換えて、 たりする方がいた場合のちょっと注意点なんですけど、ポリシーヘッドとバリューヘッドは必ずソフトマックスをかけない出力にして実装してください。で、デュアルネットでこのかけるかけないの有無を切り分けてください。はい。で、デュアルネットクラスでちょっと定義しているパラメータがあって、えー、とネットワークの、ニューラルネットワークのサイズを決めるパラメータが2つあります。で、一、えー、つ目がフィルターズっていうので、でこれあの、 畳み込み、そうた、えー、コンボリューションレイヤーの 3×3、えー、のフィルターが何個、えー、ありますかってやつで、これはデフォルト64にしてます。であとブロックスっていうのが、えっ、ー、と、残差ブロックのブロックスで、これ6になってます。で、このそれぞれの値を大きくすると、えー、とポリシーとバリューのせ予測がすごい正確になるんですけど、まあ、その分、何ですかね、パラメータ数が増えるので、えー、と計算量が 増えて、えー、遅くなります、まあで、えー、一応この2つのパラメーターっておおよそその計算時間との、えー、とパラメーターの増加比例関係が分かっていて、えー、とフィルターズは2倍にすると計算時間が4倍未満ですね、まあ、実際あの4倍っては何なんですけど2倍に対して2倍とか優しい感じではなくてちょっと,ちょっと指数がかかって増えます。 で、ブロックスはもう完全に、えっ、ー、と、段差ブロックがただ積み上がるので2倍になると、計算時間は2倍になるという関係になってます。はい。ちょっといい時間なので、ここでまた一旦休憩を挟みます。えっ、ー、と、まあちょっと私が普通にトイレ行きたいというところで <laughs>。えっと、今、えっ、ー、とよ、41分ですかね。えっ、ー、と3時、3時41分なので、 えっと、50分からまた再開しようと思います。はい。よろしくお願いします。あまあ、でもなんかあのち、小さい、小さい、小さくて見えないとかあるとあれなので、ご指摘ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、時間になりましたので、えっ、ー、と、再開します。あ、で、えっ、ー、と、ちょっと今、あの、あ、そっか、これ、これ中継されてたのか。 あのこの講,講義で、講義でない、えーと、今の,この講習会で使っているスライドに関しては、ちょっとまだあの見ててあの間違っている部分が含まれているので、ちょっと修正、えー、入れた最終版をまた別途アップロードするんですけど、えー、とスラックの方に、えー、アップロードしました。でちょっとあの後ろで遠くて見えないという方はあのお、手元でそのちらの、えー、スライドを見ていただければと思います。すいませんちょっと 気が回らずに、だいぶ後半まで来てしまいました。はい。じゃあ、えっ、ー、と、講習会再開します。で、えっ、ー、と、ここからが、あの、なんですかね、えっ、ー、と、プログラミング、プログラミング集バリバリの話からは離れて、 えとより実践的なところで、えっ、ー、と、教師あり学習と強化学習の、えー、と実行方法と、えっ、ー、と、その周辺の、えー、とお話をしていきます。はい、えー、で、卵の教師あり学習ですけど、えっ、ー、と、卵はあのニューラルネットワークを使用した教師あり学習をサポートしてます。はい、でえっ、ー、と、必要なのは、あの、教師データ、えー、教師あり学習なので、教師データが必要になるんですけど、それ に対応すする、えー、と S G F ファイルで,すでこの SGF って、えー、とスマートゲームフォーマットっていうファイルの形式なんですけど、まあ、これは以後の記法を記録するのに使われる形式です。で、まあ、.sgf っていう、えー、拡張紙がついてます。で、えーと、CPU を使用した実行と GPU を使用した実行、どっちもサポートしてるんですけど、えーとまあ、なるべく GPU を使った方が良いですと。まあの CPU より GPU の方があの学習早く終わりますし、えっ、ー、と、CPU だとニューラルネットワーク規模で学習したときにもう、あの、いってらっしゃいって送って、あの、1週間経って帰ってこないとか、もうざ、ざらになってしまうので、えっ、ー、と、なるべく GPU を使ってくださいと。まあ、ネットワークが小さければ、あの、CPU でも、まあ、割とでき、できます。で、えっ、ー、と、教師あり学習で使用するデータなんですけど、 えっと、給料版の寄付四四万九千八百九十三曲分の SGF ファイルを、えっ、ー、と、私のページに置いてあります。で、この URL、まあ、ああの、あれですね。えっ、ー、と、どこだっけ。あ、そう、するスライドにあの載ってるやつなので、えー、とそこポチってやると、急にダウンロード始まるんですけど、うんちょっとい,い今は、あの、一旦見送,見送っていただければなとちょっと。 ここの通信帯域を圧迫してどうなるかがわからないので、まあ、あの試す時にちょっときに取得していただければと思います。あで、まあ、ちょっとここにあのカッコ書きしてるんですけど、まあ、ちょっとこの場にいないですけど、あのこのデータは e g o q クエストっていうスマホアプリ、あの対戦するアプリがあるんですけど、その開発者の、えー、と田瀬さんに、えー、とご協力いただいて提供いただきました。で、5万曲っていうと、まあ、ちょっと少ないように思うんですけど、これでも十分。 あの強いプログラムを教師やり学習で作れます。で、えー、とこの ZIP ファイル、えー、と圧縮しているので展開すると,、えー、と、この下に示すようなフォルダが、構成のフォルダが展開されます。で、えー、とこの GoQuest9x949893Games、えー、の下に readme.md、まあ、って、まあ、これ、あの なんか、田瀬さんありがとう的なメッセージを載せてるだけなので、あの無視してください。で、その下に SGF ってフォルダがあるんですけど、ここに、えー、と1から連番で、えー、49,893まで振ってある SGF ファイルが入っています。で、こちらをあの、教師あり学習で使うと、えっ、ー、と、ニューラルネットワークのモデルファイルを作れます。で、えっ、ー、と、教師あり学習の実行なんですけど、えっ、ー、と、教師あり学習の実行 するために、あのこの train.py っていう卵の、えー、とディレクトリ直下にあるやつを使います。で、こいつ、あの、ちょっとややこしい、ややこしいというか、本当は分けた方が良かったなって今更思ってるんですけど、えっ、ー、と、教師あり学習と教科学習の両方の共通で、えっ、ー、と、エントリーポイントになってます。なので、えっ、ー、と、また、あの教師、教科学習の話で、この train.py の話は出てきます。で、えっ、ー、と、コマンドラインオプションが、えー、と5つあるんですけど、 うん、最後の Windows ズっていうのは、えっ、ー、と、強化学習のオプショナで、まあ、あの、ちょっとここは説明後回しにします。で、えっ、ー、と、一つ目が、えっ、ー、と、寄付ディレイっていう、えー、寄付、えー、SGF ファイルを格納した、えー、フォルダのパスを指定するオプションです。で、えっ、ー、と、実、必ずこの、えっ、ー、と、トレインパイを実行するときに、あ、違うあ、指定しなくても大丈夫か。えっ、ー、と、 教師会学習するときに、さっきの,の SGF ってフォルダがあったと思うんですけど、そいつを指定してあげると、それを元にデータ生成して学習してくれます。で、サイズオプションはあの5番のサイズの指定なんですけど、これデフォルトのボードサイズってなってて、これが9なので、まあ,あの、変えなくて大丈夫です。で、えっ、ー、と、ユーズ GPU はあのさっきの探索で出てきたのと同じように、ニューラルネットワークの計算を、えー、GPU で行うフラグです。 で、あと最後、四つ目が、あの、LR って書いてあるんですけど、リーンフォースメントラーニング、うん、強化学習のフラグで、えっ、ー、と、これ、教師あり学習を実行するときには、フォルスで指定してください。で、デフォルトがフォルスなので、このオプションも、えー、教師あり学習を実行する際は別にいりません。で、その、この、えっ、ー、と、下に、ちょっと小さめですけど、えっ、ー、と、実行の一例って書いてますね。で、えっ、ー、と、Python, Train.Py,、え、ハ、ー、イフン、ハイフン、配分配分 ゲームス、えー、エンマークの、えー、SGF、まあの -useGPU t r u e l r f ルスま e この lr オプションいらないですけど、あ、useGPU もいらないのか。はい。えっ、ー、と、あまあ、これはあれですね、卵の、えっ、ー、とあ、卵フォルダの中にこの goQuest のフォルダを展開したっていう想定の、えー、と実行の一例です。 で、えっ、ー、と、コマンドラインで、えっ、ー、と、いろいろ設定したんですけど、えっ、ー、と、どちらかというと、えっ、ー、と外、外部、外部的な要素で、えっ、ー、と、本当の意味の教師やり学習の設定項目は、えっ、ー、と、ラーニングファルムパイって、卵フォルダーの直下にあるものに定義してます。で、えっ、ー、と、教師やり学習に関係する項目だけ抜いて8つあります。 1>, で1つ目が、えー、SR ラーニングレートっていうので学習率の初期値。で2つ目がバッチサイズっていうので、えー、と1ステップ学習する、えー、とデータの数ですね。まあ、ミニバッチ処理する数。でモーメンタムは、えー、とオプティマイザーってその学習をするなんなんんですか、ね、機械みたいなのがあるんですけど、それのパラメータで、えーで、ウェイトディケイも同じですね。であとエポックスっていうのはあのデータセットを何周が 回して学習するかっていう回数を指定して、ランニングスケジュールは学習率変更スケジュール。で、データセットサイズは、えー、っと、後々ちょっと説明出るんですけど、データ、えー、っと、ニューラルネットを学習用にデータを固める、えー、1ファイルに入れるデータの数を指定してます。あと、s l バリュー e w e i g h t は、えー、っと、バリューあポリシーに対するバリューの損失関数の重みということで、これも、えー、っとそれぞれ説明していきます。で、えー、ランニング パラムパイに、えー、とそれぞれ値がなんか意味深に書いてあるんですけど、これ、あのうまく動くことを確認している設定なので、えー、最初はこのデフォルト地層を扱うことをお勧めします。で、なんか学習率っていきなり出てきてな何を言ってるんだっていう話なんですけど、えー、とまあ学習率って、えー、と1つのミニバッチですね、えー、とこのデータに対して,て学んでくださいって塊、えー、ポってニューラルネット投げるんですけど、それに対して、えー どれだけ、えー、と学習、そのデ,データに、えー、合うように学習するかっていう割合を出した、えー、表した数値です。えー、ちょっとこの,あの下になんかちょっといやでこぼこしたところに立ってる人を立てた絵をやってるんですけど、えーとまあ、より低いところに行ったのが正解というちょっとシチュエーションですね。ただこれ、あの外から見ると、ここは最一番低いじゃんっていうんですけど、この人はここに立ってる時のこの道。 坂道の傾きしかかわらないといとう、えー、状態ですで、えっと、学習率でかいっていうのはあのこのここに立ってる状態で、えっと、右側に傾いてることはわかるのでじゃあもう思いっきり右に行ってやろうって言ってでででって行くとなんかすごいあの反対側まで行っちゃうんですけどおこここれは傾き左だなってなって <laughs> 左に行っておここちょっと、うん、なだらかだけど右側だ ってまあ、右でで移,移動してってっ感じでこ,こ,ここ行ってほしいんですけど、ちょっとあまりにも歩幅がでかすぎてうまくはまれませんっていうので、えー、で、でえーとまあ、悪いことばかりではなくて学習率がでかいっていうのだと、この目標まで割とすぐ近づけます。ただ、えー、とこの歩幅がでかすぎてあの、もうちょっと刻んで近づかないといけないんですけど、えー、と歩幅がでかいがゆえにあの行ったり来たり、 ってなかなかはまれないっていうのが、ちょっとこの手法の短所であ、この手法というか学習率がでかいときの短所です。で、一方で小さくするとどうなるかっていうと、この右側の例ですけど、まあ、この坂道を右側に傾いてるっていうので、右にちょっと移動するんですけど、全然さっきよりも小さくて、ちょろっと進んで、あまた右に傾いてるあ。まだ右に傾いてる。まあ、なんか真ん中だって,ってここで止まっちゃうんですけど、まあ、この手法の、えっ、ー、と、 まあいいところあ、この手法というか学習率が小さいといい子を取ってあの、極小値ってこの一番へこんでるところですね、あ一番へこ,んでるというかへこんでるところですね、に、まあ、落ち着きやすいです。まあ、さっきみたいにあの行ったり来たりっていうのが、まあ、しないでストレートにはまっちゃったんですけど、えー、ただ一方でこのはまっちゃったっていう話で短所としては、ここで、うん、あもういいよって言って終わって、本当はこのもう一山超越えるともっと深いところあるんですけど、このはまったところにはマ からも動かなくななくって、えー、抜け出せないとあとはもうこの刻んでここまで3歩でいっていった一歩で学習率でかいともっと近いところまで、えー、と2歩ぐらいでいってるので、まあ、学習率小さいと、まあ、ちょっと学習が遅いという端緒があります。でこの学習率ってパラメータを設定するコツなんですけど最初大きめにしてそこから小さくしていくるのが重要です。であのまあ手法的には、えー、と小さくして あ一旦小さくして、もう一度大きくしてから小さくするとかいう方法もあったりするんですけど、まあ、そこはちょっといろいろ手法があるので調べてみてください。で、えー、とデフォルトだとこの3つ、えー、と学習率の調整に影響するところがあって、えー、SL ラーニングレートとエポックスとラーニングスケジュールっていうの、えー、このデフォルトの値だと一番最初、えー、と データ1周目から5周目までは0.01っていうあの SL ラーニングレートを使ってます。で、5になると、このラーニングスケジュールのラーニングレートっていうところに0.001っていうのがいるので、じゃあ5周回ったんで6周目からその値にしますよということで、6から8周目までは0.001。で、また8の,8のところに、8に0.0001っていうのがいるので0.0001。で、9周目と10周目回して、最後10っていうのがあるので、 これは0.10、えー、のマイナス5乗ですね。にして回すと。で、この15で終わってるんですけど、これは10あのエポックスの15があのもうここまでしかやりませんって言ってるので、ここで止めてますと。で、えー、学習率調整するときはもうこれエ、エポックスを合わせてえと調整してください。ただ、エポックス増やすとそのだそれ、それだけデータをこうな,めなめる、えーと、学習する回数が増えるので、学習時間が伸びます。 で、なのでちょっと注意してください。で、あとその他のハイパーパラメータについて、えっ、ー、と、触れてないのが s l バリ l エ e w e i とモ o m e n t とウェイトディ d k かなあ。あとバッチサイズもありますね。と、データセットサイズ。で、えっ、ー、と、最初に述べた3つの s l v a l u e バリ i g h t とモ o m e n t とウェイトディ d k はまあ変更しない方がいいです。で、特にあの s l v a l u e w e i g h って、えっ、ー、と、 これ大きくするとバリューの、バリューをよく学習してくださいっていう指示になるので、うまく、なんかいい感じじゃんって思うんですけど、あの教師データに過剰適合して、あの全然未知のデータに弱くなるっていう問題があります。なので、えー、と今0.02っていう値を設定してるんですけど、何もしないと、多分0.04とか0.05あたりからも、だいぶ弱くな,弱くなるとか、バリューが変になります。 なので変更しないでください。で、慣れてきたら変更してください。で、あと、ニューラルネットワークのブロック数とかフィルター数を増やしたら、えっ、ー、と、GPU のメモリが溢れないようにバッチサイズを調整してください。ただ、あの、バッチサイズ、GPU のメモリに乗る分には、あの、なるべく大きい数にしておいた方が、えっ、ー、と、計算早く終わるのであ、計算じゃない、学習早く終わるので、えー、大きい値にしておく方が良いです。で、あと、あの、えっ、ー、と、 学習データを1回、その寄付ファイルから読み込んで、入力特徴と出力の学習ターゲットをまとめた NPZ ファイルを生成するんですけど、そのところでなんか、ごしゃっとこうよくわからないエラーを測れて、プログラムが異常終了した場合はデ、データセットサイズっていうやつをちょっと小さめにしてあげてください。で、えー、と教師やり学習の処理内容は大きく2つあって、 えー、一つ目が SGF ファイルから学習データをまとめた、えー、NPZ ファイルを、えー、と作ってデータフォルダーに入れるという処理で、えー、とも,うもう一つが、えー、とデータフォルダー内の NPZ ファイルを使用して、えー、と本当の意味でのニューラルネットワークの教師来学習を実行する、えー、ステップですで。一つ目に関しては、えー、と寄付ディレオプションが指定されたときのみ。えー 実行されますでその時呼び出される関数は、えー、GenerateSupervisedLearningData いうので、これは多分 NN、えー、フォルダーの中のデータジェネレーターというスクリプトが、えー、あって、その中に定義されている関数です。で2番目の学習に関しては NN フォルダーの中にあった learn.py という学習の、えー、処理を定義している関数があるんですけど、そこの関数を呼び出して、えー、実行しています。 でえー、とこのステップ全部終わると、えー、とモデルフォルダの中に sl-model.bin、えー、と sl bin っていうのが、えー、生成されます。でこれがあのさっきモデル、えー、GTP クライアントで使用するときに、モデルオプションで使用していた、えー、とモデルファイルに相当します。でえー、とこの処理2つのステップの処理のうち1番目の、えー、npz ファイル作るというところなんですけど、えー、とこれあの 一度生成したものを再利用することが可能です。ただし、あの再利用できるかできないかについては、この下の表に従います。で、一つ目はの使用する SGF ファイル変更したら、もうそもそもデータが入れ替わっているので、この時きは、えー、NPZ ファイルをちょっと一旦消して再生成かけてください。で、二つ目のニューラルネットワークのブロック数とかフィルタ数を変えたときなんですけど、これはあのデータに何も影響はないので、えっ、ー、と、 寄付ディレオプションを指定せずに実行すると、このデータ生成を行わずに、すぐ学習を始めて、えー、と効率的に進みます。で、3つ目がニューラルネットワークの入力特徴の変更ですね。で、こちらは、あの、えっ、ー、と、またこれもデータ、データが変わっちゃっているので、えっ、ー、と、この時は、えっ、ー、とで、NPZ ファイルの生成をし直してください。で、4つ目の、えっ、ー、と、学習に使うハイパーパラメータの変更は、 えーとデータには何,何ら影響ないので、えーと、このファイル再利用できます。はい。で、えー、と教師やり学習を実行するとこんな感じで、なんかいろいろ数字ばーって出てきて、ちょっと気持ち悪いんですけど、えー、NPZ ファイルを出力しているところは、多分何にも言わなくて、学習を始めたときに、 えー、トレーニングデータセットテ、えー、テスティングデータセットを分けて、分けましたっていうメッセージを出して、そこから、えー、と学習ですね。えー、とこの NPZ ファイル1個ずつに対して、えー、78.5秒かかって、えー、ポリシーの損失関数の値はこれで、バリューの損失関数の値はこれでっていうのを出してます。で、最後はあの10エポック15で終わるんですけど、まあ、ここ14になってますけど、このエポック1個目が0になっているので、 1> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1一1 2 1 3 1 4で15回学習して終わってますと。で、最終的にこのぐらい学習して、最初のこの値よりは小さくなっているので、バリューもポリシーも一応学習できてますねっていうのがえ見えますま。ああこれ、もう1回学習したら終わるまで放置なので、ちょっとこの寂しいですけど、パソコンが頑張ってくれます。で、ポリシーとバリューって何を学習 目標にして学習しているかっていうとですね、まあ、ポリシーは SGF ファイルにきそ、えー、記録されている各局面の着手、まあ、人間の手ですね。で、バリューはその SGF ファイルにき、えー、記録されている対局の結果を入れています。で、バリューとポリシーはの過あ、バリューが過剰適合をしないように、ポリシーに対して重み、2%ぐらいの重みで学習しています。まあ、で、この0.02っていうのは SL バリューウェイトから来ています。 でえー、とさっき、トレーニングデータセットとテスティングデータセットっていうので、なんか表示出て分けてますって言ったんですけど、えー、とこれはあの、えー、と2つ、えー、とデータを分けていて、まあ、1つが学習用データ,セッデータで、これはあのニューラルネットワークの,あの本当に教師でして使うデータで、検証データはまあ学習には使わないで、えー、とどれぐらいあの学習がうまく進んでるかなって確認するために使うデータです。でデフォルトだとこれ8対2でて 分割していて、えー、とデータの分割資料、この nn、えー、スラ round.py にある、えー、このスプリットトレインテストセットっていう関数でやってます。で、この0.8っていうところが、えー、と割合0.8学習に使えますって言ってるところで、えー、と全部あなんかこのパラメータうまくいく,いくからもうテストとかしなくていいや、あ検証しなくていいやってなったらここは1.0にすると、 学習,学習データ、全てを学習データとして使って学習するので、えーとまあ、ちょっとデータを水増しできるところですね。まあ、ただ、ちょっとあの変更箇所があの2箇所あるので、えー、と自分が GPU を使う場合は、このトレイン用 GPU を変えて、CPU を使う場合はトレイン用 CPU を変えるっていうので、ちょっと注意してください。はい、で、強化学習ですね。 で、えー、と卵はあのアルガンベルアルファゼロ方式の強化学習をサポートしてます。で、えー、とさっきの教師あり学習はあの人間の寄付なりななりの SGF ファイルが必要だったんですけど、これの準備は不要です。で、えーとまあ、ニューラルネットワークを使った探索をして、えー、と自己対戦、自分と自分で戦うので、えー、GPU の使用はほぼ必須です。まあ、CPU でも進まなくはないんですけど、まあ、ちょっと。 まあ時間にたくさん猶予がある方はのんびり楽しんでくださいぐらいには遅いです。で、えーと、卵の終局判定ですねあの、一応入れていて、なんか諦め1個の医者は死んでるよねぐらいまで入れてるんですけど、ただちょっとあまりにもお粗末すぎるので、具入号っていう、えーと、これはあれですね、モンテカルロ,ロキタンサが登場する前のプログラムなんですけど、こいつによって、えー、と判定してもらって、えーと、より賢い判定を使うようにしています。 でこれ自身なくてもく学習進んで強くなるんですけど、あった方が学習安定するし早く進みます。で、強化学習のパイプラインってさ、えーとまあ初、最初の方の α0 の強化学習サイクルでも説明したんですけど、まあ、ひたすら、えー、生成データ登録学習、生成データ登録学習っていうのを繰り返すんですけど、これは p i p イ l i n e s h っていう、まあ、Linux 環境向けのスクリプトファイルが置いて あるんですすけど、えー、とこれに定義してますでちょっと Windows こ,このまま動かないですしなんならこの Python3.6 っていうのが私の環境バリバリに依存してるので、えー、と書き換えはちょっと必要です。で、えー、スクリプト3つ読んでるのがわかると思うんですけどセーフプレイメインパイとゲットファイナンステータスパイとトレインパイと。でこの3つの処理に関しては、えー、と自己対戦と、えー、グニュー語によって よる待機結果の補正とあと自己対戦で生成したデータを利用した強化学習の3つです。でもこのあのさっきオプションって言ったんですけど、この2のところを外しても、えー、と学習自体は一応進みます。で、自己対戦の実行方法なんですけど、この自己対戦は、えー、とセルフルプレイアンダースコアメインで実行します。で、7つ、えー、とオプションがあるんですけど、えっ、ー、と、 デフォルト値、赤で示しているところは、ラーニングパラムパイで定義しているパラメータです。で、この赤字の部分に関しては、コマンドラインで指定するよりも、ラーニングパラムの値を編集することを推奨し,します。で、なぜかというと、さっきの強化学習パイプラインを実行すると、コマンドラインで指定した値は、もう永遠に変えられなくなってしまうので、えっ、ー、と、途中で変えられるように、えっ、ー、と、コマンドラインオプションじゃなくて、えっ、ー、と、 ファイルのパラメーターを書き換えてっていうのですることをお勧めします。で、赤字以外の部分もあの一応指定はできるんですけど、えっ、ー、と、なんかあの変えて変えてうまく動かなくなったとかいうのがあるとちょっと嫌なので、えっ、ー、と、基本変えないでください。で、えっ、ー、と、この自己体制の設定項目が、えー、とラーニングパラムパイに、えー、と3つ定義されていて、えっ、ー、と、 1>, えー、1つ目が SF プレイビジッツっていうので、えー、と自己対戦時の一手当たりの探索回数です。で、これデフォルト16になってます。で、2がえっ、ー、とナムセ f p プレイワーカーズっていうので、えー、と自己対戦するときもあの1人でパパパパってやるよりは、えーと、パソコンの計算資源をたくさん使って、えー、と並列に実行した方がいいので、えーと、その並列で実行できるようにっていうので、多分4。 あたりの値が設定されていると思います。で、えっ、ー、とナムセルフプレイゲームスっていうのは、えっ、ー、と生成する寄付の数で、えー、強化学習1ステップ実行する前に何枚、えー、あ何枚何枚何個寄付を生成するかっていうのでこれ1万っていう値が、えー、設定されていると思います。で、セルフプレイビジュスについては、えっ、ー、と値を大きくするとえー、せまあプレイヤーとしてあのイゴ AI の思考の正確性として えと向上してくれるので、生成される寄付の質良くなるんですけど、ただ一定当たりの探索回数、まあ、すなわちニューラルネットワークの計算回数が増えるので、えー、寄付の生成速度は遅くなります。で値を小さくすると、寄付の生成はすごいたくさんできるんですけど、寄付の質が悪いというので、えー、ちょっとここをバランス取るのが難しいです。ただ最初16でやって、なんか許可学習進めてって、あんまり学習も進まなくなったなと思ったら50とか100とか。 大きい値にすることをお勧めします。で、えっと、ナム m セルフプレイワーカーズに関しては大きいほど、えっと、並列に処理されるので、えっと、生成速度が上がります。まあ、ただ、CPU か GPU のどっちかが、あの、いっぱいいっぱい。まあ、正確には GPU は計算力よりは、えっと、多分データ転送がですね、がボトルネックになって頭打ちになります。あとは、なんか、ちょっと一個一個が、あの、 マルチプロセスで起動するせいで結構メモリ食うんですけど、それがでメモリいっぱいになって、えーと、もうこれ以上いけませんっていう風になるケースもあ,あります。n u m セルフプレイゲームスに関しては5000か1万が妥当です。で値が小さすぎるとまあ学習に失敗しやすいですし、えー、値を大きくするとあの強,強化学習のサイクル、1サイクル回すのに時間かかるようになるので学習が遅くなります。まあ、5000で、あまあ、1万にしてますけど、早く変化見たい人は、まあ、 あの5000に変えても全然問題ないです。はい。で、教科学習で生成される寄付の内容はこう、ばって書いて、うん、気持ち悪いなっていう感じなんですけど、まあ一応 SGF ファイルで、えっ、ー、と、フォーマットのされてるものなので、えー、GUI で読めます。で、えっ、ー、と、いろいろこう、値入ってるんですけど、まあ大きくはあの2つ、バリューとポリシーが学習する情報を入れていて、 Re っていうタグで、これ W プラス R って赤字で書いてあるんですけど、これがバリューが勝敗するあ、バリューが学習する勝敗です。で、あと青字でこう濃くしてるんですけどえーと A えーと、AQ に 4.635×10 のマイナス12乗とか書いて、バーッと書いてあるんですけど、これがあの各交点のインブルドポリシーになっています。で、このえー内容の SGF ファイルがあのセーブディレイで指定したフォルダに出力され まあデフォルトなのでアーカイブっていうところに出ると思います。で、えー、とこのファイル内容変更すると多分読み込み失敗したりなんか、えー、とデータ生成時に何かおかしな挙動になるので、えー、と基本的には内容変更 NG です。まあ、ただ閲覧 OK ですと。で、あでえーとまあ、ちょっと卵の、あ今、こう 今公開されている LR モデルの最新版が生成する寄付がこんな感じで、まあ、以後分かる人だったら、まあまあ、それっぽく打ってるかなって思うんですけど、まあ、こっちに、あの、えっ、ー、と、インプルーブドポリシーの値がコメントで見れて、えっ、ー、と、一応デバッグにもできますと、まあ、ただこれ、本当なんか、囲碁分かってねえなっていうのが、この、捉えちゃったっていう。 であここで投了してますね。これ,これで黒,黒投了ですね。っていう感じで、まあ、結構諦め早いですけど、まあ、これちゃんと多分ちゃんと進めると白が、まあ、3目ぐらい勝ってるだっけなんかそんぐらいで勝ってるので、まあ、投了もやめなしというところですね。なのであの生成する棋譜を見てもらって、まあ、今これ初手高目打って。 あこれな打っちゃった,っ,ゃっ,たってなってるんですけど、えー、とこういうのを見て、ああ、なんか、それっぽく人間の寄付寄付というか、定石って正しいんだなとか、それと違う、なんでこいつこんなことやってんだろうっていうのを見て、まあ、楽しめます。はい。で、次あの、対局結果の補正ですね。これはあの、ゲットファイナルステータスパイに、えっ、ー、と、えー、いろいろ処理書いてあって、中は、えっ、ー、と、ちょっと解説しないんですけど、 具入語によって、えっと、さっきの、えーえー、RE のところあの、プラス R って書いてあったと思うんですけど、えー、とプラス R って投了で終わってるので、そこはあの補正しないんですけど、そこが B プラス2.0とか、なんか数値入ってたら、それは具入語で補正かけるようにしています。具入語を使ってるせいで、具、え、入、ーまあ、語をインストールしないといけないんですけど、大体いい、えー、Ubuntu と Mac だったら、 部分 u だったらアプトインストール GNU5 ってやって、Mac だったらブリューインストール GNU-5 で、えーと、もうそれで入ります。で、多分特に設定なくそれで動くはずです。で、Windows に関しては、この GNU5 を配布しているところから ZIP ファイルを取ってきてダウンロードして、回答して、えーと、そのフォルダの中に GNU5.exe ってあるので、そこにパスを通すか、えー、この右のスクリプトの中身ですけど、この GNU5 って文字列があるんですけど、ここを えーとグーニング .exe の絶対パスに変更するで、えー、といけるはずです。で、えー、と強化学習の実行は train.py、えー、を実行すれば OK ですで。またちょっと載せてますけど、これ、教師ある学習と強化学習共通のエントリーポイントになっているので、えー、オプションは一緒です。ただ Wind サイズ、Windows サイズが、えー、と強化学習だと有効になります。 LR、えー、オプションに関しては、えー、これは許可学習なので true を指定してくださいで。寄付ディレイに関しては、セーブディレイオプションで指定しているアーカイブってやつを指定すれば、えー、それで OK です。で、このウィンドウサイズって何っていう話なんですけど、まあ、学習に使用する寄付の最大数っていうので、ちょっと立ち返ってみるとこう、データを作って登録して、 その登録したデータを使って学習してまた生成するっていうサイクルも増すんですけどこの登録してるこのプールしてるため場なんですけどこれあのずっと溜めておくんじゃなくて、えー、とある程度溜まったらもう古いデータは消すとでさっき30万って書いてありましたけど、えー、と30万曲溜まったらもうそのそれ以降は溜めませんっていうので31万曲目が31万曲目が出てたら1曲目はもうデータ消すっていう感じですね。 まあ実際は決してなくて、えー、とそういったは参照しないっていう感じで、えー、挙動しています。で、えーと、強化学習の設定項目、まあ、これ、ハイパーパラメータはラーは、えー、ラーニングパラムにまた書いてあります。で、えっ、ー、と、影響するのは6つなんですけど、えっ、ー、と、まあ、これもあ,のある、ちゃんと動くことを確認している値なので、最初はデフォルトのまま使ってください。 で、あと注意点が、さっき、あの、教師やり学習のときは、あの、何エポック目でこの学習率に変更しますっていう、ラーニングスケジュールっていうやつがいたんですけど、これが、教科学習なくてですね、まあなな、なぜないかというと、これを減らすタイミングは、己で見極めないといけないからです。で、まあ、なんか、あんま学習進まなくなったなと思ったら、えっ、ー、と、これを、まあ、10分の1なり、2分の1なり、4分の1なり、LR、えー、 ラーニングレートを変えて、えー、と小さくしてあげると、またちょっと学習が進みます。で、ちょっともうすみません、文字ばっかりあれですけど、えっ、ー、と、強化学習の処理内容、トレインパインの処理は、えっ、ー、と、あ、強化学習ですね。強化学習の処理は 2, つス,テップ2ステップからなって、えっ、ー、と、もうあの強化教師やり学習とほぼ一緒なんですけど、SGF ファイル、まあ、これは自分で生成したやつの f g f SGF ファイルから学習のデータをまとめた NPZ ファイルを作って、それをデータフォルダに格納します。で 2, つ目あ2ステップ目が、えーと、データフォルダ内の NPZ フ,ファイルを使用して、えー、と教師やり学習を実行します。でえー、と実行終了後に、えーと、モデルフォルダ以下に、えー、LR ですね。これはリイ,ンフォースメンリインフォースメントラーニングの略で LR。 のモデルビンと LR ステートで、これはの学習の、えっとですかねえー、経過ファイルあ、経過をちょっと記録したファイルです、ね、を生成して配置しています。で、えっと、このファイルは、えっと、さっきの強化学習のサイクルで、この元のがネットワークから、えっと、追加して学習して、それをまた使って学習するっていうので、えっと、どんどんそのモデルは蓄次更新されて、ゼロからやり直すっていうことはしないので、 えとこれらのファイルはちょっと動かさないであ、強化学習を実行している際は動かさないでください。で、強化学習のパイプライン実行時にはこの、えーとえー、1ステップ目の寄付ディレっていう指定がある,あるんですけど、これは必須です。で、これな何もしないで、指定しないと何が起こるかっていうと、まあ、とりあえずこうそこにある NPZ が最新だろうって言ってあの学習して、全く同じデータをずっとぐるぐる学習して全然進まなくなるということなので、 基本的にあのここの指定を外さないでください。はい。で、えー、と卵を強くするにはということで、まあ、ちょっともろもろの、えー、とテクニックの話です。で、えーと、強くする方法なんですけど、まあ、これはおまかに3つあります。で、えっ、ー、とまあ、 教科学習教、教師あり学習、どちらにでも使える方法と、教科学習のみにしか使えない方法と、えー、教科学習のみに使える方法と、まあ3種類です。で、この,あの強くする方法って強どこまで強くなるのって話なんですけど、一応この GitHub で、えっ、ー、と、V0.6.0 で、えっ、ー、と、教師あり学習と教科学習のモデルを公開してるんですけど、えー、こいつを基準に強くできるという意味で、えっ、ー、と、片言とかリーダーゼロより強くなるという意味ではないです。 で、えっ、ー、と、強くする方法一覧ですね。えっ、ー、と、ちょっと9つ挙げてます。で、えっ、ー、と、まあちょっと皆さんのプログラミングスキルがどれぐらいなのかわからないんですけど、まあもう本当にプログラム全然書いてことなくても、えっ、ー、と、できる内容もいくつかあります。なしのところがそうですね。で、あとは、まあ低と中と高があります。で、えっ、ー、と、それぞれ、えっ、ー、と、まあ。 以降のスライドで、えー、と説明していきますがまず、まず共通の5つの部分ですね、えーと。ニューラルネットワークのフィルター数、ブロック数を増やすというので、えー、これはすごい単純で、NN、えー、フォルダーの中にあるニュー、ネットワークフォルダーの中にある、えーと、デュアルネット .py に、このフィルターズイコール40、えー、64とブロックスイコール6という数字があるんですけどこれを増やすっていうので、でえー、とこれの値、 に関してはフィルター数2倍にすると計算時間4倍になります約4倍になりますし、えー、ブロック数に関しては2倍にすると2倍かかるというので、ちょっとまあ学習にも時間かかりますし、探索も時間かかるようになるので、まあ、探索に時間かかると単位時間、同じ時間あたり読む深さが深浅くなるので、そこはちょっと精度、実際の強さとちょっと塩梅を見ないといけないんですけど、ちょっと調整気をつけてください。でえー、と参考までに片語のフィルターの数とブロック数のスケーリングというので、 えっと、両方どういうふうに増やしたらいいかっていうので、フィルター数96に対してブロック数6で、フィルター数128に対してブロック数10、フィルター数192に対してブロック数15、フィルター数256に対してブロック数20っていうので、うん、まあちょっと少なくとも128、GPU 持ってる方は128フィルターの10ブロックぐらいは全然多分いけると思います。余裕かな ちょ,ちょっとあの学習どれぐらい時間かかるかっていうのは実行してみて、えー、とちょっと適宜確認してからちょ調,整、えー、調整してみてくださいもう一つニューラルネットワークの入力,入力特徴を増やすっていうので、えー、と先ほど、えー、と示した卵の入力特徴ってもうあの囲碁のルールを全く知らない人でもう作れるぐらいにはないようですで囲碁の知識は一切使ってませんでそこにあの やっぱり、囲碁の知識を入れてあげると、あの同じサイズのニューラルネットワークでも、人間がこう,いうこういうふうに気をつけないといけないですよっていうサポートをしてあげることによって、えーと、ポリシーもバリューも正確になります。で、具体的にどういう特徴を入れればいいかっていうとですね、まあ、相,手に相手の意思を当たりにする、だからもうこれ取りに行くよっていうふうに脅しをかける、でここに打てば大丈夫ですよっていうピンを立ててあげたり、あと自分がその当たりにされて取れ、取られそうになってる石をちょっと伸びて逃げてみる。 手だったりあとはレンガ持つ、えー、ダメ、えーと、空きダメですね呼吸点の個数で個数は何個ですかっていうのを教えてみたりっていうのでいろいろありますまあ、この中にあの視聴で逃げれる逃げれない、えー、あ当たりにしたら視聴で抱えて取れあ取れる取れないとかいうのもいろいろあると思うんですけどまあ、ちょっといろいろあるのでちょっと試してみてください でえー、と3つ目、えーとレ、残差ブロックの中に、S、SE ブロックを使うというので、えー、と左側にちょっと残差ブロックのこ、えー、構,成構成を書いているんですけど、えー、SE ブロックというので、ちょっと複雑ですけど、えー、と2番目のバッチ生息加工、生息仮想からグローバルプーリングとリニア、レールリニア、シグモイドって書けて、 スケールするっていうので、ちょっと複雑な計算が入ってるんですけど、意外とこの、S えー、と SE ブロックでついてるこの塊のモジュールの計算ってそんな重くな,い重く,なくてその、その割には精度が良くなるっていうので、えー、結構おすすめです。で、これ自体はあのちょっと自力で実装しなくちゃいけないんですけど、PyTorchSE ネットって調べるとあ、SE ブロックでも大丈夫ですね。 あの結構いろいろ実装が GitHub に転がってるので、ちょっとそれから参考にしてください。で、えっ、ー、と、レルの代わりに推しを使うっていうので、えっ、ー、と、い、ま、ろ、あ、んなところにレルって出てきたと思うんですけど、残差ブロックだあって、ポリシーヘッドだったり、バリューヘッドだったりあるんですけど、えっと、それの編集が、えっ、ー、と推し、えー、編集というか、それを、えっ、ー、と、ちょっとだけ計算重くなるけど、えっ、ー、と、 性能が良くなるスイッシュっていうのがあります。で、レルって関数、レル関数ってどういう関数かっていうと、MAX の X が0、X でが0かっていうので、えーと、入力が負だったらもう全部0で、えーと、正だったらもうその入力をそのまま出すっていうので、えー、と右側のグラフに書いてある青い線ですね、まあ、0のところでカクって曲がってるやつです。で、スイッシュはちょっとなんか似てるんですけど、滑らかっていうので。 ちょっと複雑ですけど、1たす e のマイナス x 乗分の x っていうやつですね。で、これは、これに変えるだけで、えーとまあ、強くなると思います。で、書き換える部分は、あのデュアルネット π に、えー、とセルフ .reL="nn.reL」って書いてるんですけど、これを多分、知るってやつに変えると、えー、とスイッシュに変わるはずです。 ちょっと水しと知るが一応式見ると同じやつなんですけど試したことないのでちょっと自信ないです。まあ、でも多分合ってるはずです。で、えー、と5つ目が Python から C++ に移植するっていうすごい暴力的な手法なんですけど、まあ、そもそも Python って実行速度が遅いので、えー、と C++ に移植すると探索が速くなります。でこの探索が速くなるうれしいっていう話なんですけど、まあ、大まかに効果は2つあって。 1一つはもう、えー、相手と対戦するときに、えー、探索速度が速いと、えー、同じ時間あたり読める読みの深さが深くなって強くなると。で2つ目が寄付生成するときに一定あたり何回探索するっていう、えー、値を設定してたと思うんですけどその、えー、何回っていう探索を早くできるっていうことは、えー、と寄付生成の速度があ上がって、えー、と強化学習のサイクルが早く回るっていうので。 えー、嬉しいと。で、えーと、卵のデータ構造とか探索の実装って、えー、と自分、まあ、私が作って,るあ作っている r、えー、レイっていう囲碁プログラムを参考にしていて、まあ、こちらの C プラで、まあ、ほぼ C, C ですね、C の書き方をした、えー、とプログラムでなっているので、ちょっとこちらが参考になると思います。 ただ、あの、これは、あの、9個挙げた方法のうち、もう、一つだけ断トツにめちゃくちゃめんどくさい、というか、労力がかかることなので、まあ、来週までにはちょっと間に合わないかなと。まあ、ただ、ゆくゆく、えっと、長く開発続けるのであれば、ちょっと、これもこう、考えていただけると良いかなと思います。はい。 でここからがあれですね、教師あり学習に聞く2つの方法と、教科学習に聞く2つの方法で、えっと、1つ目教、えー、教師あり学習に聞くやつですね、これデータを増やすっていうところですけど、まあ、そもそもデータを増やすって、えーとえー、大きく分けて2つあると思っていて、1つはあの寄付の寄付ファイルを増やす、まあ、SGF ファイルが5万曲あるので、それをもうその10倍、50万手に入れてみるとか。えー もういや、もっといくんだ、数百万手に入れるんだっていう、まあ、単純にファイル数を増やすっていう方法と、あと、囲碁って、まあ、将棋は、できなくはないけど、ほぼ意味ないか。あの、囲碁って、えっ、ー、と、局面回したり、えっ、ー、と、鏡、あの水平に回して、反転させてみたり、垂直に反転させてみたりしても、その局面って囲碁なので、囲碁のあり得る局面なので、えっ、ー、と、 1>, 1個のデータから8対象を取れるので、8倍データを水増しするという方法ですね。で、この方法については、すでに内部で実装していて、教師やり学習も教科学習も実装していて、えー、と特にあの教師やり学習より教科学習の方がこれやった方がいいっていうので、ちょっと右で図で示してるんですけど、えーえー、右,右の図の右側の方ですね。 えと青い線がその8対象に増やした場合の学習の進み方で、緑がその対象形を考慮しないで進めた進め方です。で、えーとまあ、雑に同じぐらいの強さに、えー、と収,収束してるんだろうなと思うんですけど、えー、とかかってる時間が、えー、320時間ぐらいあの緑かかってるんですけど、えー、青のやつは 40時間ぐらいで打ち切ってると、まあ、これ8倍データを水増しして、えー、やった効果がここに出てると、まあ、8分の1になってるって感じですね。で、えー、とこのデータ、あのこの前者の方法でデータ増やすことを考えなきゃいけないんですけど、えー、この前者の方法は、まあ、19路はえとそもそも KGS とか、えー、とタイゼム、東洋囲、e、号とか、あのお願いするまあ、公開されてたり、お願いするともらえたりするんですけど、えー、と キューロって、まあ、多分イゴクエストぐらいしかデータソースなくてちょっとあの私がお願いして手に入れたものに加えてさらにもっと桁一つ増やすとかそういうのは多分、まあ、できないなと思ってます。はい。で、あともう一つの教師あり学習に効く手法ですね。でオプ、オプティマイザーを変えるっていうので、えー、このオプティマイザーって右のソースで書いてるんですけどこれ SGDs っていう こいつもややこしい略称ですけど、えっ、ー、と、確率的勾配法っていうアルゴリズム、あという計算手法で、えー、学習してます。で、えっ、ー、と、まあ、正確には、えー、モーメンタム法っていうのと、エネステロフの加速勾配法っていう3つの、えーあたえー、やつ、えー、手法を組み合わせたオプティマイザーが右の、えー、定義なんですけど、えっ、ー、と、より優れた手法として、えっ、ー、と、アダム W とか、N アダムとか、 あと、サムっていうのがあります。で、これ多分これに変えるだけでも、教師やり学習同じデータに対して、結構いい性能を示してくれるんじゃないかなと思います。で、サムってやつはちょっとあの、この GitHub の URL に示してるんですけど、ここからサム .py ってやつを取ってきて、ちょっとうまいこと使えるようにしないといけないです。はい。で、えっ、ー、と教師、えー、教師やり学習の話はここまでで、えっ、ー、と、教科学習の話ですね。で、教科学習、 はあ,のあんまりプログラミングとかじゃなくてただ設定値を変えるっていう話なんですけどえっ、ー、と卵のきょ公開版の強化学習モデルって、えー、探索回数一定当たりの探索回数を16で生成しているのでまあそれ増やせば強くなるんじゃないのと、えー、考えていますでこれえっ、ー、とまたちょっと論文の探索回数との気力の関係の、えー、図を引っ張ってきてるんですけど でこの赤くで囲っている部分の青線が、えっ、ー、と、卵がやったものに相当します。で、ちょっとあの、図が離れてるので、えっ、ー、と、高さの違い、ちょっと分かりにくいんですけど、えっ、ー、と、この16を32って倍にしてあげると、レーティングで言うと2、300違って、 えーと200違うと勝率でいうと76%ぐらい違うので、まあ、ま,あまあまあ結構違いますね。で32から100 200に増やしてもまあそんなに変わらないので、まあ、とりあえず倍にするとまあいいことあるかもしれませんねっていう感じです。ただ、えー、と卵の強,強化学習って、えー、と80万曲しかデータ生成してないので この n イコール16のこのカーブのここら辺端っこにいるのかまだ上り途中なのかちょっとそれは分からないっていうのが正直なところですただニューラルネットワークの規模が小さいのでもうほぼ収束してるだろうなとは思ってはいますはいあとも自己対戦の数を増やすっていうので、えーとたまあ、ちょっとさっき、えー、言ったばかりですけど卵の強,、えー、強化学習モデルっていうのは、えー、と80万曲生成して学習したモデルです でえーとまあ、一応あの確認はしてるんですけど、70万局時点のモデルとこの公開した80万局時点のモデルを、えー、と強さ比較してみると、ほぼ一緒なのでうん、ただデータ増やすだけじゃ強くならないだろうなと思ってます。で、まあ、一方で、ニューラルネットワークの規模が大きいほど、その強さが収束するまで、えー、たくさん。 自己対戦しないといけないので、えー、とニューラルネットワークでかくして80万曲やったら、まあ、これ十分強くなってんだとは思わないでもっと,、えー、としないといけないんだっていうのはちょっと心に留めておいてください。はい。で、えー、とちょっと9つ、えー、手法を軽くしゃべったんですけど、ざっくり得られる効果と手間に関して、こう、ばばっと。 図にしてますただこの図も、えー、と私の感覚値なので、なんか具体的にこの、えー、と 9, 9から1、2、3、4、5、えー、9, 9よりも1の手法の方が5倍ぐらい強,強くなるとかいう話ではないです。まだ大,大まかな目安です。で、えーとまあ、ちょっと大きい、効果が大きいところで言うと、えーと ニューラルネットワークのフィルタ数ブロック数を増やすっていうので、もうこちらは本当に設定の値をなん,かなんとなく、えー、さっきの64と6の組み合わせから大きくするだけで効果があるので、ちょっとこれはひとまずちょっと皆さん試していただければなと思っています。で、さらにあのプログラミング Python に自信がある方はニューラルネットワークの入力特徴に、えー、と以後のドメイン知識を入れてみてください。で、これもだいぶ効果が。 あると思いますあとはなんか簡単なところで言うと,、えー、とレレの代わりにスイッシュを使ってみるっていうのもちょっと試してみていただければと思います。ちょっとあの丸5番はあのもうはるか彼方の手間になってしまうのでえっ、ー、とまあゆくゆくは C++ プラプラ勉強がてらがっつりやりたい方はちょっとやってみていただいて。 まあこういうのもあるんだねっていうぐらいに止めておいてください。で他のやつらはあの結構手間がばらつく割には、何ですかね、得られる効果がそこまで大きくないので、なんか試したいものを試すでやってみてください。で、ちょっとここのえと試したい場所を試してって言ったんですけど、ここの工夫やったところで、レーティングといって100から150。 まあ勝率で言うと十六65から70いくつぐらいの間に収まる程度の改良なので、それが小さいか大きいか、えっ、ー、と、皆さんでご判断くださいというところですね。あ全部やるのもまあ,あり、ありです。はい。はい、えっ、ー、と、 ちょっと2番と5番の手法について、えっ、ー、と、やることに対して、えっ、ー、と、手間が大きく変わるので、えっ、ー、と、それに対して、コストパフォーマンスのいい方法ってないですかという、はい、質問ですね。はい。はい。えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、ちょっと5、 5番、五番、五番は、ちょっと。あ、そういう、えっ、ー、と、ほぼ全面書き換えに等しいと思います。はい。あ、えっ、ー、と、ちょっと今の質問整理して、えっ、ー、と、まず5番のところから触れると、えっ、ー、と、まあ、これ移植するって言ってるんですけど、狙いは基本、あの、早くしたいんですよ。で、早くしたいのを、えっ、ー、と、もう言語を乗り換えるっていう大改造でいくか、えっ、ー、と、Python だと、 えと部分的に、えー、と C 言語で実,、えー、実装して、それを使うようにする再存ていう仕組みと、えー、とこん一応っと内部的に、えー、と関数の引数と戻り値の型が決まってれば、えー、とそこを、まあ、ちょっとコンパイルみたいなことして速くするやつが、えー、こうパッケージがなナンバーがそうかな、ナンバーっていうのがいて、えー、あとは コドンっていうもっと早くできるやつがいてみたいな感じでいろいろあるんですけど、えっ、ー、と、えー、ちょっとどの方法も、ちょっと高速化する代わりに書き方に制約がかかるので、ちょっとどれ、どれぐらい、どれぐらい良くなるかっていうのは、ああの確かに手間、手間によって変わりますっていうのが答えで、ちょっとそれに対してサンプルは、どうですかね。 うんとそもそも、えー、と遅い部分、あすみません、えーとあい、今の質問はその高速化する部分でボトルネックっていうか、そこを早くしたら効果でかいよっていうのはどこっていう質問なんですけど、えー、とそれに関しては5番がめちゃくちゃ遅いです。5番の処理が遅いですというので、えー、なんで遅いかっていうとです、ね、モンテカロ機ルキ探索で探索して、5、はい、ボードです。 ゴーボードのデータが重くて、えー、モンテカル沖探索でを、えー、手をたたった時に末端まで行って戻るあのまた戻って、えー、降りるっていう処理をするんですけどその時に、えー、とその一番てっぺんの局面にあのゴーボードクラスのデータをコピーして書き換えてますでそのコピーするところもちょっと気をつけてなるべく早くするようにしてるんですけど えっと、Python の、えー、と書き方、他に何か外部のパッケージを使うとかいう、えー、手段を使わなければ、もうちょっとそれ以上早くするのはちょっと難しいかなと。あただ、私が Python に詳しくないので、えっ、ー、と、まだちょっとあるかもしれないですと。と有識者の方は、あの、何か知見があればお願いしますと。 で、えー、とちょっと、5番のところは、えー、あの、結構いろいろやり方あるんですけど、ちょっとサンプルを提供するのは、ちょっと容易ではないので、えっ、ー、と、2番のところですね。で、えっ、ー、と、2番で、あの、簡単に効果が得られると思うのが、あの、蓮が持つダメの特徴で、だと思ってます。で、あの、例えば、その、呼吸点をたくさん持ってる石に隣接しているレンの、 えっと、ダメがちょっと少ないと、ちょっとこいつはあの結構プレッシャーかけられて危ないなみたいな、なんかいろいろそういうのが結構機械的に取れて、しかも私がやった範囲でとすごい効果がある方法なので、そうですね、ちょっと、それは、その入力特徴を加えるひな型を加えた総数,総数をちょっと GitHub にはいアップロードしようと思います。 はいあすみません、ちょっと回答をだらだらしてしまいましたが、はいなのでちょっと2番の方も、ちょっとあのプログラム触るの大変だと思うんですけど、一応サンプル、あのそのままコピペで動くものを用意しようと思うので、えーと、そちらちょっとやってみてください。はい。はいはい はい。力スイッチの方がいいって言われてたんですけれども、この大会ではスイッチを使うよりもレールの方が速くて,て、消費が高いという話があったかと思いますので、これは多分、必ずスイッチが良くなるかかぎられない、両方試された方がいいかなと思います。はい。えー、とあちょっと、今の質問は、あの将棋の方で、えっ、ー、と、スイッチを。<laughs> 使うよりはレルの方が、えー、と早くて強いっていう結果があるので、ちょっとこれ、あの状況によって違うんじゃないのっていう質問なんですけど、えー、とそれに関してはあのトゥル、トゥルーなんですけど、えっ、ー、と、えー、強化学習で十分にデータがあを得て学習すると,、えー、と、その傾向が出るのを、えー、と私は確認していて、ただそれを回避する方法があって、推奨って、えっ、ー、と、 すごいあのパラメータの更新をうまくや,るやれるようになるんですけど、その代わりに科学習をしやすくなるんですねで科学。科学習しやすくなるっていうことは、えさっき言った Windows サイズを大きくして、でかつ、えー、と1回の強学習サイクルで生成する棋譜の数を増やすと,、えー、と抑制できます。で、た多分将棋ってかなり難しいので、水州ではかなり過学習しやすくてうまくいかない。 手法なんじゃないかなという個人的な印象は持っていて、なので、たぶん将棋はうまくいかないんですけど、囲、え、碁、ー、プログラムで9路、えー、で256フィルターの20ブロックで結構でかいサイズなんですけど、それでやった限りだと、もうちょっと答えいちゃうんですけど、えー、とレールよりも推進の方がレーティングで言うと、えー、70から100ぐらいは強かったです。あ、はい、あすみませんあの、我々の世界の会話になってしまったので、申し訳ないです。<laughs> あただあの一応その、まあた、試してみてくださいで、えーと、教師やり学習の世界で言えば、まあ、大体効果があると思っています。なので、はいあ、でもすごい鋭い質問です。なので、あのなんか問題設定とその時の状況といろいろ複合して、あのこれらの手法って結構、ゴロゴロ効果が変わるので、試してダメだったら別のと組み合わせてみてっていうのをちょっとやっていただければと。 はい、思います。はい。で、えっ、ー、と、またちょっと再計ですね。えー、なので、えっ、ー、と、プログラミングがあまりやったことない方は、まず一番のやつをちょっと試していただければなと思います。で、やったことある方は、えっ、ー、と、まあ、共通に聞くので、ちょっとレールからスイッシュに変えてみると、まあ、どれぐらい変わるかっていうのを、まあ、見ていただければと。 あのこれで強くなってなかったら、いや、小林何言ってんねんっていうのをちょっと <laughs> 言えると思うので、えっ、ー、と、まあ、ちょっと試してみてください。まあ、ちょっと本当状況によって変わるので、私が言ってることが、あの、ちょっと完全な正解だと思わずに、えー、いろいろちょっと試していただければと思います。はい。で、まとめです。はい。で、えっ、ー、と、講習会の狙いということで、えっ、ー、と、最初に2つ挙げさせていただきました。で、えっ、ー、と、アルファ号登場以降の要素技術の概要を知ることということで、 MCTS と α50 MC と α5、えー、あとはあガンベル α0 のちょっとえ割りの部分の説明をしました。であとはあベースとなる囲碁屋を使って自分独自の囲碁屋を開発できるようになることということは、まあ、ちょっとえーと卵の実装のポイントと学習の実行方法とあとはちょっと強くする方,法方針いくつか説明してえーと狙いを達成したと考えております。はい。 でちょっと来週の話になるんですけど、経、えっと、ロ版ミニ,ミニ大会に向けてということで、えーと、宿題事項ですね、をちょっと上げさせていただいてます。で、まあ、一つ,一つ目が一番重要で、プログラム .py のプログラムネームっていうあの、プログラムの名前を出すところですね。これを、えー、と自分のプログラム名にしてください。で、名前を変えると、なんか自分の子供みたいになって愛着が出てくるので、 えおすすめです、すあと適当につけると、あの後々公開することになるので、うん、なんか、これかっこいいかなと思ったやつで、フィーリングで決めるもよし、なんかこういう名前をつけたかったんだっていうのをつけるのもよし、あの名前、あのプログラムの名前をバカにする人は、あの、囲碁 AI の開発者、いやま、将棋の開発者もそうですけど、いないので、あの本当と好きにしてください。ただ、なんか、ちょっと放送できないような名前になると、ちょっと。 ページに乗らなくなるので、そこはちょっと、あの、常識の範囲で、えー、決めてください。で、あと何がしかの工夫を入れてみるということで、えー、ちょっともうすでに私があの答えを上げたみたいで、えっ、ー、と、それに乗るのが嫌だって方はあの、ちょっと自分独自でやっていただいてもいいですし、あの、私が言ったのを取れて、えー、取り入れるのもいいです。で、あの、フィルター数とブロック数のところは、もうちょっと変えてみてください。で、あれの最適値を探すのもすごい大変なことなので、えっ、ー、と、 いろいろ試してみる価値はあると思います。で、あとちょっと対戦に向けて GUI 用意するっていうので、えっ、ー、と、ちょっとこれはあの今示すことができないんですけど、えっ、ー、と、g o o g l g っていうあのかなり枯れたツールがあるんですけど、ちょっとそれのセットアップ方法、えっ、ー、と、ドキュメントにまとめて後,後ほど、後ほどというか、 来週の頭ぐらいには共有するので、あスラックで共有するので、ちょっとそちらを参照して、この,この場に来週集まったときに対局できるように設定しておいてください。で、あとなんか、まあ、この講習会通してで感じた疑問とか不明点とか、あといろいろ試して、これどうしたらいいんですかねとかいうものがあったら、スラックにて遠慮なく質問してください。で、えっとまあ、基本的に私とかあの技術サポートの方が答えてくださるんですけど、 あのんこれを、を自分試してこうだったよっていうのがあったら、それで回答しあの、答えていただいてあの、交流いただければと思います。はい、で、えっとミニ、ミニ大会のちょっとルールなんですけど、来,来週の参加、ちょっとここに集まっている方で、えっと、来週参加されない方っていらっしゃいますか。基本的に皆さん来,る来られるということでいいですね。 ああのなんか体調が悪くて来れないとか、あの予定が入急に入っちゃって、だめだったとか、そういうのは全然あの問題ないので、はい、大丈夫です。で、えー、とルール、ちょっと記載してるんですけど、えっ、ー、と、9、ま、路、あ、版でやります。で、コミは7目半です。で、持ち時間は、えー、と10分で、まあ、あの切れたら負けなんですけど、えっ、ー、と、こんな本番の大会でもないですし、卵の,あの時間管理を使っている限りは、まあ、そうそう超えることはないと思うので、 えとまあ、ちょっとここはあ、あまり厳密にやらずにいきますと。で進行方式なんですけど、ちょっと人数多いので、えー、と 7, 人7人、6、7、8人ぐらいのグループに分けて、ちょっと総当たりをやろうと、えー、思っています。はい。で、えー、と準備するのは GUI ですね、この画面、あの皆さん、ノートパソコン持って、えー、対戦相手のところに行って、あの一緒に話しながら、ポチポチやっていくっていうのをちょっと想定しています。 はい、あであのちょっと進行方式と持ち時間って書いてますけど、まあ、一応多分これで変わらないとは思いますが、あの参加人数減ったりとかあったらちょっと変わる可能性があることはと、えー、ご了承ください。はい。で、終わりにっていうので、えっ、ー、と、ちょっとこれ私からのメッ,セメッセージ、個人的メッセージも載せてるんですけど、えー、EgoAI の開発に必要なリソースって、ちょっと非常に膨大です。まあ、ただ、給料に関しては個人で1台 GPU 付きマシン持ってれば、 まあ、超人レベルにはあの十分にできると思ってます。まあ、半年ぐらいかかりますかね。えー、で、えっ、ー、と、まあ、ちょっとこの莫大なリソース要件に対して対応できるのって、まあ、以後のドメイン知識と、あと、えー、先ほど挙げたさまざまな工夫です。で、強くする方法ばっかちょっとお話しして、えーと、強くしなくちゃいけないんだっていう脅迫観念を持たれてしまったら、ちょっと申し訳ないんですけど、別にそんな強さに関係しない、なんか所定。 もう絶対権限にしか打たないぞとか、三三入るの字,字が取れるから <laughs>、それでしか打たねえぞみたいな、なんかそういう工夫入れてみるのも全然いいです。であとはの、自分の棋譜たくさんあるのであれば、それをつ使って、それだけ使って学習したクローン AI 作ってみたりとか、えーとため、楽しみ方いろいろあると思うので、ちょっといろいろやってみていただければと思います。であと最後にに、えー、本講習会きっかけにちょっとい 私あの、まだバリバリ囲碁で開発しているので、えーと、この下に書いてある大会、あのちゃんといます。で、えー、と皆さんに、えー、そのまっで、えー、とまたお会いできればあ、まあ、来週会いますよ。来週会いますけど、あの継続してお会いできれば、えー、と幸いですと。ちょっと予定書いてますけど、CGF オープンが、えー、と7月の15と16で、えー、と15日が9路版ですね。で、16日は 19路盤で、えーと、9路盤は、えー、とミニ大会のレギュレーションと一緒で、えー、10分切れ負けの、えー、7目半で、19路は、えー、と30分切れ負けの6、えー、日本ルール6目半です。で、UC 杯も同じですね、日本ルールの、えー、6目半の19路になっています。はい、あ,、ねはい、ありがとうございました。 えっと、あのじゃあ,あの、ちょっと短いですけども、あ質問ある方、まだ他にある方、ちょっと手挙げていただいたいとあ、どうぞ。あはい、えーと、ご質問ありがとうございます。AI 強くなった。 のっ,てどうやって判断するのっていうあのご質問なんですけど、ちょっとあの対局に向けて GUI セットアップするって、セットアップしてください、それに対してドキュメント用意しますっていうのが、ちょっと最後説明したんですけども、それに合わせて、私はあのそのセットアップの仕方を5食いでちょっとやらせていただきます。5食いの中にえと対局プログラムをこう指定して、自動で対局え指定した対局回数をしてえやって、 勝ち負けどうだったかっていうのを、えー、と出してくれる機能があるので、ちょっとそちらの使い方も、えー、と合わせてドキュメントに記載して提供いたします。あえっ、ー、と、学習の、えー、とあつ強くなってるか田舎の判断基準として、あのロスを使う。 のがいいか悪いかっていう話ですね。えー、とこれはあの教師やり学習に限って言うと、まあ、基本的にイエスで,で、ただそのロスの値を比較するときに気をつけてほしいのが、えーと、トレインはあの見ないでくださいてあの。テストのロスだけ気にしてください。っていうのはあの、やっぱりそのパラメータ増やせば増やすほど、トレインに対してはもうすごいバッチリ適合していくんですね。で ただ一方でテストって未,未知のデータの評価で、これのロスが下がってないことには、あのちゃんと他の、えー、とみ見てないデータを与えられたときに、ある程度正確に判断できないということになっちゃうので、えー、とテストを見て、えー、とそれがあのさあの明らかになんか別の最初に作ったモデルが強いあの下がってるなと思ったら、もうこれは結構疑いなく強くなっていると言って良いです。はい、なので はい、なので、あの全然判断指標にしていただいて大丈夫です。はい、ありがとうございます。もう1件ぐらい短い質問でした、ね。じゃあ、えー、あすいません。じゃあ、そちらの。 ご質問としては、この入力特徴を増やすというところで、高に関する特徴ないけど、これってうまく学習するんですかという質問だと、あで合ってますね。あで、えーと、これに関しては入れた方があが良いことは良いですで。特に強化学習については入れた方が良いです。 でえー、とちょっとネタバラシになりますけど、私は例、えー、にこの特徴を一つだけ入れてるんですけど、こウで、えー、すぐに取り返せない点、ここ、ここは、えー、と当たりになってるけど取り返せないよっていうのだけは入れてます。でただそれを入れると、強化学習すると、ここ取り返したいけど、えー、取り返せないってもう教えてるので、じゃあこいつを取り返せるように別に相手にもう一箇所どっか打たせるっていうあうな立て、 をやら、や、やって聞かせるっていうことができるなので、えっと、全然大丈夫です。で、あの、こう以外にも、なんかこういうの以後でことわざ格言あるじゃんっていうのを入れていただいて、だいたい効果はあると思います。 あーえっ、ーと,まあえー、と、ルールに反して、こうすぐ取り返すっていう手ですかあ、はい。あえっ、ー、と、それはあの探索の方のロジックで弾いています。あの正確にあの探索の候補者を挙げる、えー、ときに合,合法な手あの、違反してない手か否かを、えー、とチェックして、違反な手は全部弾くようにしています。で、えー、とそういうふうにしてると、えっ、ー、と、 教科学習の時に、もうそこを読まないので、えーと、もう打っちゃいけないんだなっていうのはあの学習していくので、おのずとそう,うそういう手は、あの違反な手は、もう打たあの、ポリシーとしては打たなく、評価下がって、あの打たなくなります。斎藤先生、どうしていいですか短い質問なら。 すみません、ちょっと1個目の質問、何あゅう。レベル。ああ。はい、えーとあり、ありがとうございます。えー、と1つ目の質問、そのデータってどういう質のものですかっていうことになると思うんですけど、えっ、ー、と、イコクエストの,あの赤レーティング、まあ、十分高,高段クラスと言っていい、まあ、ただプロではない人もこ、えー、含まれる、あ、違うな、もう少し低いかな。 三、うん、段、まあ、少なくとも3段以上ぐらいの、えー、とデータになってます。で、えー、とデータ増やす時、えー、ときも、5万に対して数千っていうのは、ほぼ効かないと思っていて、えーまあ、効果が見えるのは倍、4倍とか、もうそういうので,でその、そういうデータを集めるのは結構大変なので、ちょっとあの実際にはつらいです。はい、あだ大丈夫ですか はい、ほ、ほ、とんどできないと思います。なんか、あの。個人的に、田瀬さんと、お知り合いで。裏でこっそりくださいって言って、新しいデータを取るとかすれば、多分3倍ぐらい増やせるかもしれないです。<laughs> あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、もう、これで時間となりましたので、今日の、あの、講習会、これで終わりにしたいと思います。で、質問は、あの、スラックの方に。 えー、ランダムのあたりに書いていただくと、あのえーまあ、小林先生をはじめ、他の方があの回答することになると思いますので、そちらの方にご記入ください。また来週お会いすることにしましょう。えー、今日はこれで終わりにします。あの私の方からまだいろいろお伝えしたいことがあるんですけどもあの、そういった情報もスラックの方に流していきますので、えー、どうぞあのそちらの方をご覧ください。じゃあ、今日のところはこれで終わりにします。ありがとうございました。 ありがとうございました